悪意。東野敬語。事件の章。野々口衆による手記。1。事件が起きたのは4月16日、火曜日である。この日私は午後3時半に自宅を出て、日高国彦の家に向かった。日高の家は私のところ体と電車で一駅だ。 駅から少しバスに乗るが、それでも徒歩の時間を加えて、20分もあれば到着できる。普段から私は、大した用もなく日高の家に行くことがあったのだが、この日は特別な要件があった。というより、この日を逃せば、当分彼には会えないのだった。綺麗に区画整理された住宅地の中に彼の家はある。立ち並んでいるのは高級住宅ばかりだ。 そして時折、豪邸と呼ぶにふさわしい屋敷が見られる。このあたりはかつて雑木林で、それをそのままそっくり庭木として残している家が多い。塀の内側にはブナやクヌギが生位茂っていて、道路に深い影を落としている。その道路にしても、さほど狭くもないのに、このあたりはすべて一方通行だ。安全性もステータスの一つということか。 日高が何年か前にここに家を買ったと聞いたとき、私は、ああやっぱりなと思った。この地域で育った少年たちにとって、ここに住むことは夢の一つであったからだ。日高の家は豪邸とまではいかないが、夫婦二人だけで住むには、間違いなく広すぎると思われる屋敷だった。入りも屋を取り入れた屋根の形などは和風だが、出窓があったり、玄関がアーチ型になっていたり、 2階の窓にフラワーボックスがあったりするところは洋風のデザインである。これはおそらく夫婦の意見を当分に取り入れた結果なのだろう。いや、平和レンガ作りということを考えると、夫人の意見がより多く通ったと見るべきか。彼女はヨーロッパの古城のような家に住んでみたいとかつて漏らしていた。訂正。夫人ではない。全夫人だ。 そのレンガ塀に沿って歩き、やはりレンガを長手積みにした門の前に立つと、私はインターホンのボタンを押した。ところがいくら待っても応答がない。見ると駐車場に彼のサーブがなかった。出かけているらしいと了解した。ではどうやって時間を潰そうかと考え、桜のことを思い出した。日高屋の庭には、八重桜が一本だけ植えられており、 このまらいた時には三分咲きというところだったのだ。あれから十日近く経っているが、どうなっただろう。人の家ではあるが、友人という立場に甘えて、勝手に入り込むことにした。玄関へのアプローチが途中で枝分かれして、建物の南側へと伸びている。その上を歩き、庭へと回った。桜はかなり散っていたが、 まだ干渉に耐える程度には花びらを残していた。が、それを眺めている場合ではなかった。そこに知らない女がいた。女は腰をかがめ、地面を見ているようだった。ジーンズにセーターという軽装だった。手に白い布のようなものを持っていた。あの、と私は声をかけた。女はびっくりしたようだ。こちらを振り返ると、 ものすごい勢いで立ち上がった。あ、すみません。と彼女は言った。これが風に飛ばされて、この庭に入っちゃったものですから。お留守みたいだったので、申し訳ないとは思ったんですけど。そして手に持っていたものを見せた。それは白い帽子だった。彼女は30代後半に見えた。目も鼻も口も小さい、地味な顔立ちの女だった。 顔色もあまり良くなかった。帽子が飛ばされるほど強い風なんて吹いたかなと、私は少し疑問に思った。熱心に地面をご覧になっていたようですが。ええ。あの、芝生がとても綺麗なので、どんな風に手入れなさってるのかなと思ったんです。ふーんいや、僕にはよくわかりません。ここは友人の家でね。彼女は頷いた。 この家の主が私でないことは知っているようだった。どうもすみませんでした。彼女は頭を一つ下げると私の横を抜け門の方へ歩いていった。それから5分ほどしてからだろうか。駐車場の方で車のエンジン音が聞こえた。日高が帰ってきたようだった。私は玄関の方に戻った。紺色のサーブが バックしながら駐車場に入っていくところだった。運転席の日高がこちらに気づいて小さく頷いた。助手席に座っているリエさんも微笑みながら会釈し,してくれた。すまん。ちょっと買い物に出るつもりが道路が渋滞しちゃってね。参、ま、ったよ。車から降りるなり彼は顔の前で手刀を切った。ずいぶん真ったかい。いや、 それほどでも、庭の桜を見せてもらってた。もう散ってただろう。少しね。でもなかなか立派な木じゃないか。咲いている時はいいがね、その後が大変だ。仕事場の窓が近いから、毛虫が入ってくることがある。それはそれは。だけど、当分ここで仕事をすることもないじゃないか。うん。 あの毛虫地獄から逃れられると思うと、ほっとする。まあとにかく中に入ってくれ。まだコーヒーを飲む程度の食器は出してある。アーチ型の玄関をくぐり、我々は家の中に入った。屋内は、ほぼ片付いていた。壁に飾ってあった絵も消えている。荷造りは終わったのかい。私は日高に聞いた。仕事場を覗いて、 大方終わったよ。まあほとんど引っ越しや任せだったがね。今夜はどこで寝るんだい。一応ホテルを取ってある。クラウンホテルだ。でも俺はこっちで泊まりかもな。私と日高は彼の仕事場に入った。約10畳の広さがある洋室だ。パソコンと事務机と小さな本棚が一つあるだけでガランとしている。 残りは梱包してしまったのだろう。というと、明日までに書かなきゃならない原稿が、まだあるのかい。私の質問に、日高は顔をしかめてうなずいた。連載が一回分残ってる。今夜中にファックスで送ることになっているんだ。だからまだ電話を止めるわけにもいかない。聡明者の月刊誌会。ああ。 あと何枚書かなきゃいけないんだ。30枚。まあ何とかなるだろう。椅子は2つあったので、事務机の角を挟む形で座った。まもなくリエさんがコーヒーを運んできてくれた。バンクーバーの気候はどうかな。こっちよりは寒いんだろう。私は2人に聞いてみた。井度が全然違うからな。こっちよりは寒いさ。 でも夏に涼しいというのはありがたいわ。冷房の効いた部屋にばかりいると身体の調子が悪くなるから。涼しい部屋で仕事もはかどるということになればいいんだが、まあ無理だろうな。日高はニヤニヤした。野々口さんもぜひ遊びに来てくださいね。ご案内できるようにしておきますから。ありがとう。きっと行きます。ごゆっくり。 と言ってリエさんは部屋を出て行った。日高はコーヒーカップを持ったまま立ち上がり、窓から庭を眺めた。この桜が満開になるのを見られてよかったよ。と彼は言った。来年からは、きれいに咲いたら写真を撮って、カナダに送ってやるよ。ええー、と、向こうにも桜はあるのかな。知らん。今度住む部屋の近くにはなかったようだ。 そう言って彼はコーヒーをすすった。ところでさっき、変な女が庭にいたんだけどな。私は少し躊躇したが、やはり耳に入れておく方がいいだろうと思って、話すことにした。変な女日高は眉を寄せた。私はさっきの女のことを彼に話した。すると最初は気厳そうにしていた彼の顔が、次第にほぐれていくのが分かった。 こけしみたいな顔をした女じゃなかったか。ああ、そうだな。言われてみればそうだった。比喩が的確だったので、私は笑った。にいみと言ったかな。この近所に住んでいる。若く見えるけど、多分40は過ぎてるんじゃないかな。中学生ぐらいの息子がいる。バカ丸出しのガキだ。旦那はめったに家にいない。 多分単身不妊だろうというのが理恵の推理だ。ずいぶん詳しいな。親しいのかい。あの女ととんでもない。彼は窓を開けると網戸にした。緩やかに風が入ってくる。風には葉っぱの匂いが染みついていた。その逆だよ。彼は続けた。どうやら恨みを買っているらしい。恨み 穏やかじゃないな。原因は何だい猫だよ。猫猫がどうかしたのか。あの女の飼ってる猫が、この間死んだらしい。道端で倒れていたんだそうだ。獣医に見せたら、毒にやられたんじゃないかって言われたんだとさ。そのこととくんと、どういう関係があるんだい。俺が毒単語を仕掛けて、 それを猫が食ったんじゃないかと疑っているらしい。君がどうしてそう思うんだろう。それが傑作です。日高はただ一つだけ残っている本棚から月刊誌を抜き取ると、真ん中あたりを開いて私の前に置いた。これを読んだんだとさ。それは半ページほどのエッセイだった。タイトルは、我慢の限界。横に日高の顔写真がついている。 私はざっと目を通した。エッセイの内容は、話し飼いにされている猫の被害に悩まされているというものだった。朝、庭には必ず猫の糞があり、駐車場の車のボンネットには足跡が点々とつき、鉢植えの花の葉っぱは食い荒らされている。白と茶色の半模様の猫が犯人であることはわかっているが、対策の立てようがない。 ペットボトルをずらりと並べたこともあるが全く効果がなく、我慢の限界に挑戦している毎日である大体こういう内容だった。死んだ猫は白と茶色の斑模様なのかいまあそういうことだ。なるほど。私は苦笑し、うなずいた。それじゃあ疑われるのも無理はないな。先週だったかな。すごい顔をして乗り込んできたよ。 さすがに毒を仕掛けただろうとは言ってこなかったが、ほとんどそれと同じ意味のことを言われた。うちはそんなことしませんって、理恵が怒って追い返したんだけど、庭をうろうろしていたってことは、まだ疑っているんだな。毒単語が落ちてないかどうか調べてたんだろう。ずいぶん執念深いんだな。あの手の女はそうだよ。君が当分カナダで暮らすってことは知らないのかな。 リエがあの女に話してたよ。うちは来週からしばらくバンクーバーに住むことになっている。だからオタクさんの猫が少々いたずらしても、あと少しの辛抱だと思うだけですってな。ああ見えても、彼女はなかなか気の強いところがあるんだ。日高は面白そうに笑った。でもリエさんの言うことは筋が通ってる。君たちが慌ててその猫を殺す理由なんか、 ないはずだもんな。この私の言葉に、なぜか日高はすぐには同意してこなかった。相変わらずにやにやしながら窓の外を眺め、コーヒーを飲み干してから、ぽつりと言った。俺がやったんだ。え彼の言った意味がとっさにわからず、聞き直した。なんだって彼はコーヒーカップを机に置き、代わりにタバコとライターを取った。 俺が殺したんだよ。毒単語を庭に仕込んでおいたんだ。まさか、あれほどうまくいくとは思わなかったがね。このセリフを聞いても、まだ私は彼が冗談を言っているようにしか思えなかった。しかし彼の顔は笑ってはいるが、冗談を言う時のものではなかった。毒単語なんかどうしたんだい。どうってことない。キャットフードと農薬を混ぜて、 庭に転がして置いただけさ。育ちの悪い猫は何でも食っちまうようだな。日高はタバコを加え火をつけてうまそうに煙を吐いた。網戸を通して入ってくる風にその煙はすぐにかき消された。どうしてそんなことをしたんだ私は聞いた。あまりいい気分ではなかった。この家まだ借り手が見つからないって話はしたよな。 少し真顔になって彼は言った。うん。日高夫妻は自分たちがカナダにいる間、この家を人に貸そうと考えていた。不動産屋が引き続き探してくれることになっているが、この間ちょっと気になることを言われてね。どんなこと家の前にペットボトルを並べてあるのは印象が良くないってさ。いかにも猫の害に悩まされてるって感じがするかららしい。 確かにそれじゃあ、誰も借りたがらないよな。じゃあそんなもの片付ければよかったじゃないか。それでは本質的な解決にはならんよ。借りたいっていう人間がこの家を見に来た時、庭に猫のクソが散らばってたらどうなる。俺たちがいれば掃除もできるけど、明日からは誰もいないんだからな。さぞかしいい匂いを放ってくれるだろうさ。それで殺したのか。 飼い主に責任があるんだぜ。それをあの親身っていう主婦は分かってないらしい。日高はタバコを灰皿の中でもみ消した。そのこと、リエさんは知ってるのかい私が聞くと彼は片方の方で笑いながら首を振った。知るわけないだろう。女ってのは猫好きが多いからな。本当のことを話したら俺のことを悪魔みたいに言うだろう。 何とも答えようがなく、私は黙っていた。するとタイミングよく電話が鳴った。日高が受話器を取った。もしもし、ああ、こんにちは。そろそろ電話がかかってくる頃じゃないかと思っていたんです。ええ、予定通りです。はは、見抜かれましたかこれから始めるところです。そうですね、今夜中には何とかなるんじゃないかと思いますよ。 ええ、じゃあできたら送っておきます。いや、それが、この電話は明日の午前中までしか使えないんです。だからこちらから電話します。ええ、ホテルから。それじゃそういうことで。電話を切ってから、彼は小さく吐息をついた。編集者会。と私は聞いた。聡明者の山部さんだ。 俺の原稿が遅れるのはいつものことだが、さすがに今回はヒやヒやしているようだ。何しろここで逃がしたら、あさってには日本にいないからな。それでは邪魔しないよう、そろそろ失礼するよ。私は椅子から立ち上がった。その時だった。インターホンの音が聞こえた。ご用聞きか何かだろうと思ったが、そうではないようだった。 りえさんが廊下を歩く音がして、続いてドアがノックされた。何だいと日高が言った。ドアが開き、りえさんが憂鬱そうな顔を覗かせた。藤尾さんがお見えになったんだけど、声を潜めていった。日高の顔がスコールを前にした空のように曇った。藤尾、藤尾都会ええ。 どうしても今日中に話したいことがあるからって。参ったな。日高は唇を噛んだ。俺たちがカナダに行くことを嗅ぎつけたんだろう。忙しいからって、帰ってもらうそうだな。彼は少し考えてから、いや、会おう。と言った。こっちとしても、ここで決着をつけておいた方がすっきりする。この部屋に通してくれ。 それはいいけど、リエさんは気遣うようにこちらを見た。あ、僕はもう失礼するつもりだったから。と私は言った。すみません、と言って彼女はドアの向こうに消えた。困ったもんだ。と日高がため息まじりに言った。藤尾って言うと、藤尾正也の妹だよ。彼は、やや挑発の頭をかいた。 少し金をよこせという話なら簡単なんだけど、回収や書き直しという話になると、とても応じられない。足音が聞こえてきた。日高は口をつぐんだ。廊下が暗くてすみません。というリエさんの声がする。そしてノック。はい。と日高。藤尾さんよ。ドアを開けてリエさんが言った。彼女の後ろには、 20代後半と思える髪の長い女性が立っていた。女子大生が会社訪問の時に着るようなスーツを着ていた。突然の訪問者として折り目だけは精一杯守ろうとしているように感じられた。じゃ、僕はこれで。私は日高に行った。あさっては、できたら見送りに行くという言葉を発しかけて飲み込んだ。 富士を都を妙に刺激する結果になってもいけないと思った。日高は黙って顎を引いた。私はリエさんに見送られ、日高家を出た。バタバタしてすみませんね。手を合わせて片目をつぶり、申し訳なさそうに彼女は言った。小柄で細身なので、そんな風にすると少女のような雰囲気が出る。とても30過ぎとは思えなかった。 あさっては見送りに行きますよ。お忙しいんじゃないんですか大丈夫ですよ。じゃあ。さようならと彼女はいい。私が次の角を曲がるまで見送ってくれた。二。自分の部屋に戻り、少し仕事をしたところで、玄関のチャイムが鳴った。私の住居は日高とは大きく違って、 5階建てのマンションの一室である。仕事場兼寝室の6畳間と約8畳の LDK で構成された小さな部屋だ。そしてリエさんのような伴侶もいない。チャイムが鳴ったなら自分で出て行かねばならない。ドアスコープで相手を確認してから鍵を外してドアを開けた。同事者の大島くんだった。相変わらず時間に正確だね。 と私は言った。それだけが取り柄ですから。これ、差し入れです。彼が差し出したのは、某有名和菓子店の名前が入った四角い包みだった。彼は私が甘党であることをよく知っている。わざわざ来てもらって悪かったね。い,いえ、どうせ帰り道ですから。大島くんを狭い今に通し、茶を入れた。それから仕事場に行き、 机の上に置いてあった原稿を取ってきた。はい、これ。出来栄えはどうかわからないけど。拝見します。彼は湯呑みを置いて原稿に手を伸ばした。そして早速読み始める。私は新聞を広げた。いつものことながら、目の前で自分の作品を読まれるというのは、居心地のいいものではない。 大島くんがおそらく半分ほど読み終えたと思われる頃、ダイニングテーブルの上に置いてあったコードレス本が鳴り出した。ちょっと失礼と言って私は席を立った。はい、野々口ですが。もしもし。俺だよ。日高の声がした。やや沈んだ感じがする。ああ。どうかしたのか。 こう聞いたのは藤尾都のことが気にかかっていたからだが、彼はこれには答えず、一呼吸置いてから、今、忙しいか。と尋ねてきた。忙しいというか、来客中なんだ。そうか。いじごろ終わる私は壁の時計を見た。6時を少し回ったところだった。もう少しかかるかな。一体何台うん。 電話じゃあ話しにくいな。ちょっと相談したいことがあってさ。こっちへ来てくれないか。それは構わないが。藤を都の喧嘩と聞きかけて思いとどまった。大島くんがそばにいることを忘れていた。八時でどうだい。と彼は言った。いいよ。じゃあ待っているから。そう言って彼は電話を切った。 私がコードレス本を置くと、大島くんがソファから腰を浮かせ気味にした。用が終わりでしたらこれで。いや、いいんだ、いいんだ。私は彼に座るよう手で示した。8時に人と会う約束をしただけだ。まだ時間があるから、ゆっくり読んでください。そうですかでは。彼は原稿読みを再開した。 私もまた新聞の文字を追うことにしたが、頭の中は、日高の要件は何だろうということに占められていた。おそらく藤尾都の件なのだろうなと考えていた。それ以外には、ちょっと思いつかない。日高には、金領地という著書がある。ある版画家の生涯を描いた小説である。一応フィクションということになっているが、実はこの作品にはモデルがいる。 藤尾正也という男だ。藤尾正也は私や日高と同じ中学に通っていた。その関係で日高も彼のことを小説にしようと思いついたらしい。ただこの小説にはいくつかの問題があった。つまり作品中に藤尾正也にとってあまり名誉と思えないようなことまでがそのまま描写されているのだ。特に学生時代の数々の気候について 日高はほぼ事実通りに書いている。そこだけを読めば、登場人物の名前こそ違え、私などにはとてもフィクションとは思えない。また、藤尾正也が勝負に刺し殺された部分なども、全く現実の事件通りである。この本はベストセラーになった。藤尾正也を知る者には、小説のモデルが誰かを推理するのは容易。 やがて藤尾の家族の目に触れることになった。父親はすでに死去している。抗議に立ち上がったのは母親と妹だった。彼女らの言い分はこうだ。小説のモデルが藤尾正也であることは明白である。しかし自分たちはそういう小説が書かれることを許可した覚えはない。またこの小説によって藤尾正也のプライバシーは暴かれ。 不当に名誉を傷つけられることになった。自分たちは本作品の回収と全面的開口を求める。日高も言っていたように、彼女たちが賠償金といった形での償いを求めたことはないようである。純粋に書き直しだけを求めているからか、それとも何らかの駆け引きを考えているのか、それは今のところわからない。さっきの電話の声から察するに、 藤尾都との交渉はうまくはいかなかったのだろう。しかし私を呼ぶとはどういうことなのか。相当話がこじれたということか。私なんかに何の助けができるだろう。そんなことを考えているうちに、向かいでは大島くんが原稿を読み終えたようだった。私も新聞から目を上げた。いいんじゃないでしょうか。と彼は言った。 ほのぼのとしていて、何か懐かしい感じもします。僕はいいと思います。そう。そんな風に言ってもらえると安心するよ。私は実際ほっとして茶をすすった。大島君は気のいい若者だが、いい加減なお世辞を言ったりはしない。通常なら今後の打ち合わせをするところだが、日高との約束がある。私は時計を見た。 六時半になっていた。時間の方は大丈夫ですか大島くんが気を利かせていった。うん、大丈夫なんだけどね。どうだろう、近くにファミリーレストランがあるから、そこで飯でも食いながら打ち合わせの続きをしないか。それなら僕としても大変助かるんだけどな。いいですよ。僕もどうせ夕飯は食べなきゃいけないんですから。 原稿をカバンにしまいながら彼は言った。彼は確か来年30歳になるはずだが、まだ独身である。自宅から歩いてに、3分のところにあるファミリーレストランで、グラタンを食べながら打ち合わせをした。と言っても、ほとんどは雑談である。そのうちに私は、これから会う約束をしている相手は、作家の日高邦彦なのだと話した。大島君は、 少し驚いたようだ。あの方とお知り合いなんですかうん。小学校と中学が同じだった。実家も近所でね。ここからは歩いて行けるところだよ。もっとも、今はどちらの家も取り壊されて、マンションが建っているけどね。幼馴染というわけですね。まあそうだ。それで今も交際があるというわけなんだ。へえ。 彼の目に、繊維と同型の色が滲んでいた。それは知りませんでした。僕が君のところに書かせてもらえるようになったのも、彼の紹介があったからなんだ。あ、そうなんですか最初は君のところの編集長が、日高に原稿を依頼したらしい。でも彼は児童文学は書けないからと言って断って、代わりに僕を紹介してくれたんだ。 つまり僕にとっては、義理のある相手ということになる。フォークでマカロニを口に運びながら、私はそう言った。ふーんそういうことがあったんですか確かに日高さんの児童文学というのにも興味はありますね。それから大島君は私に聞いた。野々口さんは、大人向けの小説はお書きにならないんですかいずれは書きたいと思っているよ。 機会さえあれば、というところがな。これは私の本心であった。七時半に店を出て、そこから駅まで二人で歩き、逆方向の電車に乗って帰る大島くんをホームで見送った。すぐに私の方の電車も来た。日高の家に着いたのは、八時ちょうどだった。私は門の前に立ち、変だなと思った。屋敷が真っ暗だったからだ。 門糖も消えている。それでも一応インターホンのボタンを押してみた。だが半ば予測したことだが何の応答もなかった。この時私は自分が勘違いをしたらしいぞと思った。日高は電話で8時に来てくれと言ったが、それは自宅に8時という意味ではなかったのかもしれない。私は来た道を少し戻った。小さな公園があり、 横に電話ボックスが立っている。財布を出しながら中に入った。電話番号案内でクラウンホテルの番号を調べた後、ホテルに電話をかけた。日高という人が止まっているはずだがというと、すぐに繋いでくれた。もしもし、日高ですけど。リエさんの声がした。野々口です。と私は言った。日高はそっちですか い,いえ、こっちには来てません。まだ自宅だと思います。仕事が残ってるはずですから。いや、それがですね。私は自宅の明かりが消えていて、中に人のいる気配がないことを彼女に話した。おかしいわねえ、と彼女は電話の向こうで首をかしげたようだ。こっちに来るのは、早くても深夜だろうと言ってたんですけど。 じゃあちょっと出かけているだけなのかなそんなはずないんですけど。リエさんは考えるように少し黙ってから、わかりました。これからあたし、そちらへ行きます。と言った。40分ぐらいで着けると思いますけど、ええー、と、野々口さんは今どちらに私は自分の場所を説明した後、では近くの喫茶店で時間を潰していますと言って電話を切った。 電話ボックスを出ると、喫茶店に行く前にもう一度日高屋の前まで行ってみた。相変わらず明かりは消えていた。駐車場にサーブが入ったままなのが少し気になった。喫茶店というのは、日高が気分転換によく入るコーヒー専門店だった。私も何度か来たことがある。店の主人は私のことを覚えていてくれた。 今日は日高さんと一緒ではないのかと聞く。会う約束をしているんだが、家に誰もいないんだと私は答えた。主人相手にプロ野球の話などをしているうちに、30分以上が過ぎた。私は料金を払って店を出ると、足早に日高の家に向かった。門の前まで行くと、ちょうどタクシーからリエさんが降りるところだった。私が声をかけると、 彼女は笑顔でいられてくれた。が、屋敷の方に目を向けると、すぐにその顔が不安そうに曇った。本当に真っ暗だわ。と彼女は言った。まだ帰ってないみたいですね。でも出かける予定なんて、ないはずなのに。バックから鍵を取り出しながら彼女は玄関へと歩いた。私も彼女の後に続いた。玄関の鍵はかかっていた。 それを外して中に入り、リエさんはあちこちの明かりをつけた。室内の空気は冷えていた。人のいる気配はない。リエさんは廊下を歩き、日高の仕事場のドアノブに手をかけた。ドアには鍵がかかっていた。出かけるときには、いつも鍵をと私は聞いた。彼女は鍵を取り出しながら首をひねった。最近は、 あまり書けなかったんですけど、鍵を外し、そのままドアを開いた。仕事場の中も電気がついていなかった。しかし真っ暗ではなかった。パソコンのスイッチが入ったままで、デスクトップのモニター画面が光を放っていた。リエさんは壁を手で探り、蛍光灯のスイッチを入れた。部屋の中央に、足をこちらに向けて倒れている日高の姿があった。 コンマ何秒か空白の時が流れ、リエさんが無言で駆け寄った。だが彼女は途中で足を止め、口元を両手で覆ったまま、全身を硬直させた。その間、一言も発しなかった。私も恐る恐る近づいた。日高はうつ伏せの状態で首をねじり、左の横顔を見せていた。その目は薄く開かれていた。死者の目になっていた。 死んでいる。と私は言った。リエさんがゆっくりと崩れ落ちていった。床に膝をつくと同時に、胃袋の底からこみ上げてくるような泣き声を発し始めた。3。警視庁から来た捜査員たちが現場検証をしている間、私とリエさんは応接まで待っていた。ただし応接間とは言っても、 ソファもテーブルもない。雑誌が詰まっているという段ボール箱にリエさんを座らせ、私は熊のように歩き回ったり、時折廊下から顔を出して見聞の様子を伺ったりした。リエさんはずっと泣いていた。私の腕時計は午後10時半を示していた。ノックの音がしてドアが開いた。サコダ警部が入ってきた。 50歳になるかならぬかといったところの落ち着いた物腰の男だ。しばらくこの部屋で待っているよう我々に言ったのもこの人物だった。どうやら捜査の指揮をとっているらしい。少しお話を伺いたいのですが、よろしいですかな警部はリエさんの方をちらりと見た後は私に向かって尋ねてきた。私は構いませんが、私も大丈夫です。 リエさんがハンカチで目の下を押さえながら言った。やや涙声ではあったが、しっかりした口調だった。今日の昼間に日高が彼女のことを気の強いところがあると言っていたことを私は思い出した。では少しだけ。迫田警部は立ったままで我々が死体を発見するに至った経過を質問してきた。話の流れから、 私は藤尾都のことを話さざるを得なかった。あなたのところに日高さんから電話がかかってきたのは維持頃ですか ?6 時過ぎだったと思います。その時日高さんは、その藤尾という女性のことを何か言いましたかい,いえ、ただ話があると言っただけです。では他の要件かもしれないわけだ。そうなります。それについて何か心当たりは ありません。警部はうなずき、次にリエさんの方へ顔を巡らせた。藤尾という人が帰ったのは2時頃ですか ?5 時過ぎだったと思います。その後、ご主人と話をされましたか少し話しました。ご主人の様子はどうでした藤尾さんとの話し合いがうまくいかず、ちょっと困った様子でした。 でも心配することはないと、私に入りました。その後あなたは家を出て、ホテルに向かわれたわけですね。そうです。ええー、と、今夜と明日の夜、クラウンホテルに泊まり、あさってカナダに出発される予定だったのですね。ところがご主人は仕事が片付かず、こちらの家に残られたと。自分でメモした内容を見ながら行った後、彼は顔を上げた。 このことを知っていたのは誰と誰ですか私と。リエさんはこちらを見た。もちろん僕も知っていました。それ以外には聡明者の人間かな。日高が今夜仕上げる予定だった原稿は、聡明者に渡す分であることを私は説明した。でも、そういう根拠で犯人を特定するのは。ええ、わかっています。 これは参考までにお伺いしただけです。坂田警部は、ほんの少しだけ頬の肉を緩めた。この後彼は、最近家の周りで怪しい人物を見かけたことがないかというようなことを、主にリエさんに対して質問した。覚えがないというのが彼女の答えだった。私は今日の昼間に庭で見た主婦のことを思い出していた。言うべきかどうか迷ったが、 結局黙っていた。猫が殺されたからと言って、その復讐に人殺しをするというのは、いくら何でも馬鹿げた妄想だと思った。質問が一通り終わると、部下に自宅まで送らせますと警部は私に言った。私はリエさんのそばにいてやりたいと思ったが、警部の話では、彼女の実家に連絡してあるから間もなく迎えが来るはずだということだった。 日高の死体を発見した時のショックが徐々に収まってくるにつれ、疲労がじわりじわりと押し寄せてきているのも事実だった。これから電車に乗って帰らねばならないかと思うと、正直げっそりしてしまう。私は警部の言葉に甘えることにした。部屋を出ると、まだ多くの捜査員が残っていて、廊下を歩き回っていた。仕事場のドアが開いたままだが、中は見えない。 死体は運び出されたのだろう。制服を着た若い警官が私を呼びに来た。彼は私を門の前に止まっているパトカーのところへ案内した。パトカーに乗るのはスピード違反で捕まった時以来だななどと関係のないことを思い出した。パトカーのそばに男が一人立っていた。背の高い男だった。光線の具合で顔がよく見えない。 その男が言った。お久しぶりです。野々口先生。え私は足を止め、男の顔を確かめようとした。男が近づいてきて、影の中から顔も現れた。眉と目の間隔が狭く、彫りの深い顔だった。知っている顔だとまず私は思い、その後から記憶がよみがえってきた。あ、君は。 覚えておられますか覚えてるよ。ええと、頭の中で確認してから言った。加賀君だったね。ええ、加賀です。彼は丁寧にお辞儀をしてきた。その説はどうも。いや、こちらこそ。私も頭を下げた。それから改めて彼を見た。10年ぶり、いや、もっと長くなるか。 精悍な顔つきに一層磨きがかかったようだ。警察官に転職したとは聞いていたけれど、こんなところで会うとはね自分も驚きました。最初は人違いかとも思ったんですが、名字を伺って確信しました。珍しい名字だからね。それにしても、私は首を振った。すごい偶然だな。車の中で話しましょう。 お送りしますよ。パトカーというのが不粋ですが、そう言って彼はパトカーの後部ドアを開けてくれた。同時に先ほどの制服警官が運転席に乗り込んだ。加賀教諭は、私がかつて教鞭をとっていた中学へ、新卒で赴任してきた社会科の教師だった。彼もまた多くの新任教師と同様、気迫と熱意にあふれて見えた。 剣道の達人でもあり、剣道部を率いる姿は、そんな彼の情熱をさらに浮き彫りにしていた。その彼がたったの2年で教職を捨てることになったのには、様々な事情が絡んでいる。そのことに関する私の見解は、彼自身には何も責任がないというものである。ただこういうことは言えるだろう。人にはそれぞれ向き不向きというものがある。 教師という仕事が彼に向いていたかどうかということになると、首をかしげざるを得ない。もちろんこれには、その時の世の流れというものも深く関わっている。野々口先生は、今はどちらの学校に車が走り出して間もなく、加賀教諭が訪ねてきた。いや、もはや教諭というのはおかしい。加賀刑事と表すことにしよう。 私は首を振った。ついこの間まで地元の第三中学にいたんだけど、この3月で辞めたんだ。加賀刑事は意外そうな顔をした。そうだったんですかじゃあ、今は何をうん。照れくさい話なんだけどね、子供向けの小説を書いている。ああ、なるほど。彼はうなずいた。 それで日高邦彦さんとも付き合いがあるわけですかいや、それは少し違うんだ。私は自分と彼が幼馴染みであることや、彼のコネで今の仕事にありつけたということを説明した。かが刑事は納得したように首を動かしながら聞いていた。私は、坂田警部からは何も聞いていないのかなと少し不思議に思った。これらの話は、 さっき警部にはしてあるからだ。教師を続けながら小説をお書きになっていたわけですかそういうことになるね。と言っても年に2回30枚程度の短編を書いていただけだよ。でも本格的に作家を目指してみようという気になってね。それで思い切って学校を辞める決心をしたわけだ。そうですかそれはすごい決断でしたね。 加賀刑事は感心したように言った。自分の経験と照らし合わせているのかもしれない。無論、20代前半で転職するのと40歳を目前にしてそれをするのとでは大きな差がある。程度のことは彼にもわかっているはずだった。日高邦彦という人は、どういう小説を書いてきた人なんですか私は彼の顔を見た。加賀君は、 日高国彦を知らないのかい。すみません。名前を聞いたことはあるんですが、本を読んだことはないんです。最近は特に読書から遠慮くなりました。忙しいんだね。いや、怠慢なだけです。月に2、3冊は読もうと思っているんですが、彼は頭に手をやった。最低でも月ツに2。 三冊の読書は必要これは私が国語教師だった頃の口癖だ。加賀君がそれを覚えていて、こう言ったのかどうかはわからない。私は日高について簡単に説明をした。デビューして約10年になること、その間に某文学賞を受賞し、今では数少ないベストセラー作家の一人であること。 作品は純文学の範疇に入るものからエンターテインメントまで多岐にわたっていることなどだ。私でも読めるものはありますか加賀刑事は聞いた。例えば推理小説のようなものとか。少ないけれど、あるよ。私は答えた。参考までにタイトルを教えていただけますかそうだな。私は夜行中という題名を教えた。 ずいぶん昔に読んだものだから、内容についてはよく覚えていないが、殺人を扱ったものであることは間違いない。日高さんは、なぜカナダに住もうと思われたんでしょうか。理由はいろいろあるみたいだけど、やっぱり少し疲れたんじゃないかな。海外でしばらくのんびりしたいということは、もう何年も前から言ってたんだよ。バンクーバーは、リエさんがお気に入りの土地らしいね。 リエさんというのは奥さんですね。まだ随分お若く見えましたが。先月入籍したばかりだよ。彼の方は再婚なんだ。そうでしたか前の奥さんとは離婚をいや、交通事故で亡くなったんだ。もう5年になるかな。話しているうちに、話題の主である日高邦彦はこの世にもいないのだという思いが。 改めて胸に迫ってきた。彼は一体私に何を相談したかったのだろう。もし私が、大して重要でもない打ち合わせを早々に切り上げて、もっと早くに会いに行っていたら、彼の死を食い止めることができたかもしれない。考えても仕方のないことと思いつつ、悔やまずにはいられなかった。小説のモデルにされたということで、藤尾という人が抗議しているという話ですが、 加賀くんが言った。他に何か、日高さんが面倒に巻き込まれていたようなことはありませんでしたか小説絡みのことでもいいですし、私生活に関することでも結構ですが。さあ、心当たりはないけどな。答えながら私は気づいた。これは事情聴取なのだ。そう思うと、前でハンドルを握っている警官がずっと無言なのも不気味だった。 ところで、加賀刑事は手帳を開いた。西崎奈美子という名前をご存知ですかえ他には長野哲司中根はじめという名前もありました。ああ、それは。了解してうなずいた。氷の扉の登場人物だね。日高が現在月刊誌に連載中の小説だよ。言いながら、 あの連載はどうなるのだろうなどと考えた。亡くなる直前まで、日高さんは、その小説のお仕事をなさっていたようです。そういえばパソコンの電源が入ったままだった。あの画面に、その小説が打ち込まれていました。なるほど。私はふと思いついたことがあって、かが刑事に質問した。小説はどのぐらい書いてあったのかな どのぐらいと言いますと何枚ぐらいという意味だよ。私は彼に、日高が今夜中に30枚書かねばならなかったことを話した。パソコンの書式が原稿用紙とは違ってましたから正確なところはわかりませんが、少なくとも1枚や2枚ではありません。それが何枚あるかによって、犯行時刻が推定できるんじゃないかな僕が日高屋を出た時点では、 彼はまだ仕事に手をつけていなかったから。そのことは我々も考えています。ただ現行というのは、一定の速度でかけるというものでもないでしょう。それはそうだけど、少なくとも最高スピードには限界があると思うよ。日高さんなら、どのぐらいでしょう。さあどうかな。前に一度、一時間に4枚程度と話していたことがある。 すると急いでも六枚ぐらいですかそんなものじゃないかな。私の言葉を受けて、加賀刑事は少し黙り込んだ。頭の中で何か計算しているらしい。何か矛盾でもと私は聞いた。さあ、まだわかりません。加賀刑事はかぶりを振った。パソコンに残っていた小説が、 今回の連載文だということも確認していませんし。ああ、そうか。これまでに発表した文をパソコンの画面に呼び出していただけかもしれないわけだ。その点については明日出版社に問い合わせる予定です。私は素早く考えを巡らせた。リエさんの話によると、藤尾都が帰ったのは5時頃らしい。 そして私のところへ日高からの電話がかかってきたのが6時過ぎその間執筆を続けていれば5枚や6枚は書いていただろう問題はその他に何枚あるかだええとこういうことは捜査上の秘密かもしれないが私は加賀刑事に聞いてみた死亡推定時刻というものがあるだろう警察ではいつ頃と見ているのかな それは確かに捜査上の秘密です。加賀刑事は苦笑した。でもまあいいでしょう。詳しいことは解剖の結果次第ですが、5時から7時の間というのが我々の見解です。多分大きくは狂っていないはずですよ。私が6時過ぎに電話をもらっているわけだから。ええ。そうなると、6時から7時の間ということになりますね。 なんということだ。つまり、日高は、私との電話を終えた直後に殺されたということになるのだ。日高は、どういう殺され方をしていたんだろう。この私のつぶやきに、加賀刑事は、けげんそうな表情を見せた。死体発見者のセリフにしては、おかしいと思ったのだろう。しかし私は本当に、彼がどういう死に方をしていたのか、覚えていないのだ。告白すると、 怖くて静止できなかったのである。そのことを打ち明けると、彼も合点がいったようだった。これもまた解剖の結果待ちですが、一口で言うと考察ということになります。考察というと首を絞められたのか、紐か何かで電話のコードが首に巻きついていました。なんと、それともう一つ外傷があります。後頭部を殴られたようです。 現場に転がっていた真鍮製の文鎮が狂気になったと見ています。後ろから殴って気を失ったところを考察したと。今のところそう見ています。加賀刑事はそう言ってから声を潜めた。以上のことは発表されると思いますが、それまでは公外なさらないでください。ああ、それはもちろん。やがてパトカーは私のマンションの前に到着した。 送ってくれてありがとう。助かったよ。私は例を述べた。こちらこそ、いろいろと参考になりました。ではこれで。私は車から降りようとした。だがその途中で、あ、ちょっと。と加賀刑事が呼び止めてきた。小説が載っている雑誌名を教えていただけますかそれで私は聡明者の月刊誌名を言った。 だが彼は首を振った。野々口先生の小説が載っている雑誌ですよ。私は照れ隠しに顔をしかめてから、ややぶっきらぼうに雑誌名を言った。加賀刑事はそれを手帳にメモしていた。部屋に戻ったが、しばらくぼんやりとソファに座っていた。今日一日の出来事を思い出してみるが、とても現実に起こったこととは思えなかった。一生のうちでも、 こんな日は何度も来ないだろう。そう思うと、悲劇的な一日であったにもかかわらず、眠るのが惜しいような気もした。いや、眠ろうと思っても、今夜はおそらく無理だろう。そのうちに私は一つのアイデアを思いついた。この体験を記録しない手はない。友人が殺されるというドラマを自分の手で書き残しておこう。 この手記が書かれることになった行きは、そういうものである。真相が暴かれるまで書き続けようと、今は考えている。4。日高の死は、長官に早くも乗っていた。昨夜はテレビを見なかったが、この文ではニュースでも大々的に報じられていたのかもしれない。 最近は11時を回ってからでもニュース番組がある。新聞では簡単な見出しが一面の端に出ており、事件の詳細は社会面で取り上げられていた。日高家の写真が大きく掲載され、その横に雑誌用に撮影したと思われる日高の顔写真があった。記事の内容は事実をほぼ忠実に伝えたものだった。ただし死体発見については、 家の明かりが消えているという知人からの知らせを受け、妻のリエさんが自宅に戻ったところ、1階にある仕事場で日高さんが倒れていた、となっているだけだから、発見者はリエさん一人だと読者は誤解するかもしれない。私の名前はどこにも出ていなかった。記事の伝えるところでは、警察は流しの犯行と顔見知りの犯行の両面で捜査していく見込みだということだ。 玄関の鍵がかかっていたから、多分犯人は仕事場の窓から出入りしたのだろうと見られている。新聞を閉じ、とりあえず朝食の準備をしようと立ち上がった時、チャイムの音がした。時計を見ると、まだ8時過ぎだ。こんな早い時間に人が訪ねてくる予定はない。私は、普段は使うことの少ないインターホンの受話器を取った。はい。あ、 野々口先生ですか女の声がした。やけに息が乱れている。そうですけど。朝早く申し訳ございません。XX テレビのものなんですが、昨夜の事件についてちょっとお話を伺えませんでしょうか。驚いた。新聞には名前が出ていなかったが、すでにテレビ局の連中は私が発見者であることを嗅ぎつけているのだ。 ええと。対応を考えた。軽率に喋るわけにはいかなかった。どういうことでしょうか。昨夜、日高邦彦さんが自宅で殺された事件についてなんです。奥様のリ恵さんと一緒に死体を発見されたのが、野々口先生であると聞いているんですが、それは事実なんでしょうか。多分、ワイドショーの女性レポーターだと思われるが。 私のことを先生などと平気で呼べる神経には、ちょっとしらけさせられた。だがともかく、このように尋ねられては嘘をつくわけにもいかなかった。ええ、事実です。と私は答えた。連中の盛り上がる雰囲気が、ドア越しに伝わってきた。先生はどういったご用で、日高さんのオタクをお尋ねになったわけですかすみませんが、 必要なことはすべて警察に話してあります。お屋敷の様子を見て、おかしいと思ってリエさんに連絡されたそうなんですが、具体的にどういったところがおかしいと思われたんですか警察の方で聞いてください。インターホンを切った。話には聞いているが、テレビの連中の取材というのは、なるほど無礼なものだ。昨日の今日で、 こちらがまだ人前で話などする気になれないことを理解できないのだろうか。今日は外出しないでおこうと決めた。日高屋のことが気になるが、現場に近寄るのは、どうせ無理だろう。だが牛乳を電子レンジで温めていると、またチャイムが鳴った。テレビ局のものですが、ほんの少しだけお話を伺えませんか今度は男の声だ。全国の方が、 詳しい情報を知りたがっているんですよ。日高の死という悲劇がなければ、思わず苦笑してしまいそうな大げさなセリフだ。僕はただ見つけただけだから。でも日高さんと親しくしておられたのでしょう。それはそうだけど、事件について詳しく話すようなことはないよ。でもちょっとだけ。男は食い下がった。私は吐息を吐いた。 いつまでも部屋の前でたむろされたりしたら、近所の人の迷惑になる。目下のところ、それが一番の気がかりだった。私はインターホンの受話器を置き、玄関へ出て行った。ドアを開けると、一斉にマイクが差し出された。結局午前中はインタビュー攻めで潰れてしまい、朝食も満足に取ることができなかった。それで昼過ぎになってから、 ワイドショーを見ながらインスタントのうどんを食べていると画面に自分の顔が大写しになったので思わずむせてしまった。今朝取られた分が早速放映されているのだ。小学校時代からのお付き合いという話なんですが野々口さんから見て日高さんはどういう方でしたか女性レポーターがけたたましい声で質問している。この質問に画面の中の私は やたら考え込んでいる。自分では気づかなかったが、沈黙の時間が意外に長く、映像としては間延びしていた。多分編集が間に合わなかったのだろう。周りのレポーターたちガジレッたそうにしているのが、こうして両面を見ているとよくわかる。個性の強い男だったと思いますね。画面の中の私がようやく言葉を発した。 すごくいい人間だと思うこともあれば、結構冷酷なところもあって驚いたりもした。まあ大抵の人間はそうなのかもしれないけど。冷酷というのは、例えばどんなことがあったんですか例えば、そう言ってすぐに私は首をひねった。いや、すぐには思い出せないし、そんな話は今ここではしたくありませんね。この時私の脳裏にあったのは、 日高が猫を殺したことだったが、公共の電波に乗せられる話ではなかった。日高さんを殺した犯人に何か言いたいことはありますかいくつかやや俗っぽい質問をした後で、女性レポーターがお決まりのセリフを言った。特にありません。というのが私の答えだった。レポーターたちはがっかりしたようだ。この後はスタジオの司会者が、 日高のこれまでの作家活動について解説を始めた。様々な世界を描いてきた背景には、作家自身の複雑な人間関係が横たわっているに違いなく、今回の事件もそういったことから派生しているのではないか、そんな風に話を持っていきたい、様子だった。そして最近日高が関わっているトラブルとして、金量値という作品のことで、 モデルとなった男性の遺族が抗議していることを挙げていた。もっとも、昨日その遺族である藤尾都が日高家を訪れたことまでは掴んでいないようだ。司会者だけでなく、たまたまゲストで参加しているだけのタレントまでもが、日高の死について好き勝手なことを喋り出した。私はなんだか嫌気がさしてきてテレビのスイッチを切った。 大事件について情報を得たければ NHK が一番なのだろうが、あいにく日高の死は、公共放送が特番を組むような出来事ではないのだ。電話が鳴った。今日はこれで何度目だろうか。万一仕事に関わることならまずいと思って、必ず受話器を取るのだが、これまでのところ全てマスコミからのものだった。はい、野の,の口ですが。ややぶっきらぼうな口調になった。 もしもし、日高です。しっかりとした声は、紛れもなくリエさんのものだった。ああ、これはどうも。こういう場合に何と言えばいいのか、とっさに思いつかない。あれからどうなりました。妙な質問だが、こう聞くより仕方がなかった。私は昨日は実家に泊まりました。いろいろなところへ連絡しなきゃいけないとは思ったんですけど、 とてもそんな気力が出なくて。そうでしょうね。今はどちらに自宅にいます。今朝、警察の人から連絡があって、現場を見ながら改めて話を聞きたいということでしたから。それは終わったんですか終わりました。警察の人はまだいらっしゃいますけど。マスコミがうるさいでしょう。ええ。でも出版社の人や、 主人と付き合いのあったテレビ関係の人たちが来てくださって対応してくださるので、随分助かっています。そうですか。それは良かったと言いかけて、飲み込んだ。昨夜夫を亡くしたばかりの未亡人に言うセリフではない。それより野々口さん、テレビの人に押しかけられたりして迷惑しておられるんでしょう私、自分では見ていないんですけど、 出版社の人から教えてもらって、それでとても申し訳ないと思ってお電話したんです。そうだったんですかいや、僕のことなら大丈夫です。取材構成も一段落しました。本当にすみません。心底からわびている口調だった。今この世で最も悲しい人間の一人であるはずなのに、他人のことを思いやれる精神力に私は敬服した。 強い女性なのだな。改めてそう思う。何かお手伝いすることはありませんか遠慮なく言ってくださって結構ですが。い,いえ、主人の親類や、私の母も来てくれましたし、大丈夫です。そうですか。日高に二つ年上の兄さんがいたこと、その兄さん夫婦が年老いたお母さんを引き取っていることなどを私は思い出した。 でももし何か僕にできることがあったら言ってください。ありがとうございます。ではこれで失礼させていただきます。わざわざどうも。電話を切った後、しばらくリエさんのことを考えた。彼女はこれからどうやって生きていくつもりだろう。まだ若いし、実家は運送業を営んでいて経済的には豊かだと聞いているから、生活していく分には困らないだろうが。 ショックから立ち直るにはかなり時間がかかるのではないだろうか。何しろ結婚して1ヶ月なのだ。リエさんはかつて、日高の小説の熱狂的ファンの一人に過ぎなかった。それがある時仕事を通じて本人と出会う機会があって、それ以来個人的に付き合うようになったのだ。つまり彼女は昨夜、とても大切なものを二つ同時になくしたことになるなと私は思った。 一つは夫、そしてもう一つは、作家日高邦彦の新作だ。そんなことを考えていると、また電話が鳴った。ワイドショーに出てくれないかという依頼だったが、即座に断った。5。加賀刑事がやってきたのは、夕方の6時過ぎだった。インターホンのチャイムに、 またしてもマスコミの連中かとうんざりしながら出てみると、彼だったのだ。ただし一人ではなく、彼より少し若いと思われる、牧村という刑事を連れていた。申し訳ありません。に、さん聞きしたいことがありまして。そういうこともあるだろうとは思っていたよ。さあ、上がってくれ。だがかが刑事は靴を脱ぐ素振りを見せず、お食事中じゃなかったんですか と聞いた。いや、まだなんだ。何か食べようかと思ってたところではあるんだけど。だったら、外で食事しませんか実を言いますと、聞き込みに忙しくて、昼飯も食ってないんです。なあ。かが刑事に同意を求められ、牧村刑事もおどけたくしょうをこちらに見せた。ああ、いいよ。じゃあ、どこにしようかな。 とんかつのうまい店があるけど、そこでもいいかい。我々はどこでもいいですけど。そう言ってから何か思い出したような顔をし、かが刑事は後方を親指で刺した。この先にファミリーレストランがありましたね。先生が昨日の夜に行かれたというのは、あの店ですかそうだよ。あそこにするかいそうしていただけますか あそこなら近いし、コーヒーも飲み放題だし。いいですね。牧村刑事が調子を合わせるように言った。僕は構わないよ。じゃ、支度をしてくるから。彼らを待たして服を着替える間、加賀くんがあのレストランに誘ってきた理由を考えた。何か理由があってのことだろうか。それとも、彼が言うように、単に近くてコーヒーを飲めるからか。 結局答えが見つからぬまま、私は部屋を出ていた。レストランではエビドリアを注文した。加賀刑事と牧村刑事は、ラムステーキとハンバーグのセットメニューを、それぞれ頼んだ。例の小説ですが、ウェイトレスが去ってから加賀刑事が唇を切った。ほら、日高さんのパソコンに残されていた小説ですよ。氷の扉というタイトルの、 うん、わかっている。あれが昨日書かれたものか、それともすでに発表された文化画面に呼び出されていただけなのか、調べるという話だったね。はっきりしたのかい。わかりました。どうやら昨日書かれたわからしいです。聡明者の担当の人に伺ったところ、これまでに連載された文に、見事に繋がるという話でした。じゃあ殺される直前まで、 頑張って仕事をしていたわけだね。カナダへの出発が迫っていただけに、日高としても必死だったのだろう。いつもの彼なら、なんだかんだと理由をつけて、編集者を待たせることも平気だろうが。ただ、ちょっとおかしいことがありましてね。加賀刑事は身を少し乗り出し、右肘をテーブルに乗せた。おかしいというと原稿の枚数です。 400字詰めに換算したところ、27枚分もありました。執筆を始めたのが、藤尾さんがお帰りになった直後の5時過ぎだとしても、ちょっと多すぎるように思うんです。昨夜野口先生から伺った限りでは、日高さんの執筆速度は1時間にせいぜい4枚から6枚ということでしたよね。27枚分か。それは確かに多いね。 私が日高の家に行ったのが8時だから、仮にその直前まで日高が生きていたとしても、1時間に9枚のペースで書いたことになる。すると、と私は言った。彼が嘘をついたのかもしれないね。嘘というと本当は昨日の昼間の時点で、10枚か20枚は書いてあったのかもしれない。でも彼特有のポーズで、 まだ一枚も書いていないというようなことを言ったんじゃないかな。出版社の人もそういう意見でした。だろうね。私はうなずいた。しかし、リエ夫人が家を出るとき、日高さんは自分がホテルに行くのは多分深夜になるだろうとおっしゃっているんです。ところが実際には遅くとも8時までに27枚書き上げている。 氷の扉の連載1回分は30枚前後という話ですから、ほぼ完成ということです。遅れたというならわかるんですが、これほど予定よりも早く仕上がるということはあるんですかあるんじゃないかな。執筆というのは機械的な作業じゃないから、アイデアが浮かびそうにないと、何時間も机に向かったままで1枚も書けないということがある。逆に、ふとひらめいたりすると、 あっという間にかけてしまう。日高さんにもそういう傾向があったね。というより、ほとんどの作家はそうじゃないのかな。そうですかもちろん自分には、その辺のことは想像がつかないのですが、加賀刑事は乗り出していた身体を元の位置に戻した。枚数にこだわる理由がよくわからないな。と私は言った。要するに、 リエさんが家を出るときには、まだ小説は出来上がっておらず、死体が見つかったときには、ほぼ完成していたと言うんだろう。つまり、日高は殺されるまでの間に、何がしかの仕事をした。ただそれだけのことじゃないのかな。そうかもしれません。かが刑事は頷いたが、まだ特進のいかぬ風でもあった。刑事というのは、 どんな些細なことでも根ばっこく調べねば気が済まないものらしいなと、かつての後輩教師を見て思った。ウェイトレスが料理を運んできた。それで少し話が中断した。ところで、日高の遺体はどうなったのかな。と私は聞いてみた。解剖をするとか言ってたけど、今日行われました。そう言ってから加賀刑事は牧村刑事を見た。 君、立ち会ったんじゃなかったっけい,いえ、自分は違います。立ち会ったなら、こんなもの食ってません。ハンバーグをフォークで突き刺して、牧村刑事は顔をしかめた。それもそうだな。とかがくんも苦笑した。解剖が何かいや、死亡推定時刻は判明したのかなと思って。自分はまだ解剖所見を詳しくは見ていないのですが、 はっきりしているはずです。それは正確なものなのかな何に基づいて判定したかによります。例えば、言いかけて彼はかぶりを振った。いや、やめておきましょう。どうしてエビドリアがまずくなりますよ。私の皿を刺していった。なるほど。私はうなずいた。それじゃまあ、聞かないでおこう。 それがいいというようにかが刑事は、こっくりと顎を引いた。食事中は、彼は事件のことは口にしなかった。もっぱら、私の各児童向け読み物について尋ねてきた。最近はどういう傾向のものが読まれるかとか、読書離れについてどう思うかといったところだ。売れる本というのは、文部省の推薦図書になったもので。 読書離れは親の影響が強いというようなことを私は話した。要するに今の親は自分では全く本を読まないくせに、子供には読ませなきゃいかんと思っているわけだ。ところが自分に読書の習慣がないものだから、何を読ませていいのか検討がつかない。で、結局お役所が進める本を当てがうことになる。ところがそんな本はお堅いばかりで少しも面白くないから、 子供は本嫌いになる。そういう悪循環が延々と繰り返されていると考えていいんじゃないかな。こんな私の話を二人の刑事はステーキを口にしながら感心したような顔で聞いていた。どこまで真剣に聞いているのかはわからない。彼らが注文したものはセットメニューだったので最後にコーヒーがついてきた。私はホットミルクを追加注文した。 タバコをお吸いになりますよね。灰皿に手を伸ばしながら加賀刑事は聞いた。いや、結構。と私は答えた。あ、おやめになったんですかうん、二年ほど前にね。医者に止められた。胃を悪くしたものだから。そうですかそれなら禁煙席にすればよかった。彼は灰皿に伸ばしかけていた手を引っ込めた。 作家の方というと、タバコを吸うというイメージがありますから。日高さんもヘビースモーカーだったらしいですね。ああ、そうだね。仕事中の彼の部屋は、まるで虫の駆除でもしているかと思うほどだったよ。昨夜、死体を発見した時はどうでしたか部屋の中に煙は残っていましたかどうだったかな何しろ動転していたから。 ミルクを一口飲んで考えた。やっぱり、少し煙が残っていたね。うん、そうだったと思う。そうですか。加賀刑事もコーヒーカップを口元に運んだ。それから野空に手帳を取り出した。一つ確認しておきたいことがあります。八時に日高屋に行かれた時のことです。うん。あの時、野々口先生は、 インターホンを押しても返答がないし、家の明かりが全部消えているので、リエ夫人が宿泊しているホテルに電話したということでしたね。そうだよ。その明かりのことなんですが、加賀刑事はまっすぐにこちらを見た。本当に全部消えていましたか消えていたよ。間違いなく、彼の目を見返して答えた。でも仕事場の窓は、 門の方からじゃ見えないでしょう。庭の方にお回りになったんですかいや、庭には回ってない。でも仕事場に明かりがついてないことは、門のところからちょっと首を伸ばせばわかるんだ。そうなんですか加賀刑事は少し不審そうな顔をした。仕事場の窓のすぐ前に大きな八重桜がある。仕事場に明かりがついていたら、 その桜がはっきりと見えるんだよ。ああ、なるほど。加賀刑事は牧村刑事とうなずきあった。それでわかりました。これがそんなに大きな問題なのかい,いいえ、単なる確認と考えてください。こういうところを曖昧に報告すると上司に叱られるものですから。厳しいんだね。どの世界も同じです。加賀刑事は、 かつての教師時代を彷彿させる笑顔を見せた。ええとそれで、捜査の方はどうなんだい。何か分かったのかい。二人の刑事を交互に見て、最後に加賀刑事の顔に視線を落ち着かせた。まだ始まったばかりですからね。加賀刑事は穏やかにそう言った。捜査のことは喋れないと、案にほのめかしているのだろう。テレビでは、流しの犯行。 というのかな。そういう可能性もあるようなことを言ってたけど、つまり盗みが目的で侵入したところを日高に見つかり、思わず殺してしまったというわけだ。その可能性もゼロではないです。というと、あまり考えてはいないのかい。そうですね。加賀刑事は隣の後輩をちょっと気にしたようだ。個人的には、その可能性は少ないと思っています。 どうして空き巣狙いというのは、普通玄関から侵入するんです。それなら万一見つかっても、何とでも言い逃れができますからね。そうして玄関から出ていく。ところが日高家の玄関には、お承知の通り鍵がかかっていました。犯人がわざわざ鍵をかけていくはずはないか。日高屋の鍵は三つで、二つはリエ夫人が持っていましたし。 残る一つは日高さんのズボンのポケットに入っていました。でも窓から出入りする泥棒というのもいないことはないんだろう。いますが、それはかなり計画性の濃い犯行です。事前に下調べをして、家人が逸つスになるか、通りから目撃されることはないか、そういうことを確認した上で実行するんです。その線はないのかい。だって、 加賀刑事は白い歯を覗かせた。下調べをしたなら、あの家には何も残っていないことがわかっているはずでしょう。あ私は口を開けた。そうか。と二人の刑事を見た。牧村刑事も薄く笑っていた。自分は。と言って加賀刑事は、やや躊躇するように言葉を切った。それから改まった口調で続けた。 顔見知りの犯行だと考えています。ほう、穏やかじゃないね。ここだけの話ということで。彼は人差し指を唇に触れさせた。うん、それはもう。私はうなずいた。それから彼は牧村刑事にめくばせした。若い刑事は伝票を持って立ち上がった。あ、いや、ここは僕が。い,いえ。 と言って加賀刑事は手を出して押し止めた。こちらがお誘いしたわけですから。でも経費にはならないんだろう。なりません。単なる晩飯ですから。悪いね。お気になさらないでください。しかし、私はレジの方を見た。牧村刑事が感情を払っている。やがて彼の様子が少しおかしいことに私は気づいた。 レジ係の娘に何か話しかけている。娘はこちらを見て彼に何か答えている。申し訳ありません。かが刑事がレジの方は見ず顔をこちらに向けたまま言った。表情もこれまでと全く変わっていない。アリバイ確認をさせてもらっています。僕のはい。小さくうなずいた。同事者の大島さんには すでに確認を取ってあります。でも裏付けを取れるところは全部取ってしまうというのが警察のやり方なんです。ご容赦ください。それでこの店に。同じ時間帯でないとウェイトレスが違ってしまいますから。なるほどね。私は心の底から感心した。牧村刑事が戻ってきた。加賀刑事は彼に聞いた。 計算は合って高いええ、合ってました。それはよかった。そう言ってから加賀君は私を見て一瞬目を細めた。今回の事件のことを記録しているというと、加賀刑事は強い関心を示した。レストランを出て少し歩いてからのことだった。こんな話を出さなかったら私のマンションの前でそのまま別れていたはずだった。 こんな経験は多分一生しないだろうと思うから何らかの形で記録しておこうと思ったわけだよ。まあ、作家根性だと思ってもらえばいい。すると加賀君は少し考えるように黙り込んでからこう言った。それを見せていただくわけにはいきませんか見せる君に書いいや、でも人に読ませるつもりで書いたものじゃないから。 お願いします。彼は頭を下げた。牧村刑事も同じようにしている。よしてくれ。道端でそんなことをされたら罰が悪い。それに書いてあることは、すでに君たちに話してあることばかりだよ。それでも構いませんから。弱ったな。私は頭をかき、ため息をついた。じゃあ部屋まで来てくれるかい。 それから、ワープロに打ち込んであるものだから、プリントアウトする間、待ってもらわなきゃならないんだけど。喜んで。と加賀刑事は言った。二人の刑事は私の部屋までついてきた。私がプリントアウトを始めると、加賀刑事はそばに来て覗き込んだ。これはワープロ専用機ですね。そうだよ。日高さんの部屋にあったのはパソコンでしたね。 彼は好奇心旺盛だから。と私は言った。パソコン通信だとか、ゲームだとか、いろいろとやりたいことがあるみたいだった。野々口先生はパソコンをお使いにならないんですか僕はこれで十分だな。原稿はいつも取りに来てもらうんですか出版社の人に。いや、大抵ファックスを使うよ。そこにあるだろう。 部屋の隅に置いてあるファックス機を刺していった。電話回線は一本なので、それにコードレス電話の親機をつないである。でも昨日は取りに来てもらったんですね。加賀刑事が顔を上げていった。心なしか、彼の目の王に意味ありげな光が宿ったようだ。犯人は顔見知り先ほど彼の言った言葉が思い出された。直接会って、 打ち合わせしたいことがいろいろとあったから、昨日は特別に来てもらったんだ。私の答えに彼は黙って頷いていただけで、それ以上は何も聞いてこなかった。プリントアウトを終えると、それを彼に渡す前に私は言った。実を言うと、少しだけ隠していたことがある。そうなんですかかが刑事は、あまり驚いてはいないようだった。 読んでもらえればわかると思うよ。事件には関係ないだろうと思ったし、人に疑いを向けるようなことは口にしたくなかったものだから。日高が猫を殺した件についてだ。わかりました。そういうことはあると思います。加賀刑事たちはプリントアウトされた手記を受け取ると、何度も礼を言ってから帰っていった。さて、加賀君たちが帰ってからすぐに、 今日の文を書き始めた。つまり彼に渡した文の続きである。これもまた彼は読みたがるかもしれないが、そういうことはなるべく意識せずに書き続けようと思う。そうしなければ意味がない。6事件から2日が経っている。日高国彦の葬儀は、 彼の自宅から数キロ離れたところにある寺で行われた。出版関係者などが大勢訪れており、昇降するにも随分と並ばねばならなかった。そしてここにもやはりテレビ局の連中は来ていた。スタッフもレポーターも一応神妙な顔つきをしてはいるものの、より劇的なシーンを撮ろうと、蛇のような目をあちらこちらに走らせているのがそばからもわかった。 ほんの少しでも涙を見せる弔問客がいようものなら、すかさずカメラを向けるのだった。私は証拠を済ませると、受付のテントの横に立ち、次々にやってくる弔問客を眺めた。中には芸能人の姿もあった。日高の作品が映画化された時、彼らが出演していたことを私は思い出した。証拠の後、度胸があり、模種の挨拶となった。 リエさんは黒いスーツを着て、手にジュズを握りしめたまま、淡々と弔問客たちに礼を述べ、さらに夫への立ち切れの思いを語った。静まり返った会場のあちこちで、すすり泣きが聞こえた。リエさんの挨拶の中には最後まで、犯人という言葉も、憎いというセリフも出てこなかった。それが逆に彼女の怒りと悲しみを表しているように思われた。 質疑が運び出され、弔問客たちがぞろぞろと帰り始める頃、私は意外な人物をその中に見つけた。彼女は一人で歩いていた。彼女が寺を出たところで、私は声をかけた。藤尾さん。藤尾都は立ち止まり、振り返った。長い髪がそれに合わせて波打った。あなたは。おととい、日高の部屋でお会いしましたよね。 はい、覚えてます。日高の友人で野々口というものです。付け加えて言うなら、あなたのお兄さんの同級生でもあります。そうらしいですね。あの日、日高さんから聞きました。少しお話をしたいんですが、時間はありませんかすると彼女は腕時計を見て、それから少し遠くに目を向けた。人を待たせているんです。 私は彼女の視線の先を見た。薄緑色のライトバンが道路脇に寄せて止められていた。運転席にいるのは若い男で、こちらを向いているのがわかる。ご主人ですかい,いえ、そうじゃないんですけど。恋人らしいと私は解釈した。じゃあ、ここで結構です。いくつか教えていただきたいことがあるんですが。何ですか あの日、日高とはどういう話をされたんでしょうか。どう言うって、これまでと同じです。可能な限り本を回収することと、公の場で自分の日を認めていただくことと、内容を兄とは無関係なものに書き直してもらうことをこちらから要求しました。あの方はカナダに行ってしまわれると聞いたので、今後どういう形で誠意を見せていただけるのか、確認しておきたいという気持ちもありました。 それに対して、日高はなんと誠意を持って対応する気持ちに変わりはないけれど、これまでの自分の信念を曲げるつもりもないとおっしゃいました。つまり要求には依えられないと。暴露趣味からではなく、芸術的に高いものを目指すためなら、ある程度モデルのプライバシーに踏み込むことも仕方がないというお考えのようです。でも、あなたは納得されていない。 もちろんそうです。彼女はかすかに唇を緩めたが、笑顔と呼ぶにはほど遠かった。では結局あの日は、物別れということですかカナダで落ち着き次第、必ず連絡するし、何らかの形で話し合いを続けられるようにすると約束してくださいました。出発前でお忙しい様子でしたし、それ以上粘っても仕方がないと思ったものですから。 それでとりあえずは了解しました。日高としても、それ以上のことは言えないだろう。それで、そのまままっすぐに帰宅されたわけですかあたしですかそうです。どこにもよらずはい。うなずいてから、藤尾都は大きく開いた目で私を見つめた。アリバイをお尋ねになっているんですかいや、そういうわけでは。 私はうつむき、鼻の下を吸った。しかしこれではアリバイ確認以外の何物でもないなと、自分でもおかしくなった。彼女はため息をついた。昨日、刑事さんが見えて、今あなたがお聞きになったのと同じような質問をされました。いえ、もう少し露骨な聞き方でした。日高さんのことを恨んでいたのではないか、というように。わは。 私は彼女の顔を見返した。で、あなたは何と恨んでなんかいません。ただ死者を尊重して欲しいのだと答えました。金良地はと私は言った。そんなに気に入りませんかお兄さんのことを冒涜していますか誰にだって秘密はあります。それを公開されない権利を持っているはずです。たとえ死んだ人間でも、 その秘密を感動的だと考える人間がいた場合はどうですかその感動を世間に伝えたいと考えることはそんなに悪ですか感動的彼女は私の顔をしげしげと見つめた。そしてゆっくりと首を振った。少女を暴行した中学生の話が感動的ですか感動の背景としてやむを得ず描かなきゃならない場合もあるんです。 彼女はもう一度ため息をついた。明らかに私に見せつけたものだった。野々口さんも小説をお書きになっているんですってね。はい。子供向けですが。そんなに一生懸命日高さんのことをかばうのはご自分も作家だからですか私は少し考えてから言った。そうかもしれません。嫌な仕事ですね。 彼女は腕時計を見た。急ぎますのでこれで。キビスを返すと、待たせてあった車に向かって歩き出した。マンションに戻ると、郵便受けに一枚のメモが入っていた。例のファミリーレストランにいます。電話をください。かが。そしてレストランのものと思われる番号が添え書きされていた。私は部屋で着替えを済ませると、 電話はせず、直接レストランに行った。彼は窓際の席で本を読んでいた。本屋のカバーがついているので、表紙は見えない。私を見ると、加賀刑事は慌てて立ち上がろうとした。私はそれを手で制した。いいよ、座ったままで。お疲れのところ、すみません。彼は頭を下げて言った。今日、 日高の葬儀があったことは知っているようだ。私はウェイトレスにホットミルクを注文してから腰を下ろした。君の目的はわかっているよ。これだろう。上着のポケットから折りたたんだ紙を出し、彼の前に置いた。昨日書いた文だ。家を出る前にプリントアウトしてきたのだ。すみません。助かります。 彼は手を伸ばし、それを広げようとした。悪いけど、ここでは読まないでほしい。昨日渡した文を読んだのならわかると思うけど、君のことも書いてあるんでね。なんとなく照れくさい。私が言うと彼もにっこりした。それもそうですね。ではこれはこのまま。もう一度紙を折りたたんで、彼は上着の内ポケットに入れた。それで、 水を飲んでから尋ねた。少しは参考になるのかな、私の手記なんか。なりますね。かが刑事は即答した。耳で話を聞くだけではわからない事件の雰囲気のようなものが文章になっていると、とても把握しやすいです。できれば他の事件でも、目撃者や発見者がこんな風に書いてくれればありがたいと思います。それならいいけど、 ウェイトレスがホットミルクを運んできた。私はスプーンを使って表面に張った薄い膜を取り除いた。猫のことはどう思ったと私は聞いた。驚きました。と彼は答えた。猫の被害のことはよく耳にしますが、だからと言ってあそこまでやったという話は今までに聞いたことがありません。飼い主の主婦について調べるきかね。 上司に報告しましたから、すでに別のものが。そう。私はミルクを飲んだ。告げ口をしたようで、あまりいい気分ではなかった。その他の部分は、全部君たちに話した内容と同じだと思うけど。確かに。彼は頷いた。でも細かい部分で、とても参考になるところがありました。そんなところあったかな 例えば先生と日高さんが部屋で話をされている部分なんかです。その時日高さんはタバコを一本吸っておられる。そんなことは先生の手記を読まなければわからなかったことです。いや、本当に一本だったかどうかはわからないよ。もしかしたら二本だったかもしれない。とにかく彼がタバコを吸ったことは覚えていたから、ああいう風に書いただけで。い,いえ。 一本なんです。彼は断言した。間違いなく。ふーんそのことが事件とどう関係があるのか、私にはわからなかった。刑事には刑事独特の物の見方というものがあるのかもしれない。私は葬儀の後、藤尾都と話をしたことを加賀刑事に言った。彼は興味を惹かれたようだった。 結局聞き出せなかったんだけれど、彼女にはアリバイはあるのかな他のものが調べていますが、どうやらあるんじゃないかという話です。そうなのか。それならもう彼女のことを考える必要はないのかな先生は彼女を疑っておられるんですか疑うというほどではないけれど、まあとりあえず動機がある人間といえば、彼女ぐらいかなと思う。 動機というのは、肉親のプライバシーが侵害されたということですね。でも、日高さんを殺しても、問題は解決しないでしょう。あまりに誠意が見られなかったので、怒りに任せて行動したということも考えられるんじゃないか。しかし彼女が日高屋を出た時、日高さんはまだ生きていました。一旦自居してから、引き返したのかもしれない。殺すつもりで そう。私はうなずいた。殺すつもりで。でも、リエ夫人がまだ家にいますね。彼女が出て行くのを待って、忍び込んだのかもしれない。リエ夫人が出て行くことを、藤尾美子さんは知っていたわけですかちょっとした会話から察知していたとも考えられるだろう。かが刑事はテーブルの上で、両手の指を組んだ。 そして両方の親指をくっつけたり、離したりした。その動きをしばらくした後で言った。侵入は玄関からいや、窓からじゃないか。だって玄関には鍵がかかっている。スーツ姿の女性が窓から侵入したわけですか彼は表情を崩した。しかもそれを日高さんがぼんやり見ていたと 日高がトイレに立つのを待って忍び込めはいい。そうして彼が戻ってくるのをドアの陰で待つ。文鎮を持って加賀刑事は右の拳を小さく振り上げた。そうなるね。そして日高が入ってくるなり。私も右の拳を動かした。その文鎮を彼の後頭部に振り下ろす。なるほど。その後は ええと。私はおとといかが刑事から聞いたことを思い出しながら話を継いだ。首を絞めたわけだ。電話のコードを使って、だったね。それから逃走した。どこからもちろん窓からだよ。玄関から出たのだとしたら、僕たちが行った時に鍵が開いていたはずだから。そうなりますね。彼はコーヒーカップに手を伸ばしたが、 すでに空になっていることに気づいて、カップをそのまま置いた。でもなぜ玄関から出て行かなかったんでしょう。それはよくわからないけれど、人目につきたくなかったからじゃないか。心理的なものだよ。まあしかし、彼女にアリバイがあるのなら、こんな話も単なる空想ということになってしまうわけだけど。ええ、そうですね。と彼は言った。 彼女にはアリバイがありますから、自分も先生の単なる空想として聞かせていただきました。この彼のセリフは、私には少し意外だった。忘れてくれていいよ。でも参考になりました。面白い推理だと思います。そのついでと言っては何ですが、一つ推理していただけませんかまともな推理をする自信なんてないけど、何かね なぜ犯人は部屋の明かりを消していったのでしょうそれは君。少し考えてから答えた。留守だと思わせるためだろう。万一誰か来てもそのまま帰るだろうから死体の発見を遅らせることができる。実際僕は家が真っ暗だったものだから誰もいないと思った。すると犯人は死体の発見を遅らせたかったのですか それが犯人の心理というものじゃないのか。では、と彼は言った。なぜパソコンはつけっぱなしだったのでしょうパソコンええ。先生が部屋に入った時、画面が白く光っていた様子が、先生の手記にも書いてありました。確かにそうだけど、パソコンぐらいはつけっぱなしでもいいと思ったんじゃないか。 昨日、先生と別れてから簡単な実験をしたんです。部屋の明かりを消して、パソコンのモニターをつけてみました。するとあれは結構明るいものなんですよね。窓の外に立つと、カーテン越しにぼーっと透けて見えるぐらいです。もし本当に留守に見せかけたければ、パソコンも切っていっただろうと思うんですが。じゃあ切り方がわからなかったんだ。 パソコンを触ったことのないものなら、わからないのが普通だよ。でもモニターを消すことはできますよ。スイッチを押せばいいだけですから。もしそれもわからないなら、コンセントを抜けばいい。うっかりしたんだろう。と私は言った。加賀くんは私の顔をじっと見て、それからうなずいた。そうですね。うっかりしたのかもしれません。 それ以上は何ともコメントのしようがなく、私は黙っていた。時間を取らせて申し訳なかったと言って、彼は立ち上がった。今日の分も手記にお書きになりますかそのつもりだよ。じゃあそれも読ませていただけますね。うん、構わないが。彼はレジの方に向かいかけて、途中で立ち止まった。俺はやっぱり教師には向いていませんでしたか そう尋ねてきた。私の手記に、そんな意味のことが書かれていたからだろう。個人的な意見だよ。と私は答えた。彼は一度目を伏せ、吐息を一つついてから歩き出した。加賀君が何を考えているのか、私には全くわからない。すでにつかんでいることがあるなら、打ち明けてくれればいいと思う。疑惑の章。 加賀京一郎の記録。今回の事件において私が注目したことの一つは、犯人が凶器として文鎮を使ったということであった。言うまでもなくその文鎮は、日高邦彦の部屋にあったものである。となると犯人は、日高家を訪れた当初は、日高邦彦を殺す意思を持っていなかったということになる。はじめから殺害するつもりであったなら、 当然その手段を用意していたはずだと考えられるからである。用意はしていたが、何か都合の悪いことが生じて殺害方法を変更せざるを得なかったという考え方もあるだろうが、変更後に選んだ手段が文鎮による王だというのは、あまりに計画性に欠けると思われる。やはり犯行は突発的、衝動的なものであったと推理するのが妥当だろう。だがここで、 日高屋の閉じまりのことが気になってくる。第一発見者らの証言によると、家の玄関及び日高国彦の仕事部屋のドアには鍵がかかっていたということである。この点について日高家は次のように述べている。5時過ぎに私が家を出るとき、玄関には鍵をかけました。主人は仕事場にこもってしまうと、仮に外から誰かが入ってきても、 気づかないだろうと心配したからです。でもまさか本当にこんなことになるとは夢にも思いませんでした。鑑識で指紋を調べた結果では、ドアノブからは日高夫妻のものしか検出されなかったそうである。手袋跡も布などで拭き取った形跡もないらしい。となると玄関の鍵がかかっていたのは、日高理恵が家を出る時に施錠したままだったからと考えていいのではないか。 小、仕事場の鍵は、犯人によって内側からかけられた可能性が高い。これは玄関の場合とは違って、明らかに指紋の拭き取られた痕跡があるからである。以上のことから、やはり犯人は窓から侵入したと考えざるを得ない。だがそうなると、先ほどの内容と矛盾が生じてくるように思われる。もともと殺害の意図を持っていなかった犯人が、 窓から侵入するだろうか。何かを盗むつもりだったというのは可能性としては低い。日高屋に盗むようなものが何も残っていないことは仮に当日初めて訪れたものであってもすぐにわかるはずだからだ。この矛盾を解決する推理が実は一つある。それは犯人が日高家を当日2回訪問したというものである。 一度目は本来の目的を果たすために玄関から訪れた。その人物は一旦日高屋を自去した後、正確には自去したふりをした後、改めて二度目の訪問を行った。この時その人物はある決意を胸に秘め、窓から侵入したのだ。ある決意とは言うまでもなく、殺意を意味している。その殺意が芽生えた原因は、 その前の一回目の訪問時に生じたと考えるべきだろう。さてそうなると、事件の起こった日、誰が日高家を訪問したかということになる。今のところ判明しているのは二人だ。藤尾都と野々口周である。我々はこの二人に絞って捜査を行ってみた。だがその結果は、我々の予想に反したものだった。どちらにもアリバイがあったのである。 藤尾都は当日の夕方6時、自宅に戻っている。そのことを証言しているのは、婚約者の中塚忠夫と、彼ら二人の仲人をすることになっている上田菊夫という人物だ。来月に行う予定の、結納に関する打ち合わせをしたのだという。上田は中塚の上司であり、藤尾都とは直接の関わりはない。部下の婚約者のために、 虚偽の証言をするというのは考えにくいことである。また日高利恵の証言によると、藤尾都が日高屋を出たのは5時過ぎだが、日高屋から都の自宅までの距離や交通網を考慮すると、彼女が6時に自宅に到着したというのは極めて自然と思われる。藤尾都のアリバイは、まず完璧と見ていいだろう。次に野々口衆である。 この人物について考察するとき、多少私的な思いが入ることを否定できない。彼はかつて職場の先輩であり、私の苦い過去を知る人間の一人である。しかし、個人的なつながりを捜査に影響させてしまうようでは、この職業においても不適格者と言われなければならないだろう。私はできる限り彼と共有している過去を客観視しながら、今回の事件にあたる決意でいる。 と言っても過去を忘れるつもりはない。それは場合によっては、事件解決の大きな武器となるかもしれないからである。さて野々口修自身が主張する当日のアリバイは次の通りだ。4時30分ごろ、藤尾都が来たのを機に日高屋を出た。まっすぐに帰宅し、6時ごろまで仕事をしていた。6時に同時者の編集者である大島幸夫がやってきて、 打ち合わせを開始。少しして日高国彦より電話があり、相談したいことがあるので、8時に家に来てほしいと言われた。野々口周は大島と近くのファミリーレストランに入り、食事した後、日高家に向かった。到着したのは、ちょうど8時頃。留守のようなので不審に思い、日高家に連絡。家が来るまで、近くの喫茶店、用途。 ランプにてコーヒーを飲みながら待つ。8時40分ごろ、日高屋に戻ると、日高利恵が到着したところだった。二人で屋内に入り、死体を発見した。このように整理した限りでは、野々口州のアリバイもまた完璧に近いように思われる。同事者の大島も、妖刀の店主も、彼の言葉が正しいことを証言している。 ただし全く隙がないというわけでもない。彼のこの供述の中から日高国彦殺害のチャンスを見つけるとすれば、理恵に電話する前であろう。つまり大島と別れて日高屋を訪れた彼は、即座に日高国彦を殺害、その後いくつかの工作を行った後、何食わぬ表情で被害者の妻に電話したという推理である。 しかしこのシナリオが成り立たないことは法医学が証明してくれている。当日の昼間日高国彦は妻との買い物の途中でハンバーガーを食べているのだが、それの消化状態から推定される死亡時刻は午後5時から6時、いくら遅くても7時以降ということはありえないとのことであった。やはり野口州のアリバイは完璧だと判断せざるを得ないのか だが私は正直なところ、犯人は彼ではないかと疑っている。そのきっかけとなったのは、事件当日の夜に彼が発した、何でもない一言だ。それを聞いた瞬間から、私は彼が犯人である可能性について検討を始めた。直感によって動くのが実は極めて非効率的であることは承知しているが、今回ばかりは、それにこだわってみたわけだ。 野々口衆が今度の事件のことを記録しているというのは大変意外なことであった。仮に彼が犯人であるなら事件の細部を明らかにするそのような行為は決してしないはずだと思うからだ。だがその手記を読むうちにその考えがまるっきり逆であることに気づいた。手記は実に整然と書かれている。そして整然と書かれたものは説得力を持ちがちである。 読み進むうちに、その内容が必ずしも真実とは限らないのだということを忘れそうになる。しかしそこにこそ、野々口周の狙いが潜んでいるとは考えられないだろうか。私は想像する。犯人である彼は、なんとか警察の自分への容疑をかわそうと考えていた。彼は時間の問題で自分が疑われることを見越していたのだ。 そんな彼の前に現れたのは、かつて同じ学校で教鞭をとっていた男だった。彼はこの男を利用することにした。偽りの手記を書き、その男に読ませる。教師として未熟だった男は、きっと刑事としても不出来に違いない。このトリックにたやすく騙されるだろう。これは邪推だろうか。 知り合いだからといって捜査に市場を挟んではならないという意識が強すぎて、かえって真実が見えにくくなっているのだろうか。だがやがて私は彼の手記に隠された、いくつかの罠を発見することに成功していた。そしてまた皮肉なことに、彼以外に犯人はいないということを示す重要な状況証拠も、彼の手による記録から見つけ出せたのだった。 壁になっているのは彼のアリバイであった。しかしそれも言ってみれば彼自身が主張しているだけのアリバイという言い方もできるのだった。6時過ぎにかかってきた電話が本当に日高国彦からのものだったかどうかは誰にもわからないのだ。私は今度の事件に関するいくつかの疑問や謎を最初から点検していった。そのうちにそれらが 実に単純な一本の線につながることに気づいた。そのヒントもまた、野々口衆の手記の中に存在していたのである。私は自分の組み立てた推理をもう一度見直した後、上司に報告した。我が上司は慎重な性格の持ち主だが、私の考えに同調してくれた。上司もまた最初に会った時の印象から、野々口衆が怪しいと睨んでいたようだった。 彼の手記には書かれていないことだが、あの事件の夜、彼は異様に興奮し、やたら饒舌になっていたのだ。それらが真犯人の示す表情の数の理系であることを、上司も私も了解していた。問題は物証だな。上司はこのように言った。それについては私も同感だった。自分の推理に自信を持ってはいるが。 それが状況証拠のみに基づくものであることを認めねばならない。さらにもう一つ問題がある。それは動機であった。日高国彦についてはもちろんのこと、野々口衆についてもかなり情報を集めたつもりだが、野々口衆が日高を殺す理由は見当たらなかった。いやむしろ仕事の世話をしてもらったという点で、日高は野々口衆にとっては恩人とも言える存在のはずなのだ。 私は自分の記憶の中にある、野々口衆という人物の個性について考え直してみた。中学で国語を教えていた頃の彼は、何事につけ冷静で、すべてを決められた手順で、しかも卒なくこなしていくような人物だった。生徒の不祥事という突発的な事態に直面しても、決して取り乱したりはせず、過去の事例などを参考にして、 その時点で最も無難だと思われる道を選択する手腕に長けていた。悪く言えば自分で判断することをしないマニュアル主義者であった。彼のそうした特徴について、ある女性の英語教師が教えてくれたことがある。野々口先生は、本当は教師なんて仕事はしたくないのよ。生徒のことで頭を悩ませたり、余計なことで責任を負いたくないものだから。 あんな風にできるだけクールに物事を処理しようとするんだと思う。彼女によると野口教諭は一刻も早く教師を辞めて作家になりたいのだということだった。教師仲間の飲み会にも滅多に付き合わなかったのは家で原稿を書いていたかららしい。結果的には彼女が推察した通り野口修は作家になったが教師という職業について彼がどう思っていたかはわからない。 ただ当時彼が私に、こんな風に言ったことがある。教師と生徒の関係なんての羽ね錯覚の上で成り立っているんだ。教師は何かを教えていると錯覚し、生徒は何かを教えられていると錯覚している。そして大事なことは、そうやって錯覚しているのがお互いにとって幸せだということだ。真実を見たって、いいことなんか何もないからね。 我々のしていることは教育ごっこに過ぎないんだ。どういう体験に基づいてこのようなことを言ったのか、それについてはわからない。解決の章。野々口衆による手記。以下の文章は、かが刑事の許可を得て書くものである。この部屋を後にする前に、どうしても手記を仕上げておきたいと頼んだところ。 特別に認めてくれたのだ。だがこの局面で何のためにこんなものを書くのか彼としては理解不能に違いない。たとえ偽りの手記であっても書き始めた以上は最後まで書きたいというのが作家の本能だと言っても多分分かってはくれないだろう。しかし私としてはこの1時間ほどの経験は書き残すに足るものだと思う。 印象深い経験を記録したいというのも、作家の本能だろう。たとえ自らの破滅の記録であっても。加賀刑事がやってきたのは、本日つまり4月21日の午前10時ちょうどである。私はチャイムが鳴った瞬間から、ある予感を抱き始め、来訪者が彼であることを知った時には、その予感が現実になったことを確信した。 それでも私は動揺を隠すよう努力しながら彼を迎え入れた。突然申し訳ありません。少しお話ししておきたいことがありまして。彼はいつもと変わらぬ穏やかな口調で言った。何だいまあ上がったらどうだい。はい、失礼します。彼をソファに案内し、私は茶を入れた。どうかお構いなく、と彼は言った。それで、 話というのは湯飲み茶碗を彼の前に置きながら聞いてみた。その時に自分の手が震えていることに気づいた。顔を上げると、加が刑事も私の手元を見つめていた。彼は湯飲みには手を出さず、まっすぐにこちらの顔を見た。実は非常に辛いことを申し上げなければなりません。というと私は平静を保とうとしていた。 実際には今にもめまいを起こしそうなほど、心臓の鼓動が早くなっていた。先生のお部屋を、この部屋を家宅捜索させていただきたいのです。加賀刑事は苦しげにそう言った。私はまずあっけに取られたような表情を作り、次に笑みを浮かべた。もちろんそれがうまくいったかどうかはわからなかった。加賀君には、 私が顔を歪めたようにしか見えなかったかもしれない。どういうことだい僕の部屋を探したって何も出てこないよ。だといいのですが、おそらく何かが出てくるだろうと自分は考えています。ちょっと待ってくれ。それはもしかしたらこういうことなのかな君は日高を殺した犯人は僕だと睨んでいる。そしてその証拠がこの部屋にある。 加賀刑事は小さく頷いた。そういうことです。驚いたな。と私は言った。首を振り、ため息をついてみせた。精一杯の芝居だ。あまりにも予想外な話なんて、何とも答えようがない。君が冗談を言っているのでなければ、だけど。でもどうやら冗談でもなさそうだ。ええ、先生。 残念ながら自分は本気で言っているのです。世話になった先生にこんなことを申し上げるのは大変心苦しいのですが、事実を見つけるのが自分たちの仕事なものですから。もちろん君の仕事については理解しているよ。君が怪しいと思ったのなら、たとえ親友でも家族でも疑うのが義務だろう。しかし正直なところびっくりしているし、戸惑っている。 何しろ突然なものだから、令状は持ってきています。創作令状という扱い無論そうだろうさ。でもそれを見せてもらう前に、訳を話してはもらえないかねつまりその、なぜ先生を疑うか、ですかまあそうだね。それとも何の説明もなく、パッパッパッと家の中を引っかき回してしまうのが君たちのやり方なのかな そういう場合もあります。でも、と言って彼は目を伏せた。そして先ほどは手を出さなかった湯飲みを取り、茶を一口すすった。それからまたこちらを見た。先生にはお話ししておこうと思います。そうしてもらえるとありがたいね。話を聞いたからといって納得できるかどうかはわからないが。だがこれについては何も答えず、 加賀君は上着のポケットから手帳を取り出した。最も重要な点は、と彼は言った。日高さんの死亡推定時刻です。一応5時から7時の間ということになってはいますが、解剖に当たった医師によると、どう考えても6時以降という可能性は低いということなんです。胃の内容物の消化状態から死亡時刻を割り出す方法は、極めて信頼性が高く、 今回のようなケースでは、2時間も幅を持たせる必要はないものなんです。ところが、日高さんが6時以降も生きていたことを証明している人がいる。それが僕、ということかい。そう言われても、本当のことなんだから仕方がない。可能性は低いかもしれないが、自然現象なんだから、20分や30分の狂いが出ることだってあるだろう。もちろんそうですが、 我々としては、その証言の根拠となっているものが電話だという点が引っかかるのです。電話では、本当に当人がかけてきたのかどうか、わかりませんからね。あの声は日高だったよ。間違いない。でも、それを証明することはできないわけです。先生以外の誰も、その電話には出ていないのですから。電話というのは、元来そうしたものだろう。 これはもう信じてくれとしか言いようがない。信じたいのですが、それでは裁判官は納得してくれないでしょう。確かに電話に出たのは僕だけだが、そばに人がいたことも忘れてもらっては困るよ。同事者の大島君から、その話は聞かなかったのかい。聞きました。先生がおっしゃった時刻に電話があったことを大島さんは証言しておられます。 その時の我々の会話を彼は聞いてなかったのかない,いえ、聞いておられました。野々口先生は人と会う約束をしておられたようだ、とおっしゃってました。で、後からその相手が日高さんであることを知ったという話でした。なるほど。しかしそれでは証明にならないというわけだね。全然別人からかかってきた電話を、 さも日高からの電話みたいにして僕が喋ったと、君はそう言いたいわけだ。すると加賀君は眉を寄せ、唇を噛んでから言った。その可能性を捨てる理由はありませんでした。どうか捨ててもらいたいが、そういうわけにもいかんらしいね。私はちょっとおどけたふりをした。でも合点がいかないな。解剖結果から割り出された死亡推定時刻と、 多少ずれがあるのかもしれないが、まるっきりずれているというわけでもないだろう。それなのに、鼻から僕が嘘をついていると決めつけているように聞こえる。何か他の理由でもあるのかい。加賀君は、私の目をじっと見てから言った。ええ、あります。ぜひ聞きたいね。タバコです。と彼は言った。タバコ 先生もおっしゃってましたね。日高さんはヘビースモーカーだった。仕事中にはまるで虫の駆除をしているようだった、と。うん、言ったけど、それがどうかしたかい。言いながら私は嫌な予感が黒い煙のように胸に広がるのを感じた。加賀くんは言った。ところが灰皿には吸い殻が一つあるだけでした。え一つだけだったんですよ。 日高さんの仕事場の灰皿には、ひねりつぶされた吸い殻が一つ入っていただけでした。藤尾美子さんが帰ったのが5時過ぎで、その後仕事をしていたのなら、当然もっと吸い殻が増えていたはずです。しかもそのたった一つの吸い殻は、仕事中にではなく、野々口先生、あなたと話している時に吸われたものなんですよね。そのことを先生の手記で知りました。 私は言い返すべき言葉が浮かばずに黙っていた。いつだったか加賀刑事が、日高が吸ったタバコの本数のことを言っていたことを思い出した。すると彼はあの時すでに、私に疑いの目を向けていたということか。つまり、と彼は続けた。日高さんは一人になってから殺されるまで、ただの一本のタバコも吸っていないことになるのです。 これについてリエ夫人に尋ねてみたところ、たとえ30分でも仕事をしていたのなら、最低でも2本や3本は吸っているはずだという答えでした。しかも仕事のかかり始めは、特に本数が増える傾向があったのだそうです。ところが実際には、1本も吸っていない。これをどう考えればいいでしょう。私は心の中で自分自身を罵倒し始めていた。 自分が吸わないものだから全く考えつかなかったのだが気づいて当然のことであった。タバコが切れていたんじゃないか。とりあえず私はそう言った。あるいは買い置きがないことに気づいて節縁していたのかもしれない。だが加賀刑事がそんなことを見逃しているはずがなかった。日高さんは昼間のうちに4箱買っています。机の上に 14本残っている箱が1つ、そして引き出しに新品が3箱入っていました。口調は静かだが、彼の発する一言一言には、じわりじわりとこちらを追い詰める迫力が備わっていた。私は彼が剣道の達人であったことをふと思い出した。その瞬間、背中に歓喜が走った。ふーん、そうだったのか。となると、 確かに吸い殻が一つというのは不自然かもしれないね。その理由については、日高本人に聞くしかないわけだ。案外、ちょっと喉が痛かったとか、そんな理由かもしれないよ。私は必死の防御を試みた。もしそうなら、先生の前でも吸わなかったはずでしょう。やはり我々としては、最も妥当な推理を選ばざるを得ません。要するに、 もっと早い時刻に殺されたと言いたいわけだ。かなり早い時刻です。おそらく、リエ夫人が家を出た直後ぐらいでしょう。断定的だね。タバコの話に戻りますが、日高さんは藤を都と一緒にいた時も、一本も吸わなかったわけです。この理由はわかっています。リエ夫人によると、 以前、藤尾都がタバコの煙に不快そうな顔をしていたことから、穏便に話し合いを進めるためにも、今後は彼女の前でのタバコを控えた方がいいだろうと、日高さん自身が言っていたそうです。ほう。作詞の日高らしい考え方だと私は思った。藤尾都との話し合いが、かなりストレスのたまるものであったことは間違いありません。ですから日高さんとしては、 彼女が帰った瞬間、飢餓から解放されたごとくタバコに手を伸ばしたはずなのです。ところがその吸い殻がない。吸わなかったのか、吸えなかったのか。自分は後者だと思います。殺されたからだと、こう言いたいわけだ。そうです。彼は顎を引いた。でも僕はそれよりもずっと前に日高屋を出ているんだよ。ええ、わかっています。 一旦は玄関をお出になりました。しかしその後、庭を回って、日高さんの仕事場の方へ行かれたということも考えられます。見てきたようなことを言うね。これと同様の推理を、先生お自身も述べておられましたね。藤尾都を犯人と仮定したものでした。彼女は日高屋を出たようなふりをして、仕事場の方に回ったんじゃないか。そうおっしゃいました。 あれはご自分の行動を述べておられたのではないですか私はゆっくりと首を振った。参ったな。あれをそんな風に受け取られるとは、夢にも思わなかった。こちらとしては、君に協力したつもりだったんだが。するとかが刑事は手帳に目を落とし、さらに言った。先生が日高屋を出た時のことを、先生自身は例の手記で次のようにお書きになっています。 さようならと彼女はいい、私が次の角を曲がるまで見送ってくれたここで、彼女、というのは理恵夫人のことです。それがどうかしたのか。この文面からだと、理恵夫人は門の外まで先生を見送っていたことになります。その点について夫人に確かめてみました。彼女の答えは、先生を見送ったのは玄関までだというものでした。この矛盾は、 なぜ生じたのでしょうか別に矛盾というほどの体操なものでもないだろう。どちらかの記憶違いだよ。そうですかしかし自分にはそうは思えないのです。わざと先生が事実とは違うことをお書きになったように思えてならないんです。つまりこのように書くことによって、実際には日高家の門を出ずに庭の方に回ったことをカムフラージュしようとしたのではないか。 私は吹き出してみせた。バカバカしい。考えすぎのこじつけだよ。僕が犯人だという結論が先にあるから、そういう見方をしてしまうんだ。自分は。と彼は言った。客観的に判断しているつもりです。彼の目に、一時私は威圧された。その癖頭の中では、この男は普段でも自分のことを指して言うとき、 自分。というのだろうかなどと、全く関係のないことを考えていた。よしわかった。いいだろう。推理するのは君の勝手だ。勝手ついでに、その後のシナリオも教えてもらいたいものだね。窓の下に潜んだ僕は、その後どうしたのかな。窓から侵入し、いきなり日高を殴ったのかい。そうなんですか 加賀刑事はこちらの目を覗き込んできた。尋ねているのは僕の方だよ。彼は吐息を一つつき小さくかぶりを振った。犯行の詳細については本人の口から聞かないと何とも言えません。だから僕に白状しろというのかい。そりゃあ僕が犯人なら今すぐすべてを告白するさ。でも犯人じゃない。 君は残念かもしれないけれどね。それより電話の話に戻らないか。僕のところにかかってきた、日高からの電話だ。あれがもし日高からの電話でないというのなら、誰からの電話だったのかな。僕の証言については、マスコミでかなり報道されているから、もしあの日、あの時刻に僕のところへ電話してきた人間が他にいるなら、今頃その人物は警察に知らせているんじゃないか。 それから私は、たった今気づいたという風に人差し指を立てた。そうか。君は僕に共犯者がいると思っているんだな。そいつが電話してきたのだと。だが彼は何も言わず部屋の中を見回した。そしてダイニングテーブルの上のコードレス本を見つけると、それを取ってまた座り直した。共犯者なんかは不要ですよ。 要するにこの電話が鳴りさえすればいいのです。そりゃあそうだろうが電話をかけなきゃならないんじゃないのか。そう言ってから私は手を叩いた。なるほど。わかったよ。君はこう言いたいんだ。あの時僕は携帯電話を隠し持っていた。そして大島くんの目を盗んでこの家に電話をかけた。そうだろうそのやり方でも この電話を鳴らすことはできますね。と彼は言った。しかしそれは無理だよ。僕は携帯電話なんか持っていないし、借りるあてもない。それにそうだ。もしそういうトリックを使ったのなら、簡単に調べられるんじゃないか。NTT に記録が残っているだろうからね。どこから電話がかかってきたのかを調べるのは、非常に難しいんですよ。 ああ、そうなのか。逆探知というやつだな。ただ。と彼は言った。どこへかけたのかは、簡単に調べることができます。この場合、日高さんがあの日、どこへ電話をかけたかを調べればいいということになります。で、調べたのかい。はい、調べました。かが刑事はうなずいた。ふーん。それで、 結果は ?6 時13分に、こちらのオタクに発信されたことが記録に残っています。ふーん、まあそうだろうね。事実、電話がかかってきたんだからね。言いながらも私は怯えを増大させつつあった。発信記録を見てなおかが刑事が疑いを捨てていないということは、そこに仕掛けられたトリックに気づいているに違いないからだ。かが刑事は立ち上がり、 コードレス本を元の位置に戻した。だが今度はもうソファには座らなかった。日高さんはあの日、原稿が出来上がり次第、ファックスで送るはずでした。ところがあの仕事場にはファクシミリの機会はなかった。なぜなのか、無論先生はご存知ですよね。知らない、と答えようかとも思った。だが私は黙ったままだった。加賀刑事は言った。 パソコンから直接送れるからです。ご存知でしたよね聞いたことはある。と私は短く答えた。便利なものですね。手元に一切紙を残しておく必要がないわけだ。もっとも日高さんはカナダに行ったら電子メールを使うつもりだったようです。だからその準備をしておくよう編集部に行っていたそうですよ。そうなれば、 電話料金の節約にもなるらしいですね。難しいことはわからないな。僕はパソコンには疎くてね。プリントアウトせずに直接ファックスにして送れるという話も日高から聞いただけだから。難しくなんがありませんよ。誰にだってできる。しかも色々と便利な機能がついています。複数の相手に送ることも面倒じゃないし、 送り先を登録しておくこともできます。そして、と言って彼は言葉を切り、私を見下ろして続けた。時刻を設定しておけば、その時刻に自動的に送ることも可能です。私は彼の顔から目を逸らし、うつむいたまま言った。僕がその機能を使ったというのかいこの問いに彼は答えなかった。その必要もないと思ったのだろう。 例の明かりのことが気になっていたのです。と彼は言った。先生が日高屋に行った時、真っ暗だったという話ですよ。留守に見せかけようとしたのだろうけれど、パソコンだけがつけっぱなしになっていたのは消せないと、以前にも申し上げましたよね。その答えがようやく見つかりましたよ。パソコンはトリックを生み出す重要な道具だから、動かしておく必要があったのです。 先生は日高さんを殺した後、大急ぎでアリバイ工作を始めました。具体的には、パソコンを起動させて適当な文書を呼び出し、その文書が午後6時13分にファックスでこの部屋に送られるよう切得したのです。次に、家の明かりをすべて消しました。それは、後々の自分の行動を考えた場合、必要なことでした。 午後8時にもう一度日高屋を訪れた時、家の明かりが消えていたので、日高さんは家にはいないと考え、奥さんのいるホテルに電話した、というストーリーにしなければならないからです。部屋に明かりがついていたなら、ホテルに電話する前に窓から覗いてみるのが普通ではないか、と疑われる恐れがあります。先生はあくまでも、死体の発見はリエ夫人と二人でやるつもりだったのです。 一気にここまで喋った後、加賀刑事は少し間を置いた。私が何か反論なり、弁明なりすると思ったのかもしれない。しかし私は黙っていた。先生はパソコンの CRT 画面のこともお考えになったんじゃないでしょうか。彼の解説が再開された。前にも言いましたように、あのモニターというのも結構明るいものですからね。 でも、パソコン本体は動かしておかねばならない。そうなるとモニターだけを消すしかないわけですが、実はそれはかえって危険でした。死体発見の場にはリエ夫人もいるわけですが、もし彼女がパソコンは動いているのにモニターに何も映っていないことに気づいたら、警察にトリックを見破られるきっかけになるかもしれませんからね。私は唾を飲み込もうとしたが、口の中はすでにカラカラで、 それはできなかった。私は加賀刑事の警眼に恐ろしさを感じていた。彼はあの時の私の心中を見事に推察していた。完璧だった。おそらく午後5時半ごろ、先生は日高屋を後にされたのだと思います。そして急いで家に帰る途中、同事者の大島さんに電話し、今すぐに原稿を取りに来てもらえないかとおっしゃった。 大島さんはあの日、ファックスで原稿を受け取るつもりだったから、大至急と言われて焦ったと言っておられましたよ。幸い同事者からだと、電車で一本なので、30分程度で行けたという話でしたが、それからかが刑事は付け足していった。このようなことは、先生の手記には書かれていませんでしたね。まるで大島さんが来ることは、ずっと以前から予定されていたような書き方でした。 もちろんわざと書かなかったのだ。答える代わりに私は長い息を吐いた。なぜ大島さんを呼んだか。それはもう言うまでもありません。アリバイの承認に仕立てるためです。6時13分、日高さんのパソコンはあなたに切迫された通り、この部屋に電話をかけてきました。その時こちらにあるファクシミリはスイッチが入れられておりません。 あなたはコードレス本に手を伸ばし、電話に出る。その時受話器から聞こえてくるのは、ファックスであることを示す信号音だけです。そこからあなたは、最高の演技をしました。無機質な信号音を聞きながら、さも相手が人間であるかのように会話を始めたのです。大島さんがすっかり騙されていたことからも、その演技がいかに素晴らしいものであったかが想像できます。 無事に一人芝居を終えたあなたは、そのまま電話を切りました。日高さんのパソコンは、通信エラーということで、任務を終えます。ここまで来れば、残るあなたの仕事はさほど難しくない。計画した通りに、リエ夫人と一緒に日高さんの死体を見つければいいのです。そして警察が来るまでの間に、夫人の目を盗んで、パソコンの通信記録を消しておいたわけです。 加賀刑事はいつの間にか私のことを先生ではなくあなたと呼ぶようになっていたが気にはならなかったむしろその方がこの場にはふさわしい見事なトリックだと思いますとても短期間に考え出されたものだとは思えませんでも一つだけミスがありましたねミスなんだろうと私は考えた 彼は言った。それは日高屋にある本来の電話の方です。もし日高さんが本当にここへ電話してきたのなら、リダイヤルのボタンを押すと、ここへ繋がるはずですよね。あっと私は心で叫んでいた。しかしここへは繋がらなかったのです。繋がった先は、カナダのバンクーバーでした。リエ夫人によると、事件当日の早朝6時に、 日高さん本人が電話しているそうです。リダイヤルされた番号は、その時のものだったと考えられます。もちろんこれは反論可能ではあります。日高さんがここへ電話した後、カナダに電話しようとして番号ボタンを押し、つながる前に切ったということも考えられないではないですからね。でも時差を考えてわざわざ早朝に起きるような人が、 相手が深夜であることも忘れて電話することはないだろうというのが我々の考えです。そして加賀刑事は以上です。と締めくくった。それから少し沈黙の時間が流れた。加賀刑事は私の反応を待っていたのかもしれない。だが私は言葉が一つも頭に浮かんでこないという状態にあった。反論なさらないのですか 意外そうに彼は聞いてきた。ここで私はようやく顔を上げた。加が刑事と目があった。彼は鋭いが、陰険さを感じさせない目をしていた。容疑者に対する刑事のものではなかったので、私は少しほっとした。原稿についての話がないね。と私は言った。日高のパソコンに入っていた氷の扉の連載だよ。 今の君の推理が正しいのだとすると、彼はいつあの原稿を書いたのだろう。するとかが刑事は唇を結んだまま、天井を見上げた。答えに急しているのではなく、答え方を考慮しているように見えた。やがて彼は口を開いた。考えられることは二つあります。一つは、実は日高さんによって、すでにあれだけの原稿が書かれており、 それを知ったあなたが、アリバイ工作に使うことを思いついたというものです。もう一つはもう一つはそう言って彼は私の顔に視線を戻した。あの原稿は、あなたによって書かれたものだった、というものです。あの日あなたは原稿の入ったフロッピーディスクを持っていて、アリバイ工作のため、急いで日高さんのパソコンに入力したのです。 大胆な推理だね。私は笑いを浮かべようとしたが、もはや方がこわばって動かなかった。あの原稿を出版元である総明社の山部さんという人に見てもらったんです。山部さんの意見は、これは明らかに別人によって書かれたものだ、というものでした。日高さんとは文体が微妙に違うし、開業の仕方など、形式の点でも相違点が多々あるらしいのです。 すると、君は、声がかすれた。私は赤払いをした。私が最初から彼を殺すつもりで、そういう原稿を用意していたというのかい。い,いえ、それはないと思っています。計画的なものなら、もっと文体や形式を似せておいたはずです。それはそんなに難しいことではないそうですからね。それに狂気に文鎮を使っていることや、 アリバイ証人として急遽大島さんを呼びつけていることなどから考えても、やはり突発的な犯行であったと思います。じゃあ、なぜ僕がそういう原稿を用意していたというんだい。問題はそこです。なぜあなたが氷の扉の原稿を持っていったのか。いや、それ以前になぜあなたがあの原稿を書いたのか。自分はその点に非常に関心があるのです。 そしてそこにこそ、あなたが日高さんを殺した動機が隠されていると思うのです。私は目を閉じた。自分がパニックを起こすのを防ぐためだった。君の話は全部想像だろう証拠は何もないじゃないか。そうです。だからこそ家宅捜索をしたいのです。ここまでお話しすれば、我々が何を見つけようとしているかはお分かりでしょう 私が黙っていると彼は言った。フロッピーディスクです。例の原稿の入ったやつです。あるいはその原稿はワープロ本体のハードディスクにも残っているかもしれませんね。いや、おそらく残っているでしょう。計画犯罪のために用意したものなら即座に処分したでしょうが、そうではないと俺は睨んでいます。あなたはあの原稿を きっとどこかに残しているはずです。私はまぶたを開いた。加賀くんの澄んだ目がこちらを見ていた。その視線を私はなぜか穏やかな気持ちで受け入れることができた。ほんの一瞬の目想が私の気持ちを落ち着かせていた。目的のものが見つかったら私を逮捕するわけだね。そうなると思います。残念ですが、その前に、 私は聞いた。自首することは可能かな。かが刑事の目が大きく見開かれた。その後で彼は一度だけ首を振った。残念ですが、この段階では自首とはみなされないでしょうね。でも下手に抵抗されることは特策ではないと思います。そうか。私は肩の力を抜いた。絶望しつつ、 その反面自分が安堵しているのも感じていた。これでもう芝居をしなくていいからだ。いつから僕のことを疑っていたんだ。とかが刑事に聞いた。最初の夜からです。と彼は答えた。最初の夜僕が何かまたミスをしたのかい。ええ。彼は頷いた。死亡推定時刻をお尋ねになりました。 それが何か変化ね。変ですね。先生は6時過ぎに日高さんと話をして、8時にはもう事件が起きていたことをご存知だったわけだから、当然死亡推定時刻はその間としか考えられません。それなのになぜわざわざ、刑事にお尋ねになったのか。あ。さらに先生は、後日もう一度同じ質問をなさいました。 あのファミリーレストランで食事をした時です。その時に確信を持ちました。先生は事件の起きた時刻を知りたいのではない、警察が死亡推定時刻をいつ頃と考えているのかを知りたいのだとね。そうだったのか。彼の言う通りだった。私は自分の仕掛けがうまくいっているかどうか気になって仕方がなかったのだ。素晴らしいね。 私は加が刑事に向かってそう言った。多分君は素晴らしい刑事なのだと思うよ。ありがとうございます。頭を下げてから彼は続けていった。では、出かける支度をしていただけますかただ申し訳ないのですが、自分はここで見張らせていただきます。容疑者をうっかり一人にして取り返しのつかないことになった例が少かなからずありますから。 彼が何のことを言っているのか分かった。僕は自殺したりしないよ。笑いながら言った。不思議なことに、ごく自然に笑えた。ええ、そのようにお願いします。加賀君もまた自然な笑顔を見せた。追求の章。加賀京一郎の独白。 野々口周を逮捕してから丸4日が経過している。容疑事実を全て認めた彼であるが、ただ一つ、固く口を閉ざして言わないことがある。それは動機についてだ。なぜ子供の頃からの親友であり、仕事の面でも世話になっている日高国彦を殺さねばならなかったのか、それについては決して語ろうとしないのだ。私が殺しました。動機は些細なことです。 追加となって衝動的な行動に出たのだと解釈してください。野々口は取調べ官に対してもこのように言うだけである。ただ私には心当たりがないわけでもなかった。例の氷の扉の原稿である。ちなみにあの原稿は発見済みだ。予想した通りワープロのハードディスク上に残されていた。また犯行当日、 野口が日高屋に持って行ったと思われるフロッピーディスクも机の引き出しから見つかっている。このフロッピーは日高のパソコンと互換性がある。私は今回の犯行は計画的なものではなかったと考えている。またこれは捜査本部全体の考えでもある。だがそうすると、あの日野の口がなぜ都合よく氷の扉。 の次回連載分の入ったフロッピーを持っていたのかという点が問題になってくる。いや、それ以前に、なぜ野口が、日高の仕事である、氷の扉の原稿を書いていたのか。それについて私は、野口州を逮捕する前から、一つの仮説を立てていた。その仮説の延長線上に、おそらく犯行の動機が横たわっているに違いないと確信している。 あとはその仮説を、野々口自身の口から引き出せばいいだけである。ところが彼は何も語ろうとしない。氷の扉の原稿入りフロッピーを持っていたことについては、次のように供述している。遊び半分で書いただけです。それで日高を驚かせようとして持っていったんです。締め切りに間に合わないようなら、これを使ってもいいぞ、なんてことを言いました。 もちろん彼は本気にはしませんでしたがね。この供述に説得力がないことは言うまでもない。だが彼は信用しないのはそちらの勝手だと言わんばかりである。そこで我々捜査員は野々口の部屋を再度捜索してみた。前回はワープロの中身と机の引き出しを探しただけだったので、捜索と呼べるほどのものではなかったのだ。その結果、 私の仮説を裏付ける重要な証拠となりそうなものを18点押収した。その内訳は、厚めの大学ノートが8冊、に h d のフロッピーディスクが8枚、原稿用紙を閉じたもの2冊である。これらを捜査本部で調べたところ、いずれも小説であった。大学ノート及び原稿用紙の筆跡は、野々口本人のものに間違いないことが確認されている。 問題はその小説の内容である。まず一枚のフロッピーの中からとんでもないものが見つかった。いや、私としては予想通りのものだったと言うべきか。それは氷の扉の原稿である。しかも今回の文ではなく、すでに雑誌で発表されている文すべてが入っていた。私は総明社の編集者である山部氏にこの原稿を見てもらった。 彼の意見は次の通りである。間違いなく氷の扉のこれまでの連載文です。ただストーリーは同じなのですが、私がいただいた原稿にはなかった部分がいくつかあります。その逆のケースもあります。それにやはり言葉の使い方や文体が微妙に違うようです。つまり今回野々口がアリバイ工作に使った原稿と同じ傾向が。 ここにも見られるわけだ。我々は日高国彦のこれまでの著作を集め、手分けして読んでいった。余談であるが、これほど集中して読書に励んだのは久しぶりであると、捜査員の多くが苦笑まじりに言った。そしてその努力の結果、驚くべきことが判明した。野々口衆の部屋から押収した8冊の大学ノートに書かれていた、合計5つの長編小説は、 日高邦彦がこれまでに発表した作品とことごとく内容が一致していたのである。題名や登場人物名が変わっていたり、設定が少し違っていたりはするが、話の流れそのものは同一と言って間違いなかった。また別のフロッピーディスクには3本の長編小説と20本の短編小説が書き込まれていたが、長編はいずれも日高作品と一致、 短編も17本がそうであった。一致していなかった短編小説は、いわゆる児童文学の範疇に属するもので、野々口周の作品として発表されている。原稿用紙に書かれた2つの短編小説については、日高作品の中に類似したものは見つかっていない。原稿用紙の古さから押して、かなり昔に書かれたもののようだから、もう少し遡って調べれば、 何か発見できるかもしれない。いずれにせよ、これだけ多くの作品の原稿が、その作者以外の住居から見つかったというのは不目前である。またその内容が、発表された作品と完全に同じというわけではなく、少しずつ違っているというのも不可解だ。大学ノートに書かれた作品などは、至るところに書き込みや訂正の跡があり、遂行途中であることをがわせる。 ここにいたり、私は自分の仮説が正しかったと断言せざるを得ない。その仮説とはすなわち、野々口衆は日高邦彦のゴーストライターだったのではないか。というものである。そしてその奇妙な関係がこじれた結果、今回の殺人に結びついたのではないかと考えている。私は取調室で、野々口衆にその点を正した。 だが彼は表情を変えずに否定した。違います。では、あの大学ノートやフロッピーディスクに書かれた小説は何なのかと,とうとう、まぶたを閉じ、沈黙してしまうのであった。同席した先輩の取り調べ官が、いくら強く質問しても、一切答えようとしない。そして今日、取り調べ中に予想外のことが起こった。 野々口衆が突然腹を抑えて苦しみ出したのである。そのあまりの苦問ぶりに、私は彼が毒でも隠し持っていて、それを服用したのかと思ったほどだった。彼はすぐに警察病院に運ばれた。現在は病院のベッドで休んでいる。私は上司に呼ばれた。そして思いもよらぬことを聞かされた。野々口衆は癌に侵されているらしい。 ということであった。私が野々口周の入院している病院へ行ったのは、彼が倒れた翌日のことである。彼と会う前に、まず担当の医師から話を聞くことにした。医師によると、癌細胞は内臓を包む腹膜に転移しているということだった。かなり危険な状態で、早急に手術することになるだろうという話だった。再発ですかという私の質問に、 そういうことでウと医師は答えた。私がこのように尋ねたのには理由がある。調査の結果、野々口修が2年前にも同じ病気で胃の一部を除去する手術を受けていることが判明していたからだった。その影響で彼は数ヶ月間学校を休んでいる。ただし彼の同僚で真の病名を知っている者はいなかった模様だ。それを知っていたのは 当時の校長だけらしい。奇妙なのは、逮捕されるまで、野々口衆が病院には行っていなかったことである。自覚症状はあったはずだというのが、医師の意見だ。手術をすれば助かるのですかと私は質問してみた。理知的な顔つきの医師は、かすかに首をかしげてからこう言った。まあ、五分五分でしょうね。こちらにとっては、 最も厄介な回答だった。その後で野々口衆の病室を訪ねた。彼には個室が与えられていた。逮捕された人間が監獄に入らず、こんなところでのんびりしているなんてのは、なんだか申し訳ない気がするね。野々口衆は痩せた顔を弱々しく緩めて私を迎えた。この人物の要望が、私がよく知っていた頃と比べてずっと老けて見えたのは、 単に時間が過ぎたせいだけではなかったのだと改めて思った。気分はどうですかうん、あまりいいとは言えないが、病気の正体を考えると、この程度で上等ではないかと思う。野々口周は、自分が癌だと知っていることを案に告げてきた。再発なのだから、彼自身が感づいていても不思議ではない。私が黙っていると、彼の方から尋ねてきた。 それで、僕はいつ起訴されるのかなあまりぐずぐずしていると、裁判まで生きていられないかもしれないんでね。冗談で言っているのか、それとも本気なのか、私には判別できなかった。ただ彼がある程度死を覚悟しており、だからこそこういうセリフを吐けるのだということは間違いないだろう。起訴はまだです。材料が揃いきってませんから。なぜだね 僕は自白しているし、証拠だってある。起訴すれば間違いなく有罪だ。それでいいんじゃないのかい。裁判になってから突然僕が自供を覆す、なんてことは絶対にないから、安心してくれていいんだがね。そういうわけにはいきません。動機がまだ不明です。またその話かね。先生が話してくださらない限り、 何度でもお尋ねすることになります。動機なんかは特にないんだよ。君も言ってたじゃないか。今度の犯行は衝動的なものだろうと。その通りなんだ。衝動的にカッとなって殺した。ただそれだけのことだ。理屈なんかはない。ですから、なぜカッとなったのかをお聞きしています。わけもなく怒り出す人間はいませんからね。 些細なことだよ。というより、些細なことだったと思う。実のところ、なぜあんな風に頭に血が昇ったのか、自分でもよく覚えていないんだ。まあ、それが逆上というものなんだろうがね。そういうわけで、説明したくてもできないというのが本当のところだよ。その説明で私が納得すると思いですか納得してもらうしかないだろうね。 私は口を閉じ、彼の目を見つめた。すると彼の方も真正面から見返してきた。その目は自信に溢れているように感じられた。先生の部屋から発見されたノートやフロッピーディスクについて、もう一度お伺いします。話題を変えると、野々口衆は途端にげんなりした様子を見せた。あれは事件とは何の関係もないよ。 おかしな風に結びつけて考えないでくれ。それならば、きちんと説明していただきたいものですね。あれは何なのかを。何でもないよ。ただのノートだし、ただのフロッピーだ。しかし中身は日高邦彦さんの小説でした。い,いえ、正確に言うと、日高邦彦さんの小説に告示した作品でした。まるで下書きのように、ね。 私の言葉に彼は吹き出した。だから僕が彼のゴーストライターだったとバカな。考えすぎだよ。しかし、そう考えると辻褄は合います。僕がもっと辻褄の合う答えを出してあげよう。あれは一種の修行なのだよ。作家を目指す人間はいろいろと自分なりに修行を行う。僕はね、 日高の作品を書き写すことで、その文章リズムや表現方法といったものを学ぼうとしたんだ。これは決して特別なことじゃない。多くの作家の卵がしていることなんだ。彼のこの説明は、私にとって意外なものではなかった。日高邦彦の担当編集者も、同じような推理を述べていたからである。ただし、その編集者は、 それにしても疑問点が三つあると言った。第一点は、見つかった原稿が日高国彦のものと同一ではなく、微妙に違っている部分があるということ。第二点は、いくら修行のためとはいえ、これほど大量に書き写すのは不自然だということ。そして第三点は、日高国彦は売れっ子ではあるが、手本にするほど文章がうまいわけではないということだった。 そこで私はこの3点について野々口周に問いただしてみた。すると彼は顔色を変えることもなく次のように言った。それについてはすべて論理的に答えることができるよ。実は最初の頃は単純に書き写すだけだったんだが、そのうちにそれだけでは飽きたらなくなってきたわけだ。自分ならこう書く、こう表現するといったものが頭に浮かんだ場合は、 それを書いてみることにした。わかるかい日高の文章をお手本にしつつ、もっといいものを生み出そうというのが、この修行の狙いだったのだよ。大量に書き写した点については、長く修行をしていたからとしか言い,いようがないね。独身だし、家に帰ってからすることもないから、ただひたすら作家修行に明け暮れたということだよ。最後の、 日高の文章が上手いわけではないという点については主観の相違と言いたいな。僕は彼の文章を買っている。技巧的ではないかもしれないが、簡潔でわかりやすい、とてもいい文章だよ。あれだけ多くの読者を掴んでいたことが、その証明にもなると思うがね。野々口周のこの説明は、なるほど一応の筋は通っているのだった。 だがもしこれが本当ならば、なぜもっと早く話さなかったのかという疑問が生じてくる。病気で倒れるまで、彼はこの件については黙秘を続けていたのだ。たまたま入院するはめになり、取り調べられることがなかったので、その間に言い訳を模索していたのではないかというのが私の推理である。ただし、現時点ではそれを証明することは難しい。ここで私は、 新たに見つかった証拠について触れることにした。それは野々口周の机の引き出しに入っていた数枚のメモである。そこには何かの物語のあらすじと思われるものが走り書きしてあった。私はそこに出てくる登場人物の名前から、それが日高国彦が連載中の氷の扉であることを知った。ただし、これまでに発表された文の内容ではない。 どうやら氷の扉の今後の展開であるように思われた。なぜあなたが氷の扉の次の展開を書いておられたのか。それについて説明していただけますかこのように私は野々口衆に聞いた。彼は答えた。あれもやはり僕にとっては修行なんだよ。次の展開を自分なりに考えてみるというのは、読者なら誰もが無意識にしているものだろう。 僕はそれをもう少し積極的に形にしているというだけのことさ。特別なことと考える必要はないよ。あなたはすでに教師をおやめになり、プロの作家として歩み出しておられるじゃないですか。それなのに、まだそういう修行が必要なんですか自分の原稿を書く時間を犠牲にしてまで。からかわないでくれ。僕はまだプロと言ってもらえる段階ではないよ。 もっと腕を磨かなければならない。それに時間はたっぷりあるんだ。何しろ仕事が来ないからね。野々口秀の言葉は相変わらず私を納得させるものではなかった。そんな思いが顔に出たのだろう。彼はこんな風に言った。君は僕を日高のゴーストライターに仕立て上げたいらしいが、それは買いかぶりというものだよ。僕にはとてもそんな才能はない。 むしろ君の話を聞いていて、それが本当であったならどんなに素晴らしいだろうと思っている。もし君の推理通りであったなら、僕は大声で叫んでいるだろうね。あれらの作品は全部僕が書いたものなんだ。真の作者は野々口衆なんだ、とね。でも残念ながら僕は書いていない。もし僕が書いたものなら、自分の名前で発表するよ。 日高の名前を使う必要なんか全くない。そうは思わないかね。それは思います。だから不思議なのです。何も不思議なことはないさ。君の推理が見当は外れだから、おかしな結論に行き着いてしまっただけだ。難しく考えすぎなんだよ。私はそうは思いません。頼むからそう思ってくれ。で、 この話はもうこれっきりにしてほしい。そして手っ取り早く起訴してくれ。動機なんかはどうだっていい。君の好きなように報告書に書けばいいさ。野々口衆は投げやりとも言える口調で言った。病室を出た後、私は彼とのやりとりを反数した。どのように考えても、彼の供述には合点のいかないことが多かった。しかし彼の言うように、 私の推理に欠陥があるのも確かだった。もし彼が日高国彦のゴーストライターだったとして、なぜそんなことをしなければならなかったのか。日高国彦が売れっ子になっていたので、全くの新人の名前で出すよりもたくさん本が売れると思ったのか。しかし日高が売れるきっかけになった作品自体、野々口衆によって書かれたものであるはずなのだ。となると、 その作品で野々口修自身がデビューしていても良かったのではないか。教師との兼業になるので、とりあえずは名前を出さないことにしたのか。いや、それもおかしい。副業で作家をしているからといって、教師が学校に行かなくなるということは、私の知る限りではないからだ。それに野々口修なら、どちらかを選ぶかということになれば、迷わず教師の看板を捨てていただろう。 また彼自身も言っていたように、彼がゴーストライターであったなら、そのことを現時点で否定するというのも不可解だった。日高国彦の数々の名作の真の作者だったということは、彼にとって名誉につながるはずだからだ。となると、やはり野々口衆はゴーストライターではないのか彼の部屋から発見された数々のノートやフロッピーなどは、彼自身が供述する以上の意味は持たないのか そんなはずはない、と私は断言する。私は野々口修という人物について多少の予備知識を持っている。それによれば、彼は極めてプライドが高く、自信家でもあった。作家になるためとはいえ、誰かの作品を手本にして修行していたというのは、到底ありそうもなかった。本部に戻り、私は野々口修とのやりとりを上司に伝えた。 迫田警部は終始渋い顔つきで私の報告を聞くことになった。なぜ野々口は動機を隠そうとするのだろう。報告を聞き終えた後で、上司はこのように言った。わかりません。殺人の容疑事実を認めることはできても、動機は話せないというからには、そこによほどの秘密があると考えるべきだと思いますが、やはり日高の小説が関係していると見るべきかな。 自分はそう思います。野々口衆が真の作者だったというわけか。しかし本人が否定しているので花。警部は明らかに、この件について手間取ることを嫌がっていた。実は一部のマスコミが、どこから嗅ぎつけたのか。野々口衆が日高国彦のゴーストライターであった可能性について、捜査本部に問い合わせてきているのだった。無論当局としては名言を避けている。 だが早ければ明日の長官にでも、その情報が掲載されるかもしれなかった。そうなればまた問い合わせの電話に煩わされることになるだろう。口論の末にカッとなって殺したと言っているが、その口論の内容すらわからんのでは手の打ちようがない。いっそのこと、本当の動機は話さなくていいから、作家の才能を発揮して適当に話を作ってくれないかとも思うが、 裁判の席で辻褄のあわんことを言い出されても困るしな。口論の末、衝動的に殺したというのは違うと思います。野々口衆は日高国彦の家を一旦出てから、庭を通って仕事場の窓から侵入しているのです。この時点で彼には殺意があったわけです。やはりその前の日高とのやりとりの中で、何か具体的な動機が芽生えていたと見るべきではないでしょうか。 そこで二人がどんな話をしたか、だな。野々口修の手記には、当たり障りのない会話を交わしただけのように描かれていますが、自分には今後の創作活動に関する話し合いがあったように思われます。日高国彦はカナダに居住することになっていた。もし野々口修がゴーストライターであったなら、仕事の進め方において、いろいろと問題点が出てくるはずである。 それについて打ち合わせをしているうちに、野々口周の方に不満が生じたのではないか。するとゴーストライターを続ける条件面での話かな。そうかもしれません。野々口周の銀行口座については、すでに調べがついている。端的に言えば、日高国彦から定期的に金が振り込まれていたという形跡はない。 しかしこれは現金による授受があったと考えれば解決する。日高と野々口の過去について、もう少し調べた方が良さそうだな。警部は結論づけるように言った。私も同感だった。この日のうちに私は、同僚の刑事と二人で、日高理恵に会いに行くことにした。彼女は、夫が殺されていた自宅ではなく、三鷹にある実家の方に帰っていた。 野々口周を逮捕して以来、彼女と会うのは初めてだった。野々口逮捕に至った経過などについては、上司の方から電話で連絡がなされているが、ゴーストライターのことなどは何も知らせていないはずだった。おそらくマスコミから問い合わせの電話が来たりして、迷惑をかぶっているに違いなかった。彼女の方こそ、こちらに対して質問したいことが山のようにあるだろうと私は想像していた。 私はこれまでの経緯をもう一度簡単に説明した後、野々口周の部屋から見つかった原稿のことを話した。日高理恵はさすがに驚いたようだ。野々口が日高国彦の小説と内容が酷似した原稿を所持していた理由について何か心当たりはないかと私は尋ねてみた。全くわけがわかりません、というのが彼女の答えだった。 主人が誰かから小説のアイデアをもらってたとか、他人の作品を下敷きにしていたとか、そんなことは絶対になかったと思います。だっていつも小説のアイデアをひねり出すのに、とても苦労していたんですよ。ましてやゴーストライターに仕事をさせていたなんて、信じられません。日高理恵の口調は穏やかであったが、その目には怒りが滲んでいた。 だが私は彼女の話を鵜呑みにする気にはなれなかった。彼女は日高国彦と結婚して、まだわずか1ヶ月なのだ。彼についてすべてを知り尽くしているとは言い難いだろう。すると私のそういう考えを察知したのだろうか、日高理恵は続けてこんな話をした。結婚してからの期間が短かったことを気にしておられるのなら、それは間違いです。だって私、 主人の担当だったこともあるんですから。それは我々もすでに確認していることだった。彼女は以前某出版社に勤めていて、それがきっかけで日高国彦と出会ったらしい。あの頃は二人で、今度はどういう作品にしようかということを、ものすごく話し合いました。結果的に私が担当したのは長編小説一作切りでしたけど。 それにしても二人の話し合いがなければ生まれなかった作品です。だから野々口さんが関与する余地なんて全然なかったはずなんです。それは何という作品ですか夜行中という作品です。昨年出版されました。私はその作品を読んでいなかったので、同行ううしてきた刑事にその作品について知っているかどうかを尋ねてみた。 今度の捜査の関係上、多くの刑事が日高国彦の小説には何らかの形で目を通しているのだ。彼の返事は明瞭で、しかも興味深いものだった。夜行中は、野々口修のノートやフロッピーディスクの中に内容の一致した原稿が見つからなかった作品の一つだという。こうした作品は、実は他にもたくさんある。一つの特徴として、 日高邦彦がデビューしてから3年目ぐらいまでの作品はそうである。またそれ以後の作品でも半分近くは、それに該当する原稿が野々口の部屋から見つかっていない。これらのことから私は、日高邦彦は野々口衆というゴーストライターを持ちつつ、自分でも作品を書いていたのではないかと考えている。だから日高理恵の言う、二人の話し合いがなければ生まれなかった作品。 という小説が存在していても、少しもおかしくはないわけである。私は質問の内容を少し変え、では野々口衆が日高国彦を殺したことで、その動機について何か思い当たることはないかと尋ねてみた。それについては、ずっと考えています。でも本当に何も思い浮かばないんです。どうして野々口さんが主人を。実を言うと、 あの人が犯人だという話自体、まだ信じられない気持ちです。だってとても親しくしていたんですよ。あの二人が喧嘩をしたり、口論するのを見たことがありません。何かの間違いじゃないかって、今も思っているんです。彼女の表情から芝居じみたものは感じられなかった。帰り際になって、日高理恵は私に一冊の本をくれた。 灰色の地に金粉をまぶしたような想定のその本は夜行中の単行本だった。これを読んで夫の実力に疑いを持つようなことはやめてほしいという意味なのかもしれない。その夜から私はこの本を読み始めた。そういえば私が野々口衆に日高国彦の著作の中に推理小説のようなものはあるのかと尋ねたとき、彼はこの作品名を挙げたのだった。 何らかの意図があったのかどうかはわからない。うがった見方をすれば、わざと自分が関与していない作品を取り上げたという考え方もできる。夜行中部は、年老いた男と彼の若い妻の話だった。男は画家で、妻は彼のモデルでもある。画家は妻が不定を働いているのではないかと気をもんでいる。このあたりは、ありふれた通俗小説風だ。 ところがこの妻が、実は二重人格者であり、そのことを彼が知るというところから、物語は急展開し始める。彼女の人格のどちらかには若い恋人があり、二人で画家を殺すことを企んでいることが明らかになったりするのだ。ところがもう一方の人格は画家に対して忠実であり、彼のことを心の底から愛してくれているらしい。 画家は彼女を病院に連れて行くことを検討する。するとある時机の上にこんなメモが置いてあった。精神科医によって殺されるのは彼女か私か。つまり病気が治った時に彼を愛する方の人格が残っているとは限らないという意味だ。このメモを残したのは無論悪魔の妻の方だろう。苦問する彼は夜な夜な自分が殺される夢を見る。 天使の顔をした妻が彼に微笑み見かけた後、寝室の窓を開けるのだ。するとそこから男が入ってくる。男はナイフを持っていて彼に襲いかかるが、その直後男の姿は妻に変わるそういう夢だ。最後には本当に命を狙われることになるのだが、正当防衛という形で画家の方が妻を刺し殺してしまう。そしてそこから彼の新たな苦悩が始まる。 殺す直前、彼女の人格が変わったように思えるからだ。自分が殺したのは天使だったか、悪魔だったか答えは永遠の謎だ。あらすじだけをまとめるとこのようになってしまうが、読解力のある人間が読めば、もっと別の、おそらく高度な解釈をするのだろう。老いてからの性欲だとか、芸術家の中に潜む醜い心なども、 きちんと汲み取っていく必要があるのかもしれない。だが国語が苦手だった私には、行間を読むということはできないし、表現力の優劣なども判定できなかった。日高理恵には悪いが、あまり面白くなかったというのが率直な感想だ。ここで二人の略歴を見比べてみる。日高国彦は、某私立大学の系列高校に入り、 そのまま大学の文学部哲学科に進んだ。そこを卒業後は、広告代理店、出版社と務めを変え、その間に応募した短編小説で新人賞を受賞したのをきっかけに作家活動を始める。それが約10年前だ。それから3年ほどは大して本も売れなかったが、4年目に燃えない縁という作品で文学賞を受賞。それ以後、 人気作家への道を歩み始めている。一方、野々口周は、日高とは別の私立高校に入り、一浪した後で国立大学のこちらも文学部に合格した。専攻は国文化。教職課程を取り、卒業後に公立中学へ赴任した。今年辞職するまで、三つの学校で教鞭を取っている。彼と私が同じ職場になったのは、 彼にとっては二つ目の学校である。野々口柊が作家としてデビューしたのは三年前である。年に二回発行される児童向けの小説雑誌に30枚の原稿を書いたのだ。ただし彼の名前で発行された単行本はまだ一冊もない。別々の道を歩んでいた二人が再会したのは野々口柊によれば七年ほど前らしい。 小説雑誌などで日高の名前を見かけるようになり、懐かしくなって訪ねていったのがきっかけだという。これは本当ではないか、というのが私の見方である。前述の通り、それから約一年後に日高は文学賞を取るわけだが、受賞作の、燃えない縁無は、例の野々口の原稿と内容が一致している最初の本なのだ。野々口との再会が日高に幸運をもたらした。 と考えることには無理がないように思える。私は燃えない縁を出版している会社に行き、当時の担当編集者から話を聞くことにした。その人はサンソンという中年の腰の低い人物で、現在は小説雑誌の編集長に出世していた。私の質問のポイントは一つだった。つまり日高邦彦があの作品を書いたことは、 それまでの彼の実績から考えて予想し得るものだったのか、それとも彼にしては突然上出来の作品を書いたと思われているのかということだ。すると三村氏はこの質問に答える前に、次のように聞いてきた。それは最近噂になっているゴーストライター説の裏付け操作でしょうか。やや神経質になっているのが分かった。彼らとしては死んだとはいえ、 日高邦彦の名前に傷をつけるわけにはいかないのだろう。説と言えるほど根拠のあるものではないんです。ただ確認だけはしておきたいと思いまして。根拠もないのに、そういう突飛な話が出てくるとは思えませんがね。三村氏は皮肉を一言入れてから、こちらの質問に答えてくれた。結論から言いますと、 燃えない縁が日高さんにとって分岐点になったことは確かです。あの作品で人皮はぎけましたね。化けたという人もいますが、するとそれまでの作品と比べて格段に優れていたというわけですかまあそうなりますが、私としてはさほど予想外ということはなかったですね。あの方はもともとパワーのある作家ではあったのです。 ところが荒削りすぎて読者がついていけないことが多かったのです。意図が伝わらないとでも言いますかその点燃えない縁具は非常にうまくまとまっています。お読みになりましたか読みました。いい話でした。そうでしょう。私は今でもあの作品が日高さんのベストワンだと思っていますよ。燃えない縁具は 普通のサラリーマンだった男が出張先で見た花火の美しさに見せられて花火師になる話だ。ストーリーも面白いが花火の描写が特に見事だった。あれは書き下ろし作品でしたね。連載とかではなく。そうです。日高さんが書き始められる前に打ち合わせはなさいましたかそれはもちろんしました。いつも どの作家ともします。その事実さ算とは、どういったことを話し合われたのですかまず内容についてです。テーマだとかストーリー、それから主人公の人物像などです。二人で考えるわけですかいや、基本的にはすべて日高さんに考えていただきます。当然でしょう。あちらが作家なんですから。こちらは作家の話を聞いて、 意見を述べる程度です。例えば主人公が花火師という設定ですが、これも日高さんお自身のアイデアですかもちろんです。それを聞いて、どうお感じになられましたかどうとはいかにも日高さんらしいアイデアだと思いましたか別にそうは思いませんでした。と言って、意外でもなかったですよ。 花火師について書いている作家は少なくありませんから。三村さんがアドバイスをされて、その結果内容が変わった部分というのはありませんか大きな部分ではありません。完成した原稿を見て疑問点があった場合などは指摘します。でもそれをどう直すかは全て作家の仕事です。最後にお伺いします。もし日高さんが他人の作品を 自分の言葉、自分の表現で書き直した場合、それを読んであなたは、それが別の人間の作品であると見抜けますか三村氏はしばらく考えて答えた。正直言いますと、見抜けません。その作家の作品であるかどうかを知る手がかりは、言葉遣いや表現ですからね。しかし彼は次のように付け加えることも忘れなかった。でもね、刑事さん。 燃えない縁は、間違いなく日高さん本人の作品ですよ。執筆中にも何度か会いましたが、彼は常に悩んでいました。今にも挫折しそうになったこともあります。他人の小説を下敷きにしていたのなら、あんなに苦しむ必要はなかったはずです。私はこれについてはあえて何も言わず、礼を言って席を立った。が、頭の中では、反論が出来上がっていた。 それは辛い時や苦しい時に楽しそうに振る舞うのは困難だが、その逆の芝居は大して難しくないというものだった。私のゴーストライター説は揺らがなかった。犯罪の影に女あり、とよく言われる。だが今回の事件においては、野々口周の女性関係について、さほど突っ込んだ調査はなされなかった。なんとなく、 そうした話とは無縁だろうという空気が、捜査人の間に漂っていたからだ。あるいはそれは、野々口自身が持つ雰囲気に影響された結果かもしれなかった。彼は特に醜くはないが、彼に寄り添う女性の影を想像するのは難しい用紙をしていた。ところがそれは見込み違いだった。彼にもどうやら特別な関係にあった女性がいたようである。 その手がかりを発見したのは、野々口衆の部屋を改めて調べ直していた捜査グループだ。手がかりは三つあった。一つ目はエプロンである。チェック柄で明らかに女性用と思われるデザインのエプロンが、野々口衆の整理タンスの引き出しに洗濯されアイロンをかけた状態で入れられていた。たまに部屋に来た女性が彼のために家事をするときに使用していたのではないか。 と我々は考えている。二つ目は金のネックレスだ。こちらはまだケースごと包装紙に包まれたままだった。世界的に有名な宝石店の品である。誰かにプレゼントしようとして、そのままになっているという印象を受ける。そして三つ目は旅行の申し込み書だった。それは小さく折りたたまれ、ネックレスの包みと一緒に、 小物入れの中に収められていた。書類は暴力を代理店のもので、その内容によると、野々口州は沖縄旅行を申し込もうとしていたようだ。申し込みの日付は7年前の5月10日となっている。出発予定日は7月30日だから、夏休みを利用して旅行するつもりだったらしい。問題は参加者の指名欄である。 そこには野々口秀という名前と並んで野々口諸子とあった。年齢は29歳。この女性についてはすでに調べが済んでいた。結論を言うとこういう名前の女性は存在しない。正確に言うと野々口秀の親戚にも家族にもこの名の人物はいないのだ。夫婦と偽ってどこかの女性を連れて行こうとしたと考えるのが妥当だった。 これら三つの手がかりから推定できることは、野々口周には少なくとも7年前には恋人と呼べる相手がいて、現在その相手との仲がどうなっているのかは不明にしろ。彼の方は未だにその女性に対して好意を抱いているらしいということである。そうでなければ、思い出の品を大切に取っておくということはありえない。私は上司にこの女性について調べてみることを申し出た。 この女性が今回の事件に関係しているかどうかはわからない。だが7年前といえば、日高国彦が燃えない縁を発表する1年前である。その頃野野口周に何があったのか、この女性に会えばわかるような気がしたのだ。まず私は野口本人に聞いてみることにした。良室のベッドで上半身だけを起こした彼に、エプロンやネックレス。 それから旅行申込書が発見されたことを話した。あのエプロンが誰のもので、ネックレスは誰にプレゼントするつもりで、誰と沖縄に行くつもりだったかを話していただきたいのです。この話題に対して野々口衆は、これまでとはまた違った拒絶の態度を示した。すなわち、明らかに老狽していたのである。そのことが今度の事件と、どういう関係があるのかね 確かに僕は人を殺した犯人で、その罪を償わなければならない立場ではあるが、事件と無関係なプライバシーまで公表しなければならないのかい。公表しろとは言っていません。私にだけ話してくださればいいのです。もし捜査の結果、事件と無関係であることが判明すれば、二度とこのような質問はいたしませんし、もちろん報道機関に発表することもしません。 また、相手の女性に迷惑をかけないことは、私が保証します。事件とは関係がない。僕が言うんだから間違いない。ならば、あっさり教えてくださった方がいいと思います。先生にそのような態度を取られますと、こちらとしては勘ぐらざるを得ません。そして我々が勘ぐるということは、徹底的に調べるということを意味します。 我々が徹底的に調べれば大抵のことはわかります。ただ、捜査員が動けばマスコミが嗅ぎつける確率も高くなります。それは先生にとってもあまり歓迎することではないと思うのですが、しかし野々口衆はその女性の名前を言おうとはしなかった。その代わりに捜査のやり方にクレームをつけてきた。とにかく、 これ以上部屋の中を引っかき回さないでもらいたいね。中には人から預かった大事な本なんかもあるんだから。医師によって面会時間が制限されていることもあり、このあたりで私は病室を後にするしかなかった。だが収穫はあった。謎の女性が誰かを調べることは、今回の事件の真相を解明する上で無意味ではないと確信が持てたからである。さて、 では、どのようにして調べるか。私はまず、野々口周の近所の住人から話を聞いてみることにした。彼の部屋に女性が出入りするのを見たことがないか、部屋から女性の声が聞こえてきたことはないか、などを尋ねてみたわけである。不思議なことだが、他の内容の聞き込みでは、口の固い人間たちも、話が男女関係となると、割合に積極的に情報を提供してくれるものなのだ。 だがこの聞き込みでは成果が上がらなかった。野々口の左隣に住んでいて、専業主婦のせいで普段は大抵屋にいるという女性でさえ、彼のところに女性客が訪ねてくるのを見たことはないと答えたのである。最近でなくてもいいのです。数年前にでもそういうことはありませんでしたかその主婦が約10年前からそのマンションに住んでいると聞いて、私はこう質問した。 野々口もほぼ同時期に入居しているから、その主婦が彼の恋人を目撃する機会はあったはずである。ずっと昔なら、そういうこともあったかもしれませんけど、よく覚えていません。主婦はそう言った。最もな答えかもしれなかった。私は野々口周の交際範囲を洗い直してみた。この3月に辞めたという中学校にも行ってみた。 ところが彼のプライベートな部分について何かを知っている人間というのは極端に少なかった。以前から付き合いのいい方ではなかったが、体調を悪くして以来、彼が学校の外で学校関係者と会うということは全くなくなったという。仕方なく私は、野口周がその前に勤務していた中学校に足を運ぶことにした。彼が恋人と旅行に行こうとした7年前は、 その中学で教鞭をとっていたはずなのだ。だが私は正直なところ気乗りがしなかった。何しろそこは私がかつて教師として教壇に立っていた場所でもあったからだ。授業が終わる頃を見計らって、私はその学校へ出向いた。私の記憶にある古い三つの校舎のうち、二つが新しい建物に変わっていた。変化といえばそれぐらいだ。 グラウンドではサッカー部が練習をしていたが、その様子は10年前と何ら変わらない。門をくぐる勇気が出ず、下校していく生徒たちを眺めながら佇んでいると、彼らに混じって見覚えのある顔が前を通過していった。それはトネという女性の英語教師だった。私よりも7、8年先輩である。私は彼女を追い。声をかけた。 彼女は私の顔を覚えていたらしく、驚きの表情と笑顔を同時に見せた。私は改めて挨拶し、トネ教諭の近況などを型通りに尋ねた。その後、野々口元教諭についてお聞きたいのだがと切り出した。トネ教諭は即座に、最近話題になっている人気作家殺人事件のことが頭に浮かんだようで、真剣な顔つきで承諾した。 近くの喫茶店に我々は入った。昔はなかった店だ。あの事件には私たちも驚いていたの。まさかあの野々口先生が犯人だなんて。それから彼女は興奮した口ぶりで付け加えた。おまけに加賀先生が事件を担当しているなんてね。すごい偶然ね。その偶然のおかげで一番苦労しているのは私なのだというと。 そうだろうという顔で彼女はうなずいた。私は早速本題に入った。質問の一つ目は、野々口周に特別な女性がいたことを知っているかどうかということである。難しい質問ね、というのがトネ教諭の最初の一言だった。私の女の勘から言わせてもらえるならいなかったと思う。そうですかでも女の勘というのは、 的中した時は印象的だけれど、実は結構外れるものでもあるのよ。だから客観的なデータも上げておいた方がいいわね。野々口先生が何度かお見合いをしたことがあるのは知ってるい,いえ、知りません。結構頻繁にお見合いしてたのよ。当時の校長が話を持って行ったこともあったはずよ。だから恋人はいなかったと思うわけ。 それは何年ぐらい前の話ですか野々口先生がうちの学校を出る少し前だから、5、6年前ということになるわね。それより前はどうですかやはり頻繁に見合いをしておられましたかどうだったかしら正確には覚えてないわね。他の先生に聞いてみましょうか。あの頃の先生方がまだ大勢いらっしゃるから。お願いします。 助かります。利根教諭は電子手帳を取り出し、そこに何やらメモを打ち込んだ。私は質問の二つ目に移った。それは野々口衆と日高邦彦の関係について何か知っていることはないかというものだった。そうか、あの時すでにあなたは学校を辞めていたのね。あの時と言いますと日高邦彦が何かの新人賞を取った時よ。 さあ、どうでしたか何しろ大きな文学賞でも関心がない方ですから。私だっていつもなら、そんな新人賞が存在することも知らなかったと思うわ。でもあの時は違ったの。野々口先生が、その新人賞の発表があった雑誌を学校に持ってきて、みんなに見せて回ったのよ。これは僕の同級生なんですよって。随分はシャイでたわ。 これは私の記憶にはないことだった。やはり私が辞めてからの出来事なのだろう。その頃、野々口先生は、日高国彦と交流があったんでしょうか。よく覚えてないけど、その時点では多分なかったんじゃないかしら。その後しばらく経ってから、彼と再会したというようなことを言ってたと思うから。しばらく経ってからというと、2、3年後という意味ですか まあ、そんなところね。野々口修自身は、7年前に日高邦彦を訪ねて行ったことがきっかけで交際が復活したと言っているから、辻褄が会うわけだ。野々口先生は日高邦彦について、どのように言ってましたかどのように言って何でも構いません。人柄についてでもいいし、作品についてでも。 本人について何と言ってたかは覚えてないけれど、作品については割とけなしていたように思うわね。評価していなかったということですね。どういった具合にですか細かいことは忘れちゃったけど、だいたいいつも言うことは同じだったと思う。文学というものを誤解しているとか、人間が描けてないとか、俗っぽいとか。まあそんなところね。 野々口周本人のセリフとは随分違うと私は思った。彼はそういう作品を書き写し、手本にしているとまで言っているのだ。けなしながらも、日高国彦の本を読んではいたわけですね。おまけに愛にも言った。そういうこと。でもあれは屈折した真理の現れだったのかもしれないわね。どういう意味です。 野々口先生も作家志望だったから、幼馴染みに先を越されて焦っていたんじゃないかしら。でも無視することはできない。つい読んでしまう。そうして、なんだこんなもの、自分の書くものの方が面白いのにってことになるわけ。ありそうな話だった。日高邦彦が燃えない縁という作品で文学賞を取った時の野々口先生の様子はどんな風でしたか 嫉妬に狂ってたと言いたいところだけれど、そんなことはなかったみたい。むしろ他の人たちに誇らしげに話してたように思う。この話自体はどのようにでも解釈できた。野々口周の相手の女性を突き止めることはできなかったが、それなりに参考にはなった。私はトネ教諭に礼を言った。仕事の話が終わったことを確認すると、トネ教諭は私に。 今の仕事についての感想や転職した当時の心境などを尋ねてきた。私は当たり障りのないことを答えておいた。苦手な話題の一つだった。彼女もそのことを察知したらしい。あまりしつこくは問い詰めてこなかった。ただ最後にこんなことを言った。今でもやっぱりいじめはなくならないのよ。そうでしょうね、と私は答えた。 いじめに関する事件には、私も敏感になっている。かつての自分の失敗が頭にあるからだ。喫茶店を出て、トネ教諭と別れた。一枚の写真が見つかったのは、私がトネ教諭に会った翌日のことである。見つけたのは、牧村刑事である。この日私と彼は、改めて野口修の部。矢を調べることにしたのだ。 我々の目的は、言うまでもなく野々口と特別な関係にあった女性の正体を突き止めることである。エプロン、ネックレス、旅行申し込み書今のところ、この3点が手がかりだが、他にもっと決定的なものがあるのではないかと考えた。女の写真の存在については、我々はかなり希望的な見方をしていた。思い出の品を大ごとに取っておく以上は、 写真をそばに置いておかないはずがないと思ったのだ。ところが実際には、この時点でそういった写真は見つかっていなかった。分厚いアルバムにも、それらしき人物の写ったものはない。これは奇妙なことと言えた。なぜ野々口は女の写真を手元に置かなかったのだろう。創作の手を休め、私は牧村刑事の意見を求めた。 写真を持ってなかったんじゃないですかどこか兵所に旅行に行ったというなら、その時に撮影するでしょうが、そういうことがなければ案外相手の写真というのは手に入れにくいものですよ。そうだろうか。旅行申込書などを大ごとに取っておくほどの男が、その相手の写真を一枚も持っていなかったということがあり得るだろうか。エプロンがあるのだから、女はしばしばこの部屋に来ている。 その時に撮影することだって可能なはずだ。野々口周はオートフォーカス付きのカメラを持っている。写真があるのに見つからないということは、どこかに隠してあるということですよね。そういうことになる。だがなぜ隠してあるんだろう。野々口は逮捕されるまで、この部屋が警察によって捜索されることなど予想できなかったはずだ。わかりません。 私は部屋の中を見回した。そして一つのひらめきを得た。私は先日野々口周が言っていたセリフを思い出した。これ以上部屋の中を引っかき回さないでもらいたい。人から預かった大事な本もある。という言葉だ。私は壁一面を覆い尽くしている書籍類の前に立った。そして端から順番に調べていった。野々口があのように言ったのは、 触れて欲しくない本があることの現れだと推察したのだ。牧村刑事と手分けして、一冊一冊の本を慎重に調べていった。写真、手紙、メモ、そういったものが挟まれていないかどうかを確かめた。作業には2時間以上を費やした。さすがに文筆家だけあって、書籍の数は並大抵ではなかった。我々の周りでは、 積み上げられた本がピサの斜塔のように傾いていた。考え方を間違えていたかもしれないと私は思った。仮に野々口衆が写真なり何なりを隠していたにせよ、本人もそれを取り出しがたいのでは意味がないのだ。いつでも取り出せて、しかも手っ取り早く隠すことができる、そんな風であるはずだった。私がそのことを言うと、 牧村刑事はワープロの置かれている机の前に座った。そして野々口衆が仕事をしている姿を真似てみた。仕事の合間に、ふと女のことを思い出すとしたら、この辺りに写真があるとちょうどいいですね。彼が行った場所はワープロのすぐ横だったが、そこにはもちろん写真立てのようなものも置かれてはいない。見えない場所で、なおかつ、いつでも手の届くところだ。 私のこの要求に合うものを牧村刑事は探した。やがて彼が目をつけたのは分厚い工事園だった。彼はそれに着眼した理由を後にこう述べている。ページの隙間から何枚もしおりの端が出ていたんです。なるほどと思いました。辞書で調べ物をするとき、あちらこちらを同時に見たいときもありますからね。で、高校時代。 本を読む時にアイドルタレントの写真をしおり代わりにしていた友人がいたのを思い出しまして、彼のこの直感は的中していた。その工事園には5枚のしおりが挟み込まれていたが、そのうちの1枚は若い女性の写真だった。背景はどこかのドライブインのようだ。チェックのシャツに白いスカートという出で立ちだった。この女性が誰であるかについて、 早速調査が始まった。が、それはさほど手間取らなかった。日高理恵が知っていたからである。写真の女性の名前は日高初美と言った。つまり日高国彦の前の妻である。初美さんの旧姓は篠田さんと言いました。主人と結婚したのは12年前と聞いています。で、彼女が交通事故で亡くなったのは、 5年ほど前だったはずです。お会いしたことはありません。私が主人の担当になった時には、もうお亡くなりになっていましたから。でも家に残っているアルバムの写真を見て、顔は知っていました。ええ、この写真の女性は、初美さんに間違いないと思います。今は未亡人となった日高理恵は、我々が持って行った写真を見て、このように言った。 そのアルバムを見せていただけますか私が言うと、日高理恵は申し訳なさそうに首を振った。今はここにはないんです。私との結婚を機に、そのアルバムを含めて、初美さんの思い出の品はほとんどすべて、主人が篠田さんのお宅の方へ送ったということでした。もしかしたらカナダに送ってある荷物の中に、そういったものが少しは入っているかもしれませんが、 私は知りません。もう間もなく、それらの荷物がこちらに戻ってくるはずですから、一応調べてみますけど。それはやはり日高国彦が新妻に対して気をやったと解釈していいのだろうか。その点について正すと、日高理恵はあまり愉快そうでない顔で言った。気を使ってくれたのかもしれませんが、私としては主人が初見さんの思い出の品を残しておくことについては、 さほど抵抗はありませんでした。それが当然のことだとも思うからです。ただ主人の口から、初美さんの話を聞いたことはほとんどありません。多分口にするのが辛かったのではないでしょうか。だから私も、あえて話題にすることもなかったのです。嫉妬とかではないです。単にその必要がなかっただけのことです。 極力感情を抑えて話している様子が印象的だった。私はこのセリフを学面通りに受け取る気はなかったが、半分は本心ではないかと感じた。ところで彼女は、なぜ我々が夫の前妻の写真を持っているのかについて、強い疑問を抱いた様子だった。事件に関係があるのですかと尋ねてきた。関係があるかどうかはまだわかりませんが、 この写真がひょんなところから出てきましてね。それで一応こうして調べているわけです。この曖昧な回答に、当然のことながら彼女は満足しなかった。どこですかひょんなところって野々口衆の部屋だ、と答えるわけにはいかなかった。それはまだお話しするわけにはいかないのです。申し訳ないのですが。 しかし彼女は女性特有の直感力を使って推理を働かせたようだ。まさかという顔をした。それからこんなことを言い出した。主人の通夜の時だったと思うのですが、野々口さんから妙なことを尋ねられました。何ですかビデオテープはどこにあるかって聞かれたんです。ビデオテープ最初私は、 主人が集めていた映画のビデオのことを言っているのかと思ったんです。でもどうやらそうじゃなくて、取材用に撮影したテープのことを言っておられたみたいなんです。ご主人は取材でビデオカメラを使うことがあったんですかはい。特に動きのあるものを取材するときには、必ずビデオカメラを持っていきました。野々口は、そのテープがどこにあるかと聞いたのですね。 そうです。それで何とお答えになったのですか先にカナダに送ったと思うと言いました。仕事に関するものは全部主人が整理したものですから私はよく知らないんです。野々口はどう言いましたか荷物が届いたら知らせてほしいとおっしゃいました。仕事に使うテープで日高に預けたものがあるからという話でしたけど。 何が映っているかは言わなかったのですね。はい、と答えてから、日高理恵は探るようにこちらを見ながら言った。誰かが映っているのかもしれませんね。誰かとは日高初美のことを言っているのだろう。だが私はそれについてはコメントせず、カナダからテープが戻ったら知らせてほしいと言った。他に、野々口があなたに話したことで、気にかかったことはありませんか さほど期待せず、念のために私は聞いた。すると日高理恵は、ややためらいがちに、実はもう一つあると言った。これは少し前のことなんですけど、野々口さんが初美さんのことを話しておられたことがあります。私は少し驚いた。どういう内容でしたか初美さんが亡くなった事故のことです。彼は何と言ったのですか 日高りへは少し迷いを見せてから決断したように言った。あれは単なる事故だと思っていない。野々口さんはそうおっしゃったのです。注目すべき証言だった。私は詳しく話してほしいと頼んだ。詳しくも何も、これ以上のことはおっしゃいませんでした。主人が席を立って、たまたま私たち二人だけになった時のことです。 どうしてそんな話になったのか、ちょっと思い出せないんですけど、その言葉だけは忘れられなくて。確かに印象に残って当然の発言ではある。単なる事故でないとすれば、何だというのですかそれも言わなかったのですかはい。私も聞いたんです。それはどういう意味ですかって。そうしたら野々口さんは、途端に後悔したような顔をなさって、 今言ったことは忘れてください。日高にも話さないでほしいとおっしゃいました。それであなたはどうされたのですかご主人にその話をされましたかいいえ、話しておりません。さっきも言いましたように、初見さんの話題は避けていましたし、気軽に口にできる内容でもありませんでしたから。この日高理恵の判断は妥当なものであろう。我々は念のため、 日高初美のことをよく知る人間。例えば日高屋に出入りしていた編集者や近所の人間にも写真を見せてみた。全員が写真の主は初美であると明言した。さて、なぜ野々口衆が日高初美の写真を所持していたのか。だがこれについてはあえて推理するまでもないであろう。野々口の部屋にエプロンを置き、彼からネックレスのプレゼントを贈られるはずだった女性。 彼と一緒に沖縄へ行こうとした女性の正体が、日高初美だったということなのだろう。その時点では彼女は劣気とした日高国彦の妻であるから、二人は不倫の中にあったということになる。野々口衆が日高国彦と再会したのが7年前で、日高初美の死んだのが5年前だから、二人が関係を深める時間は十分あったと見ていいだろう。 また、野々口の部屋から発見された旅行申込書に書かれていた。もう一人の名前は野々口書士だった。あれは、初見の偽名と考えられる。試験であるが、これらのことが今回の事件に全く無関係だと考えるのは無理があるように思われる。未だ野々口が語ろうとしない犯行の動機に密接に関わっているのではないだろうか。私は、 野口衆が日高邦彦のゴーストライターをしていたことは、まず間違いないと推理している。多くの状況証拠がそれを物語っているのだ。ただし、ではなぜ彼がそういう境遇に甘んじていたのかという疑問に答えることはできない。これまでに調べた限りでは、日高から野口に対して、何らかの見返りが施されていたという事実はないようなのだ。それに、 これは最近編集者などと話しているうちに感じたことだが、作家は自分の作品を金で売るようなことはしない。高い評価を受けるような作品ならば、なおさらのことだ。野々口は日高に対して、何か大きな負い目を持っていたということになるのだろうか。だとしたら、それは何か。ここで日高初美とのことを考えざるを得ない。もちろん、だからといって、 例えば、日高国彦が二人の関係に気づいていて、それを黙認する代わりに野々口にゴーストライターとなることを強要したと考えるのは短絡的、過ぎるだろう。初見が死んだ後も、野々口が日高に作品を教出し続けてきたことの説明もつかない。だが、いずれにしても、野々口周と彼らの間に何があったかを調べる必要はありそうだ。残念ながら二人とも死んでいて、 直接話を聞くことはできないが、そこまで考えたところで、日高りへの話がよみがえってくる。野々口が、初見の死を単なる事故死とは考えていないらしいという話だ。彼はどういうつもりでそんなことを言ったのか。また事故でないとすれば、何だというのか。私はその事故について調べてみることにした。データを検索したところ、 日高初美が死亡したのは5年前の3月だ。夜の11時頃、近くのコンビニエンスストアへ買い物に行く途中、トラックに轢かれたとなっている。現場はカーブに差し掛かっていて見通しが悪く、しかもその日は雨が降っていたらしい。また彼女が道路を渡ろうとした地点に横断歩道はなかった。最終的にはトラック運転手の前方不注意という結論が下されている。 これは車対歩行者の事故の場合、当然のことと言えた。ただし記録によると、運転手自身は、なかなか自分の非を認めようとはしなかった様子だ。日高初美の方が突然道路に飛び出してきたのだと主張していたらしい。もしこれが事実であったなら、目撃者がいなかったのは運転手にとって不幸だったということになる。だが、その供述を信用する根拠はなかった。 人を引き殺した運転手のほとんどどが、とりあえずは歩行者側の落ち度を主張するというのは、交通事故を扱ったことのある警官なら誰でも心得ていることである。しかし私は仮説として、この運転手の言いはかたしかった場合のことを考えてみた。仮に野々口周が言ったように単純な事故でないとしたら、残る可能性は二つしかない。自殺か他殺だ。 他殺だとすると、誰かに突き飛ばされたということになる。するとその現場には当然、犯人がいなければならない。突き飛ばすのはトラックが接近する直前だから、その犯人の姿を運転手が見ていないのはおかしい。すると残るのは自殺だけだ。つまり野々口周は、日高初美は事故死したのではなく、自殺したと考えていることになる。 なぜ彼はそう考えるのか。物的な証拠が残っているのか。例えば遺書が彼宛に届いているとかだ。野々口衆は、日高初美が自殺する動機に心当たりがあったのではないだろうか。そしてその動機とは、彼との不倫に関するものではなかったか。やはり不定を夫に気づかれたのだろうかと私は考えた。それで捨てられることが決定的になり、 悲観して死を選んだのか。もしそうだとすると、野々口とのことは単なる火遊びだったということになる。いずれにしても、日高初美という女性について調べてみる必要はありそうだった。私は上司の許可を得て、牧村刑事と二人で彼女の実家を当たってみることにした。死の台は横浜の金沢区にあった。高台にある、 庭の手入れの行き届いた上品な日本家屋だった。両親ともに健在という話だが、父親は所要で留守とかで、この日は母親の篠田弓江が我々の相手をしてくれた。小柄で品の良い婦人だった。我々の訪問を、彼女はさほど意外には感じていないようだった。日高邦彦が殺された事件を知って以来、 いずれ自分たちの元へも警察が来るに違いないと予期していた様子だった。むしろ今まで来なかったことの方が予想外だったらしい。ああいうお仕事をするほどの方ですから、多少性格面で難しいところもあったようです。特に仕事で行き詰まっている時などは、神経を使うと初見はこぼしておりました。でも普段は思いやりのある、いい旦那さんだったように思います。 これが外シュート目による日高邦彦の印象である。率直に話しているのか、本音を隠して当たり障りのないことを喋っているのか、私には判別できなかった。いつものことながら、年配の人間、特に女性の本心を見抜くのは、とても難しい。彼女によると、篠田初美と日高邦彦が出会ったのは、二人が小さな広告代理店に勤めていた頃らしい。 日高がその会社で2年ほど仕事をしていたことは我々も確認済みである。交際中に日高は出版社に移り、その少し後に結婚。そして間もなく、彼は新人賞を取って作家に転身したというわけだ。職業が頻繁に変わるので、そんな人に初見を任せていいものかと、うちの人と心配したこともありましたが。 おかげさまで金銭面で苦労したことはなかったようです。そのうちに国彦さんが売れっ子作家になりましたから、これでもう何も心配することはないと喜んでいたんですよ。そんな矢先に初見があんなことになってしまって、死んでしまったら何にもなりませんよね。篠田弓江は目を潤ませる気配を見せたが、さすがに我々の前で泣き出したりはしなかった。五年の間に、 ある程度の心の整理はついたと見える。買い物の途中で事故に遭われたそうですね。さりげなく事故の詳細について尋ねてみることにした。はい。後で国彦さんからお話を伺った限りでは、そういうことでした。夜食用のサンドイッチを作るのに食パンがなかったので買いに行ったそうです。トラックの運転手は、 はつみさんが突然飛び出してきたんだと主張していたようですが、そうらしいですね。でも初はつみは、そんな無茶なことをする子ではありませんでしたよ。ただ、見通しが悪くて横断歩道もない道路を横切ったわけですから、やっぱりちょっと不注意だったのでしょうね。多分相当急いでいたんだと思います。その頃、夫婦仲の方はどうだったのでしょう。私の質問に、 篠田弓絵は少し心外そうな顔をした。別に悪くはなかったと思いますが、どうしてですかい,いえ、特に深い意味はありません。交通事故に遭われる方の中には何か悩みがあって、それでぼんやりしていたという人が多いものですから、ちょっと気になっただけです。私はそう取り繕った。そうですかでも私の覚えている限りでは、 本当にうまくいってましたよ。国彦さんが仕事にかかりっきりで、ちょっと寂しいということはあったようでしたけど。そうですか。その、ちょっと寂しいという心理が問題だったのではないかと私は思ったが、ここでは黙っていた。事故が起きる前、初美さんとはよくお会いになっていたんですかい,いえ、国彦さんの仕事の都合がありましたから、 なかなかこちらにも帰ってきませんでした。だから電話でちょっと様子を聞くぐらいのものです。声を聞いた限りでは、特に変わったことはないようだったのですね。ええ。初見の母親は頷いたが、なぜ刑事が5年も前の事故について聞きたがるのか不審に思ったようだ。遠慮がちにこう聞いてきた。あの、国彦さんの事件と初見と、 何か関係があるのですか関係は多分ないでしょう、と私は答えた。刑事というのは事件の関係者となると、個人であろうとも調べ上げなければ気が済まない人種なのだと説明した。初見のは親は半分は理解し、残り半分は疑問を残したままという顔で聞いていた。初見さんから野々口衆のことを聞いたことはありますか 私は話の核心に触れることにした。そういう人が出入りしているという話は聞いておりました。国彦さんの幼馴染みで作家志望だとか。他にはどういったことをさあ、随分前ですからよく覚えておりません。でも、さほどその人のことは話していなかったと思います。これは当然だろう。 自分の不倫相手のことを母親に話すことはないと思われる。初美さんの身の回り品はほとんどどこちらに置いてあるとお聞きしているのですが、それをちょっと見せていただくわけにはいきませんか私が言うと、さすがに初美の母親は戸惑った顔を見せた。身の回り品と言っても大したものはございませんが、どのようなものでも構いません。 とにかく日高邦彦さんや被疑者に関することを徹底的に調べているのです。そう言われましても、例えば日記などは書いておられませんでしたかそういうものはありませんでした。アルバムはそれはございますが。ではまずそれから見せていただけませんかでも貼ってあるのは国彦さんや初見の写真ばかりですよ。それでも結構です。 参考になるかどうかは、こちらで判断しますから。おかしなことを言う刑事だと彼女は思っているに違いなかった。初見が野々口周と関係していたらしいことを教えれば話が早いのだが、それをすることはまだ上司から許可を得ていない。合点がいかぬ様子だったが、初見の母親は一旦奥に下がり、アルバムを持って戻ってきた。アルバムといっても、 硬い表紙のついた立派なものではなく、薄い小冊子のような写真入れを何冊かケースに収められるようにしたものだった。私と牧村刑事は、それらを一冊一冊見ていった。そこに写っている女性は、野々口周の部屋から見つかった写真の女性と、間違いなく同一人物だった。大半の写真には日付が入っていたので、 野々口衆と接点があった頃のものを見つけるのは難しくはなかった。私はそれらの写真の中から、日高初美と野々口との関係を暗示する何かを発見しようと目を凝らした。やがて牧村刑事が一枚の写真を発見した。そして黙って私にそれを見せた。私はなぜ彼がその写真に着目したかをすぐに理解した。 私はこのアルバムをしばらく預からせてもらえないかと篠田弓江に頼んだ。懸念そうにしながらも彼女は承諾した。初美さんの身の回り品としては他にどういったものが残っていますかあとは衣類だとかアクセサリーだとかです。国彦さんが再婚なさるのにそういうのはあまり家には置いておけなかったんでしょうね。書簡類はどうですか 手紙だとかはがきはそういったものはなかったように思います。もう一度よく調べておきますけれど。ビデオテープはどうでしょうかカセットテープぐらいの大きさのものですが、日高国彦が取材に用いていたのは8ミリビデオだと、日高理恵からは聞いていた。さあ、なかったように思いますけど。では、 初美さんが親しくしておられた方のお名前を教えていただけますか初美がですかとっさに思い当たる名前はないようだった。ちょっと失礼しますと言って、彼女はまた奥に消えた。次に現れた時には、薄いノートのようなものを持っていた。これはうちの住所録なんですけど、初美の友達の名前も少しは書いてあるんです。 そして彼女はその住所録から三人の名前を拾い出してきた。学生時代の友人が二人と広告代理店時代の同僚が一人だ。三人とも女性だった。私はそれらの名前と連絡先をすべてメモした。三人の友人への聞き込みはすぐに行われた。学生時代の友人二人は日高初美が結婚した後はほとんど付き合いがないようだった。 しかし職場が同じだった長野静子という女性は、初見が事故に遭う数日前にも、電話で話をしたというぐらい親しくしていたらしい。以下は長野静子の証言である。初見さんは最初、日高さんのことをそんなには意識していなかったと思うんです。でも日高さんが強烈にアプローチしてきて、それで次第に惹かれていったという感じだったんじゃないでしょうか。 日高さんは仕事でも強引なところがありましたからね。初美さんは少し内気なところがあって、あまり自分の気持ちを表には出さない人でした。結婚を申し込まれた時も多分迷っていたとは思うんですけど、結局日高さんに押し切られたみたいです。だけど、結婚を後悔している様子はなかったです。幸せそうに見えましたよ。ただ、 日高さんが作家になってからは、それまでの生活パターンががらりと変わったせいか、いつも少し疲れているみたいでしたね。日高さんに対する不満みたいなものは、あまり聞いたことがありません。事故の前ですか特に用があったわけではなく、声を聞きたくなって私の方から電話したんです。彼女はいつも通りだったと思います。話の内容は細かく覚えていないんですけど、 買い物とかレストランの話をしたんじゃないでしょうか。電話では、いつもそんな話をしていましたから。事故のことを聞いた時にはびっくりしました。信じられなくて、涙も出なかったんです。通夜からお葬式まで、ずっとお手伝いさせていただきました。日高さんですかそりゃあ男性ですから、あまり人前で取り乱したりはなさらなかったですけど。 落ち込んでおられるのはそばで見ていてもよくわかりましたよ。あれからもう5年になるんですね。ついこの間のことのような気がするんですけど。誰ですか野々口衆って、あの犯人の野々口ですかさあ、お葬式に来ていたかどうかはちょっと。何しろ弔問客が多かったものですから。でも刑事さん、どうして今さら初美さんのことなんかを調べるんですか 何か事件と関係があるんですか日高初美の実家を訪れた二日後、私は牧村刑事と共に野々口周のいる病院へ行った。例によって、まずは担当医師の話を聞くことにした。医師は苦悩していた。手術の手はずは整っているが、本人が同意しないらしいのだ。手術をしても助かる見込みが少ないことはよくわかっている。 ならばこのまま少しでも長く生きながらえたいというのが野々口の言い分だという。手術をすることによって、式が早まるということもあり得るのですか私は担当医師に尋ねた。そういうこともなくはない、というのが医師の答えだった。だが手術をする価値はあるというのが彼の見解らしい。そういった話を頭に入れて、 我々は野々口の病室へ入っていった。彼は上半身を起こした姿勢で文庫本を読んでいた。ひどく痩せているが顔色は悪くない。少し顔を見なかったからどうしているんだろうと思っていたところだよ。彼の口調は相変わらずだった。が、声には明らかに正気が欠けている。また一つお伺いしたいことができましてね。 野々口衆はうんざりした顔を見せた。また金。君は意外に粘着質の性格なんだな。それとも刑事になると、誰でもそんな風に変わるものなのかな。私は彼の嫌味には対応せず、所持していた写真を彼の前に差し出した。言うまでもなく、工事園に挟んであった、日高初美の写真である。これがあなたの部屋で見つかりました。 この瞬間、野口衆の顔面が奇妙な歪みを持ったまま強張った。呼吸が乱れているのが分かった。それで彼は聞いた。それだけ言うのが精一杯なのだろうと私は解釈した。この写真について説明していただけますかなぜあなたが日高国彦氏の前の奥さんである初美さんの写真を持っていたのですかしかもご賞大ごとに。 野々口衆は私から視線をそらし、窓の外を見た。私はそんな彼の横顔を見つめた。彼がしきりに何か思考を巡らせている気配が、こちらにも伝わってきた。僕が初美さんの写真を持っていたら、どうだと言うんだい。そんなこと、今度の事件には何の関係もないじゃないか。ようやくこれだけ言ったが、それでも彼は窓に目を向けたままだった。 関係があるかどうかは我々に判断させてください。先生は判断のための材料だけを出してくださればいいのです。正直にね。僕は正直に話しているつもりだよ。ではこの写真のこともその姿勢で説明してください。何でもないんだよ。そんな写真には別に大した意味はない。何かの時に撮った写真を 日高に渡すのを忘れてそのままになっていたんだ。それでつい、工事園のしおり代わりに使っていたというわけさ。いつ撮った写真ですかこれはどこかのドライブインのようですが。忘れたよ。彼ら夫婦と一緒に花見とか祭り見物に出かけることもあったから、そのついでに撮ったんだろう。奥さんの方だけを撮ったわけですか相手は夫婦者なのに。 たまたまそういうことになったんだろう。ドライブインなら、日高の方はトイレにでも行っていて、その間に撮ったのかもしれない。ではこの時に撮った他の写真はどこにあるんですかだからそれがどういう時の写真かもわからないんだから、そんな質問に答えられるはずがないだろう。アルバムに挟んであるかもしれないし、誤って捨ててしまったかもしれない。とにかく記憶にないんだ。 野々口衆は老狽をあらわにしていた。私はさらに2枚の写真を取り出し、彼の前に置いた。どちらにも富士山が映っている。この写真には覚えがあるでしょう ?2 枚の写真を見て、彼が唾を飲み込むのを私は確認した。先生のアルバムから見つけました。さすがにこの写真のことは忘れてはおられないでしょういつの写真だったかな この2枚の写真はいずれも同じ場所から撮影されています。どこだったかまだ思い出せませんか思い出せないね。藤川です。正確に言うと藤川サービスエリアです。そして先生、先ほどの日高初美さんの写っている場所がまさにそこなんですよ。背後に写っている階段がそれを示しています。私の言葉に 野々口衆は沈黙した。日高初美の写真の場所が藤川サービスエリアであることは多くの捜査員が気づいたことだった。それを踏まえた上で我々は野々口のアルバムを見直した。その結果、富士山を撮った2枚の写真が見つかったのだった。それらが藤川サービスエリアから撮影された可能性が極めて高いことは静岡県警の協力を得て確認してあった。 カツさんの写真を撮ったのがいつだったか思い出せないということでしたら、この富士山の写真を撮った時のことを教えていただけませんかそれなら難しくはないでしょう。残念ながらそれも覚えてない。そういう写真がアルバムに挟んであったというのも、たった今まで失念していた。この件に関しては、白を切り通すことを決断したようだった。そうですかでは、 最後の写真をお見せするしかないようですね。私は切り札とも言うべき写真を上着の内ポケ僕から取り出した。それは日高初美の実家から借りてきたアルバムの中にあったものである。死の台へに行った時、牧村刑事が発見したのだ。三人の女性が写っている写真だ。この写真の中に、あなたにとって非常に馴染みの深いものが写っているはずです。 当然お分かりですよね。写真を見る野々口の顔を私は凝視した。彼はわずかに目を見開いた。いかがですか申し訳ないが、君の言わんとしていることがわからないな。このように言った彼の声はかすれていた。そうですかでもそこに映っている三人の女性のうち、真ん中の女性が日高初美さんであることはわかりますね。 これに対して、野々口は何も答えなかった。無論、皇帝の意味の沈黙である。では、初美さんがつけておられるエプロンについてはどうですか黄色と白のチェック柄に見覚えがあるでしょう。それは先生の部屋で見つかったのと同じものです。だからどうだと言うんだ。先生が日高初美さんの写真を持っておられたことについては、何とでも説明ができるでしょう。 でも彼女のエプロンを持っていたことは、どのように言い訳をなさるおつもりですか我々としては、お二人が特別な関係だったと考えるより他ないのです。野々口衆は低くうなり、その後はまたしても黙り込んだ。先生、どうか本当のことを話していただけないでしょうか先生がそのように隠し事をなさると、我々としては調べざるを得ません。 我々が動くと、当然マスコミに感づかれる確率も高くなります。今のところは、まだその気配はありませんが、そのうちに何か嗅ぎつけて、憶測に満ちた記事を書くかもしれません。すべて我々に話してくだされば、そういったことへの対策も取れると思いますが、このセリフがどれほどの効果をもたらしたのか、正確なところはわからない。だが、野々口の顔つきから、 逡巡し,しているらしいことは伺えた。やがて彼は言った。彼女とのことは今度の事件とは全く関係がない。そのことは断言しておく。このセリフに私は安堵した。とりあえずは一歩進んだのだ。二人の関係については認めるわけですね。関係というほど体操なものではない。ほんの一時期、 気持ちを迷わせることがあっただけだ。だけど彼女にしても僕にしても、すぐに熱は冷めた。関係はいつから正確には覚えてない。僕が日高の家に出入りするようになってから、5、6ヶ月後ぐらいじゃなかったかな。その頃風邪をひいてね、部屋で寝込んでいたところ、彼女が時々様子を見に来てくれた。それがきっかけだよ。 いつ頃まで続いたんですかに、3ヶ月だよ。今も言ったように、ほんの短い間、熱に浮かされていただけだ。二人とも、どうかしていたんだよ。でもその後も、先生は日高屋との交際を続けておられましたね。普通そういうことがあった後は、足が遠のくと思うのですが、我々の場合、倹悪になって別れたというわけではないからね。 二人で話し合い、こういうことはやめた方がいいという結論に達したんだ。以前のような付き合いをしようと、その時に約束した。とはいえ、日高屋で顔を合わせる時など、完全に平静だったとは言いにくいがね。事実、僕が行く時には、彼女は外出していることが多かった。やはり避けていたんだろう。こんな言い方をすると不謹慎かもしれないが、 彼女が事故でああいうことにならなければ、いずれ僕と日高夫妻との交際は終わっていたと思う。野々口衆は淡々と語った。先ほどまで見せていた老狽の色は消えていた。私は彼の表情を観察し、その話がどこまで信用できるものかを見極めようとした。嘘をついているようには見えない。しかしあまりにも落ち着きすぎていることが不自然でもあった。 エプロンの他に、ネックレスと旅行申込書が先生の部屋で見つかっています。あの二つも、日高初美さんに関係していると考えていいのですか私の問いに彼はうなずいた。二人で旅行しようと思いつき、申し込む直前まで話が進んだことがあるんだよ。でも結局実現はしなかった。なぜですか別れたからだよ。 決まっているだろう。ネックレスはいつか君が推理した通り、彼女に送るつもりだった。結局それも計画倒れに終わってしまったということだ。それらの他に、日高初美さんの思い出の品はありますか野々口衆は少し考えてから答えた。洋服ダンスの中に、ペーズリー柄のネクタイがかかっている。あれは彼女からプレゼントされたものだった。 それから食器棚に入っているマイセンのティーカップは、彼女が部屋に来た時に使ったものだ。二人で店に行き、二人で選んだ品だ。店の名前は銀座の店だったと思うが、場所や名前は覚えてないな。以上の内容を牧村刑事が記録するのを確かめてから、私は野々口修に聞いた。先生は今も日高初美さんのことを忘れられずにいる。 と考えていいわけですね。そんなことはない。遠い昔の話だ。ではなぜ、そういった思い出の品を大切に保管しておられたのですか大切に、というのはそちらの勝手な思い込みだ。処分することがないまま、ただ時間が流れてしまっただけのことだよ。写真もそうですか工事園に挟んであった写真も。 処分しそびれて何年もしおり代わりに使っていたとおっしゃるんですか野々口衆は返答に急したようだ。その証拠に次のように言った。まあ、好きなように想像すればいいさ。とにかく、今度の事件とは無関係な話題だよ。しつこいようですが、それを判断するのは我々です。最後に私はもう一つ確認しておくことがあった。 それは日高初美の自己死についてである。どう考えているのか、と質問した。どう考えているかと聞かれても困るね。ただ悲しいことだった、ショックだったとしか答えようがない。それなら、関川のことを恨んだでしょうね。関川誰だい、それは。知りませんか関川達夫というのがフルネームです。 聞いたことぐらいはあるんじゃないですか知らないな。聞いたことがない。彼が断言するのを確かめてから、私は回答を出すことにした。トラックの運転手ですよ。初見さんを引いた男です。野々口は今日疲れたようだった。そうか、そういう名前だったのか。ご存じなかったということは、さほど恨んではいなかったということですか 名前を覚えていなかっただけだよ。もちろん恨まないなんてことはない。ただ、どれだけ恨んでも、彼女が生き返るわけじゃないだろう。ここで私は日高利恵から聞いていた話を持ち出すことにした。自殺だったと考えておられるから、運転手を恨む気になれないのではないですか実際には彼は、単なる事故とは思っていない。と言っただけらしいのだが、 私はわざと自殺。という言葉を入れた。野々口は目を見張った。なぜそんなことを言うんだ。あなたがある人にそう言ったという話を聞いたからです。ある人というのに彼は思い当たったようだ。仮に言ったのだとしてもほんの思いつきで口にしただけだ。軽率だったことは認めるが、あまり重要視されると困るね。 ほんの思いつきにせよ、その根拠というのに興味があるんですが、忘れたよ。昔自分が発した細かい言葉の一つ一つについて、その根拠を説明しろと言われても、君だって戸惑うだろう。まあ、このことはいずれ詳しくお聞きすることになると思います。私は病室を後にしたが、十分な手応えを感じていた。野々口衆は、 間違いなく日高初美の死を自殺と考えている。我々が捜査本部に戻って間もなく、日高理恵から連絡が入った。カナダから荷物が戻ってきたというのだ。その中に、日高国彦の取材用ビデオテープもあるらしい。すぐに会いに行くことにした。荷物の中に入っていたビデオテープはこれだけです。そう言って日高理恵がテーブルの上に並べたのは、 8ミリビデオテープが7本だった。いずれも1時間録画用のテープだった。私は一つ一つを手に取ってみた。ケースには1から7までの番号が付けられているだけで、タイトルなどは書かれていなかった。日高本人としては、これで十分に分かったのだろう。内容を見たかどうか尋ねてみた。見ていない、と日高りえは答えた。 なんだか気味が悪くて。というのが彼女の言い分である。そういうものかもしれなかった。しばらく預からせてもらえないかと頼んでみた。彼女は OK した。それから、実はもう一つ、お見せしておいた方がいいと思われるものがあるんですけど。何でしょう。これなんですと言って、日高理恵はテーブルの上に。 弁当箱ほどの大きさの四角い紙の箱を置いた。主人の衣服なんかと一緒に入っていたんです。私は覚えがないですから、主人が入れたのだと思います。拝見しますと言って箱を引き寄せ、蓋を取った。そこにはビニール袋に入ったナイフが収められていた。絵がプラスチック製で、刃渡りは20センチぐらいありそうだ。ビニールごと持ってみると、 ずっしりとした重みがある。どういうナイフかと日高り絵に尋ねた。彼女は首を振った。それがわからないから、こうしてお見せすることにしたんです。私はこれまでに目にしたことがありませんし、主人から話を聞いたこともありません。私はビニール越しにナイフの表面を観察した。新品というわけではなさそうだった。 日高国彦が登山をしたことがあるかどうか聞いてみた。自分の知る限りはない、というのが彼女の答えだった。私はこのナイフも捜査本部に持ち帰ることにした。本部に戻ると、早速数人で手分けしてビデオテープの内容を調べた。私が見たのは、京都の伝統工芸、特に西陣織を取材したもののようだった。 職人が昔ながらの方式で織り上げていく様子や、彼らの日々の暮らしなどが記録されていた。時折ボソボソと注釈を喋る声が入るが、日高国彦本人のものだろう。1時間テープのうちの約8割が使用されており、残りの部分には何も記録されていなかった。他の捜査員たちの話を聞いた限りでは、他のテープも同じようなものだということだった。 純粋に取材を目的としたものとしか思えないらしい。一応我踊り子はお互いのテープを交換し、早送りなどして目を通してみたが、その印象に変わりはなかった。なぜ野口衆は日高邦彦のビデオテープのありかを理恵に尋ねたのか。何か彼にとって重大な意味を持つものが映っているからではないのか。しかし7本のテープを見た限りでは、 の,の口に結びつきそうなものは見つからない。どうやら当てが外れたらしいということになり、落胆ムードが漂い始めた。だがちょうどその時、鑑識の方から思いもよらぬ情報が届いた。鑑識には、例のナイフについての調査を依頼してあったのだ。その報告内容を要約すると次のようになる。刃の部分には若干の摩耗が見られ、 何度か使用した形跡あり。ただし血液が付着したことはないと思われる。絵の部分に指紋多数。鑑識の結果、すべて野々口衆のものと推定される。無論これは特筆すべき情報である。だが我々は、これについてどういう説明が可能か考えつかなかった。なぜ日高国彦は野々口衆の指紋のついたナイフを、 まるで貴重品のように保管していたのか。またなぜそのことを妻の理恵にさえも秘密にしていたのか。野々口本人に尋ねるという手もあるが、その案は却下された。このナイフは彼に真相を語らせる切り札になるのではないかという予感を捜査員全員が持っていた。そしてその翌日、日高理恵から再び連絡が入った。さらにもう一本。 テープが見つかったというのだ。急いで我々はそのテープを受け取りに行った。これを見てください。彼女がまず出してきたのは一冊の本だった。前に彼女からもらった夜行中という小説の単行本だった。この本が何か表紙を開いてみてください。彼女に言われ、私は表紙に指をかけた。同行した牧村刑事が、 あっと声を発した。本の内部がくり抜かれ、そこにビデオテープが収められていた。まるで昔のスパイ小説のようだった。この本だけが、他の書籍類とは別の荷物に入っていたんです。日高理恵は言った。何らかの意図のもとに、日高国彦が隠し持っていたテープであることは確実だった。我々は捜査本部に戻るまでの時間が惜しく、 その場で再生してみることにした。モニターに現れたのは、見たことのある庭と窓を撮影したものだった。それが日高屋のものであることは、日高家はもちろん我々もすぐに気づいた。夜に撮影されているらしく、ひどく暗い。画面の隅に日付を表す数字が並んでいた。それは7年前の12月を示していた。 果たして何が起きるのだろうかと私は身を乗り出した。しかしカメラは延々と庭と窓を映し続けているだけだった。何の変化もなく誰も現れない。少し早送りしてみましょうか。牧村刑事がそう言った時だった。画面に一人の人物が登場してきた。告白の章。野々口衆による手記。 この次に加賀刑事が病室へやってくるとしたら、それはすべての答えを探し当てた時ではないか。私はここ数日、実はそんな風に考えておりました。彼のこれまでの仕事ぶりから、そのように予想したのです。彼は実に確実に、抜かりなく、そして驚くべきスピードで、真相に迫っている様子でした。 私には彼が近づいてくる足音がいつも聞こえていました。特に日高初美との中を知られたと分かった時から、私はある程度の覚悟を決めなければなりませんでした。もうこれ以上はごまかせないかもしれないなと、半ば諦めていました。彼の警眼は、私が恐れた以上だったのです。私がこんなことを言うのはおかしいのですが、 彼が教師を辞めて今の職業を選んだのは正解だったと思います。かが刑事は病室に二つの証拠を持って現れました。一つはナイフであり、もう一つはビデオテープでした。驚いたことにテープは夜行中の本の内部をくり抜いたケースに入っていたそうです。日高らしいいたずらだなと私は思いました。そしてまた彼らしいしたたかさだとも感じました。 これが夜行中ではなく別の本であったなら、さすがの加賀刑事も、そう簡単には真実を見抜けなかったはずなのです。このテープに映っている内容について説明してください。見てみたいとおっしゃるのなら、病院からビデオデッキとテレビを借りてきますが、加賀刑事が言ったことは、基本的にはたったこれだけです。しかし私に真実を語らせるには、これだけで十分でした。 本当のことを言わない限り、そのテープの内容を説明することなど不可能だったからです。そこに記録されている映像は、それほど異常なものでした。それでも私は、少しだけ無駄な抵抗を試みました。つまり何も答えないという態度をとったわけです。しかしそれがほとんど何の意味もなさないことは、すぐにわかりました。私が黙り込むと、 それを予期していたかのように加賀刑事は自分の推理を述べ始めたからです。驚くべきことに細部を除いてそれはほぼ事実を言い当てたものでした。さらに彼は次のように付け加えました。以上の話は現時点では単なる想像に過ぎません。しかし我々はこれをもって今回の犯行の動機と結論づけるつもりです。いつか先生はおっしゃいましたよね。 動機なんかはどうでもいい。好きなように警察で決めてくれればいいと。それに対する答えが今の話だというわけです。確かに私は以前彼にそういう意味のことを言いました。冗談でなく本気でした。なぜ私が日高国彦を殺害するに至ったのか、その真の理由を話すぐらいなら適当にでっち上げられた話に乗っても構わないと思ったのです。 まさか加賀刑事がその真の理由を見つけ出してくるとは、あの時は夢にも思いませんでした。だからその場合にどう対応するかということも、当然考えてはおりませんでした。どうやら僕の負けらしいね。私は言いました。老狽が表に出ぬよう、ゆっくりとした口調を心がけました。せめて物強がりだということは、加賀刑事にも分かったことでしょう。 話していただけますかとかが刑事は聞きました。そうするしかないようだね。僕が黙っていても、君は今の話を真実として裁判に提出する気なんだろう。そうなります。だったら、なるべく話の内容は正確にしておいた方がいい。その方が僕もすっきりする。自分の推理で間違っている部分はありましたかいや、 ほとんどないよ。大したものだ。ただし、補足しておきたいことがいくつかある。名誉に関わる問題でもあるし。それは先生の名誉ですかいや。私はかぶりを振って続けました。日高初美さんの名誉だ。納得したというように加賀刑事はうなずきました。そして同行してきた刑事に、記録を取るよう指示したのです。 ちょっと待ってくれ。と私は言いました。必ずこういう形を取らなければならないのかな。と言いますと少々長い話になりそうだし、僕としても頭の中で整理したい部分がある。思いつくまま語って、真意が伝わらないのも困る。長所には必ず目を通していただきます。それは分かっているが、僕にもこだわりというものがある。 告白するときには自分の言葉で語りたいと考えていた。加賀刑事は少し黙ってから口を開きました。告白文を書いてくださるわけですかそれが許されるのならそうしたい。わかりました。その方がこちらとしてもありがたいですね。時間はどれぐらいかがりますか丸一日あれば書けると思う。 加賀刑事は腕時計を一別してから明日の夕方伺います。と言って腰を上げました。私が今こうして告白文を書いているのはこのような経緯からです。おそらく他人に読ませるのを目的にこれほどまとまった文章を書くのはこれが最後になることでしょう。言うなれば最後の作品です。そんな風に考えると 一言一句もおろそかにできないと思えてくるのですが、残念ながら表現に凝っているほどの時間的余裕はなさそうです。日高国彦と再会したのは、何度も加賀刑事に言いましたように7年前です。当時日高はすでに作家としてデビューしておりました。某出版社の新人賞を受賞して、2年ほど経っていたと思います。 単行本は受賞作を中心にした短編集が1冊と長編小説が3冊出ていました。期待の若手という評価が当時はなされていたと記憶しています。もっともデビュー間もない作家が本を出す時には出版社は必ずそんな風に歌うのですが、幼馴染ということで私は彼がデビューした時からずっと気をつけて見ていました。よくやったなと思う反面、 妬ましさがあったことも否定できません。と言いますのは、当時すでに私も将来は作家になりたいという夢を持っていたからです。実は私と日高は子供の頃から何度かそういう夢を語り合ったことがあるのでした。二人とも本が好きで面白い本を見つけたら教え合い、互いの本の貸し借りなどもしました。シャーロック、 ホームズやルパンの面白さを私に教えてくれたのは彼です。代わりに私はジュール、ベルヌを推薦しました。こういう面白い話を自分も書いてみたいと日高はよく言いました。そしていつか作家になるのだと照れることもなく口に出していました。私は彼ほど堂々と宣言することはありませんでしたが、憧れの職業だということは言っておりました。 そんな背景があったわけですから、先を越された私が多少嫉妬するのも無理ないと思っていただけるのではないでしょうか。こちらは作家になるための足が仮さえつかめずにいたのです。しかしながら、やはりかつての友人が成功したわけですから、応援する気持ちの方がはるかに強かったことは言うまでもありません。また自分にとっても、これはチャンスではないかと考えました。日高を通じて、 出版関係者とのつながりができるかもしれないからです。そういう計算もあって、本当はすぐにでも彼に会いに行きたいところでしたが、デビュー直後の彼にとっては、たとえ幼馴染みの激励にしてもわずらわしいだけに違いないと推測し、しばらくは雑誌や本で彼の作品を読むという形で応援していくことにしました。そして彼に刺激され、 私もいよいよ本気で創作に取り組むことにしたのです。学生時代、私は仲間たち数人と同人誌のようなものを作っておりました。小説を書くのは、その時以来ということになります。私には長年温めていたアイデアがいくつかありました。その中から私が選んで書き始めたのは、花火師を題材にしたものでした。 私の実家のそばに花火職人が住んでいて、小学校の5年生か6年生の頃、何度か遊びに行ったことがあるのです。70歳ぐらいの老人だったと記憶しています。そのおじいさんの花火作りにまつわる話というのが面白くて、いつまでも忘れずにいたのです。で、その話を膨らませて小説にできないかと思いついたわけです。平凡な男が、 ふとしたことから花火作りにのめり込む、そんな筋立てを考えついて書き進めることにしました。丸い炎というのが、その作品につけた私の題名です。そんな風にして2年ほどが過ぎた頃、私は思い切って日高に手紙を書いたのです。デビュー当初から君の作品はすべて読んでいる、応援しているから頑張ってくれという内容のものです。 そして一度会いたいのだがということも書き添えておきました。意外なことに返事はすぐに来ました。いえ返事というのはおかしいですね。彼は私のところへ電話をかけてきてくれたのです。私の部屋の電話番号は手紙に書いておきました。彼は体操懐かしがってくれました。考えてみれば彼とゆっくり話をするのは中学卒業以来だったのです。 野々口が教師になったというのは、お袋から聞いてたよ。堅実でいいなこっちは給料もボーナスもなしだから、明日どうなるかもわからんという毎日の繰り返しさ。こんな風に言ってから、彼は来楽そうに笑いました。こんな風に言うのは無論、彼の方に優越感があったからに他ならないでしょうが、私はさほど不快には思いませんでした。 今度会おうという話は、その電話で具体化しました。新宿の喫茶店で待ち合わせをし、そのご中華料理の店で食事をしました。私は学校からの帰りということもあり背広を着ていましたが、彼はブルゾンにジーンズというデデたちでした。なるほど自由業というのはこういうものかと、妙に感心した覚えがあります。 昔話や共通の友人の近況などを話し合った後は、もっぱら日高の小説が話題の中心となりました。私が本当に著作をすべて読んでいると知り、彼は心底驚いていたようです。彼によると、仕事を依頼してくる編集者でも、彼の作品をほとんど読んでいないという人が大半なのだそうです。意外な話でした。 彼は大いに気を良くして多弁になっていましたが、その彼の顔が少し曇ったのは、私が本の売れ行きに言及した時です。小説雑誌の新人賞を取ったぐらいじゃ、そうは売れないんだよ。やっぱり作品が話題になってくれないとな。同じ賞でも、もっとメジャーな賞なら、話も違ってくるけどさ。夢が叶って作家になったとしても、なかなか大変なのだなと思いました。 後から考えると、すでにこの事実校は、作家を続けていく上での壁にぶち当たっていたのかもしれません。いわゆるスランプというやつでしょう。そしてそれを克服できる見通しが立っていなかったのではないでしょうか。もちろんそういうことも、この時の私にはわかりませんでした。私は彼に、実は自分も小説を書いているのだと話しました。 そしていずれはデビューしたいという夢があることも思い切って告白しました。完成した作品はあるのかいと彼は尋ねてきました。いや、恥ずかしい話なんだけど、まだ第一作目を書いているところなんだ。もう少しで完成する予定ではあるがね。じゃあそれができたら持ってこいよ。俺が読んでいいと思ったら知り合いの編集者を紹介してやろう。 本当かい。日高にそう言ってもらえると、書いていても張り合いがある。コネクションが何もなくて、どこかの新人賞に応募するしかないと思っていたんだ。新人賞なんて斜面くさいことはやめた方がいいぜ。それに運の要素がかなり強い。下読みをする人間の好みに合わなくて、いい作品なのに予選の段階で落とされるということだってある。 そういう話は聞いたことがある。だろうやっぱり編集者に直接当たるのが早道さ。日高は自信たっぷりに言いました。作品が完成したらすぐに連絡すると言って、その日私は彼と別れました。具体的な目標ができたことで、私の執筆にかける意気込みは変わりました。だらだらと一年以上かけても半分ほどしか進まなかったのに。 日高と会った日からわずか1ヶ月で作品は完成したのです。原稿用紙にして百数十枚の中編でした。私は日高に連絡し、小説が完成したから読んでほしいと言いました。宅配便で送ってくれと言われたので、私はコピーを取り、それを彼のところへ送りました。あとは彼からの回答を待つだけです。その日から私は学校でも、 なんとなく落ち着きませんでした。ところが日高からの連絡はなかなかありませんでした。多分忙しいのだろうと思い、すぐに最速の電話をかけるようなことはしませんでした。しかし頭の片隅では、もしかしたらどうしようもなくひどい作品なので、日高がどう対応していいかわからず困っているのかもしれないなどという不吉な想像も広がっていました。 原稿を送って1ヶ月余りが過ぎた頃、私は思い切って電話をかけてみました。電話に出た彼の返事は、別の意味で私を落胆させるものでした。まだ読んでいないというのです。悪い。今ちょっと厄介な仕事に取り組んでてさ、時間が取れないんだ。このように言われれば、私としては返す言葉がありません。僕の方はいいよ、急ぐわけじゃない。 まずは日高がいい仕事をすることだ。反対に激励することになりました。すまん。こいつが片付いたらすぐに読ませてもらうよ。最初の方だけ目を通したんだけど、花火師の話らしいな。うん。神社のそばに住んでタジーさんのことを思い出して書いたんだろう。日高も、あの花火師の老人のことを覚えていたようです。そうだ。 と私は答えました。懐かしいなぁと思っていたんだ。だから早く読みたいんだが、どうにもならなくてね。今の仕事はいつぐらいまでかかりそうなんだいそうだな、あと一月ぐらいはかかるかもしれないな。とにかく読んだらすぐに俺の方から連絡するよ。うん、よろしく頼む。電話を切ってから、 物書きという仕事はやっぱり大変そうだなぁと思いました。この時点では私の方に、日高に対する疑いの気持ちなど未塵もありませんでした。それからまた1ヶ月以上が過ぎましたが、依然として彼からは何も言ってきません。あまり何度も催促するのも迷惑かと思いましたが、一刻も早く作品についての感想を聞かせてもらいたくて、たまらず電話しました。すまん。 まだなんだ。彼の返事は、またしても私をがっかりさせました。仕事が長引いちゃってさ。もう少し待ってくれないか。それはいいんだけれど。正直なところ、私はこれ以上待ち続けるのは苦痛でした。それでこのように言いました。日高が忙しいということなら、誰か他に読んでくれる人を紹介してもらえないかな。 例えば編集者とか。すると彼は途端に不機嫌な口調になりました。それはできないな。内容も出来栄えもわからないものを多忙な彼らに押し付けるようなことはしたくない。ただでさえ連中は出来の悪い持ち込み原稿には日頃からうんざりしているんだぜ。誰かに紹介するにしても、まずは俺が目を通してからにしたい。俺が当てにならないというなら、 原稿は今すぐに送り返してもいいが、こんなことを言われては、私としては何も言い返せません。そういう意味じゃないんだ。日高が大変そうだから、誰か他の人がいればと思っただけだ。残念ながら、素人の小説をじっくり読んでくれるような人間は見当たらないな。心配しなくても、俺が責任を持って読むよ。約束する。そうか。 じゃあ、任せるよ。そう言って電話を切ったのでした。しかし、案の定と言うべきか、それから2週間ほど経っても、彼からの連絡はありません。私は鬱陶しがられるのを覚悟で、またしても電話をかけたのでした。こちらから電話しようと思っていたところだよ。彼はそんな風に言いました。その口調になんとなくよそよそしいところがあったので、 私はちょっと気になりました。読んでくれたのかいうん。少し前に読んだ。それならなぜすぐに電話してくれなかったのかと言いたいのをこらえて、どう思うと作品の出来栄えについて尋ねてみました。うん、そのことなんだが。彼は数秒黙ってから言いました。電話ではうまく伝えられないな。どうだい、うちに来てくれないか。 ゆっくりと話をしたい。この言葉に私は戸惑いました。私としては、まずは作品が面白かったのかどうかを聞きたいのです。まるでじらされているような気分でした。しかし彼がわざわざ自宅に招いて話をしたいと言ってくれているということは、それだけ真剣に読んでくれたということにもなります。私はやや緊張しながら、ぜひ伺わせてほしいと言いました。 こうして私は彼の家を訪れることになりました。この訪問がその後の人生に大きく影響を及ぼすということは、この時には全く予想できないことでした。当時彼は今の家を買った直後でした。サラリーマン時代の蓄えがかなりあったようですが、やはり父親の遺産の存在が大きかったのではないでしょうか。彼の父親は、これより2年ほど前に亡くなったという話でした。 後に彼が売れっ子作家になったのでよかったわけですが、そうでなければ、彼にあの家ではやや文不相応という感じがしたでしょうね。私は手土産にスコッチを持って、彼の住まいを訪ねました。日高はトレーナー姿で私を迎えてくれました。その彼の横にいたのが初美さんです。今から考えると、あれは一目ぼれというものだったのかもしれません。 私は彼女を見た瞬間、インスピレーションのようなものを感じたのです。それは騎士官に似たものです。もちろん彼女と会ったのはその時が初めてでした。だから正確に言うと、いつか出会うことが決まっていた相手に巡り合ったような感覚、ということになるのかもしれません。私は彼女の顔を見つめたまま、しばらく口が聞けませんでした。しかし、日高は、 私の動揺には気づかなかったようです。初見さんにコーヒーを入れるよう命じると、私を仕事場に案内しました。すぐに作品に関する話が始まるものと期待したのですが、彼はなかなか本題に入ろうとはしませんでした。世間の事件のことを話したり、私の仕事について尋ねてきたりするのです。初見さんがコーヒーを出してくれた後も、 やはり関係のない話を続けました。とうとうじれて私は言いました。それで例の僕の小説はどうだい良くないのならはっきり言ってほしいんだけど。すると彼はそれまでの笑顔を消しようやく感想を述べてくれました。悪い作品ではないと思う。テーマなんかは割といいんじゃないかな。悪くないけど良くもない、そういうことかい。 まあはっきり言うとそういうことになるかな。読者を引きつけるものが今一つ感じられないんだ。素材はいいが料理法が間違っているということになるのかもしれない。具体的にはどこがいけないんだろう。まあやっぱり人物に魅力がないということだろうな。で、どうして魅力がないのかというとストーリーがまとまりすぎているからじゃないかな。 こじんまりしているということまあそうだ。そして彼はこう続けました。素人の小説としてはよくできていると思うよ。文章もまあまあだし、気象点結もある。でもプロの作品としては魅力に欠ける。うまいだけじゃ商品にはならないからな。ある程度は覚悟していたのですが、この評価に私は落胆しました。 はっきりとした欠点があるのなら、そこを修正すればいいわけですが、うまいけれど魅力がないというのでは、どうしていいかわかりません。これは言い方を変えれば、根本的に才能がない。ということになるからです。じゃあこのテーマを活かして、もう少し別の書き方を考えた方がいいかなそれでも私はめげずに、今後の方針を相談してみました。日高は首を振りました。 一つのテーマにこだわるのは良くないな。この花火師の話は、とりあえず白紙にしてしまった方がいい。そうしないと、同じことの繰り返しになる恐れがある。俺としては全く別の話を書くことを勧めるね。この彼のアドバイスは、最もなものに聞こえました。では別の話を書いて持ってきたら、また読んでもらえるだろうかと私は尋ねました。 もちろん喜んで、と彼は答えました。その後すぐに、私は次の作品に取り掛かろうとしました。しかし実際には、思うように筆が進みませんでした。第一作目は無我夢中で書けたのですが、二つく目になると細かい部分が妙に気になって、たった一つの表現を決めるのに、一時間も机に向かっているというありさまです。この原因はどうやら、 私が読者を意識していることにあるようでした。最初の作品は誰に読ませるという目的もなく書き始めたものでしたが、今度の作品には、日高という読者が存在するのです。そのことが私を、ある意味で言えば、臆病にしているようでした。読者を意識するというのは大変なことなのだなと、改めて思い知りました。 そしてアマチュアとプロの差はこういうところにあるのかもしれないなどと思いました。第二作目はそのようなわけで難航していましたが、その間私はしばしば日高の家を訪れました。幼馴染みであり、かつては一緒に遊んだ仲なのですから、友情が復活したということになります。私としては、現役作家の話を聞くというのは非常に興味深いことでしたし、日高にしても、 外の人間と接するというメリっぽくがあったのではないでしょうか。作家になって以来、ついつい世間のことに疎くなりがちだと漏らしていたことがありますから。ただし、日高家を訪問する私の心の中に、別の魂胆があったことは告白しておかなければならないでしょうね。私は日高初美さんに会えるのを楽しみにしていたのです。彼女は私が行くと、 いつも素敵な笑顔で歓迎してくれました。派手な装いをした時よりも、普段着姿の時の方が綺麗に見えるという、私にとっては理想の女性でした。最も彼女が派手な服を着たところなど、実際には見たことがないのですがね。もしかしたらその時には、ットリ息を飲むほどの妖艶な美女に変貌したのかもしれません。その方が日高には似合いですから。 しかしとにかく私にとっては、最後まで生活感のある美人でした。ある時私は予告もなしに訪問したことがありました。近くまで来たから、というのは口実で、実は不意に彼女の笑顔を見たくなったからです。その時、たまたま日高は留守でした。となると私としては、挨拶だけして帰らざるを得ません。私が会いに来た相手は、 表向きは日高なのですから。ところが幸運にも、初美さんは私を引き止めたのでした。ちょうどケーキを焼いたところなので、味見をしてほしいというのです。私は口では辞退しつつも、この夢のようなチャンスを逃す気など全くなく、厚かましくも上がり込んでいたのでした。それからの2時間余りは、私服の時でした。私はすっかり気分を高揚させ、 やたらに上舌になっていました。それに対して彼女が嫌な顔もせず、コロコロと少女のように笑ってくれたことも私を宇頂天にさせていました。多分私はずいぶん赤い顔をしていたと思います。自居した後、顔に当たる霊気が心地よかったことを今も覚えているくらいですから。その後も私は創作に関する相談をしに行くふりをしながら、 初つさんの素敵な笑顔を見たくて頻繁に日高家を訪れました。日高は何も気づいていない様子でした。実は彼には彼なりの企みがあって私と会っていたわけですが、そのことを私が知るのは少し後のことです。やがて私の第二作目が完成しました。そこで早速日高に読んでもらい、感想を求めることになったわけですが、 残念ながらここでも良い感触を得ることはできませんでした。ありきたりの恋愛小説という感じがする。というのが日高の感想でした。少年が年上の女に惚れる花ってのは吐いて捨てるほどあるからな。何かプラスアルファが欲しいところだ。それに肝心の女がどうも良くないな。実在感がないんだ。頭で考えただけというのが見え見えた。 国評というのは、こういうものを言うのでしょう。私はショックでした。特に落胆したのは、後の方です。日高が、実在感がない。と評したヒロインは、初美さんをモデルにした人物に他ならなかったからです。自分にはプロになる実力がないということだろうかと私は日高に聞きました。彼は少し考えてから言いました。まあお前の場合、 きちんとした職業を持っているわけだから、焦る必要はないんじゃないか。作品がいつか本になればいいぐらいに考えて、趣味として書いていけばいいと思うけどな。こういう言い方は慰めにはなりませんでした。この2作目にしても、私としてはまずまずの出来栄えではないかと呪れていたのです。一体自分に何が足りないのだろうかと真剣に悩みました。この時ばかりは、 元気を出してくださいね。という初美さんの優しい言葉も特効薬とはなりませんでした。ショックで十分に眠れない日が続いたせいでしょうか。この直後から私はすっかり体調を崩してしまいました。風をこじらせ、とうとう寝込む羽目になったのです。こういう時に独身の辛さが骨身に染みます。冷たい布団の中で小さくなっていると、 ますます惨めな思いに包まれていくのでした。しかしこの時に信じられないような幸運が訪れたことは、すでに加賀刑事にもお話ししてありますよね。そうです。初見さんが部屋まで見舞いに来てくれたのです。彼女の姿をドアスコープを通して確認した時には、熱のせいで自分の頭がどうかしてしまったのかと思いました。風邪をひいて学校を休んでおられるという話を、 主人から聞いていたものですから。彼女はそう言いました。確かにこの前日に彼の方から電話があって、その時に寝込んでいることを話したのでした。彼女は私の感激や驚きをよそに、キッチンで食事を作ってくれました。そのための材料まで買ってきてくれたわけです。私は頭がぼーっとなってしまいました。無論それは風の熱のせいではありません。 はつみさんの作ってくれた野菜スープの味は格別でした。いや、実を言うと味などはわからなかったのです。彼女が自分のために来てくれた、食事まで作ってくれたという思いが、私をこの上ない幸せな気分にしていたのです。私は結局学校を一週間休むことになりました。昔からあまり丈夫でない私は、一度病気をすると治りにくいのが悩みでした。 しかしこの時ばかりはその体質に感謝しなければなりませんでした。何しろその間に見た日も、はつみさんが様子を見に来てくれたからです。三度目には、日高に命じられてきているのかと私は尋ねました。主人には、このことは話してないんです。というのが彼女の答えでした。なぜですかだって、そういったきり彼女は続きを言いませんでした。 その代わりに私にこう頼みました。野々口さんも、このことは主人に内緒にしていただけませんか僕は構いませんが、私としては彼女の考えをぜひ聞いておきたいところでしたが、それ以上強くは尋ねませんでした。前回すると、私はなんとか彼女に礼をしたいと思いました。それで思い切って食事に誘いました。プレゼントでは、 日高に気づかれる恐れがあったからです。初美さんは少し迷ったようですが、OK してくれました。ちょうど日高が取材旅行で留守にする日があるので、その時にしてもらえないかと彼女は言いました。私に依存はありませんでした。六本木にある懐石料理の店で食事をしました。そしてその夜、彼女は私の部屋に来たのでした。 加賀刑事には私たち二人の関係について、ほんの一時熱に浮かされていただけだ。とご説明しました。それについてはここで訂正しておきたいと思います。私たちは心の底から愛し合っておりました。少なくとも私の彼女への気持ちに、うついたところなどはありませんでした。最初に彼女を見た瞬間感じたように、彼女は私にとって運命の女性だったのです。 そして私たちの真剣な愛が始まったのが、この夜であったと言えるでしょう。しかしめくるめくような時間を過ごした後、私は初美さんから驚くべきことを聞かされました。それは日高に関することです。主人は、野々口さんを陥れようとしています。彼女は悲しそうにこう言いました。どういう意味ですか 野々口さんが作家としてデビューするのを邪魔しようとしているんです。作家になることを諦めさせようとしているんです。それは僕の小説がつまらないからですかいいえ、そうじゃないんです。多分その逆だと思います。野々口さんの書く作品が自分の小説よりもよくできているから、それを病んでいるんだと思います。まさか。 私も最初はそんな風には考えませんでした。い,いえ、考えたくありませんでした。でもそれ以外に、主人のおかしな言動を説明することができないんです。どういうことです。野々口さんが最初の作品を送ってくださった時のことです。主人ははじめ、さほど真面目に読むつもりはありませんでした。素人の下手くそな小説を読まされたら、 自分の感覚が狂ってしまうというようなことを言ってたほどなんです。少しだけ目を通して、お茶を濁せばいいというようなことも言いました。え、そうだったんですか日高本人の話と随分違うと思いながら、私は先を促しました。でも読み始めると、主人は作品に没頭してしまったようです。私にはわかります。 あの人は飽きっぽい性格で少しでもつまらないと思ったらすぐに放り出してしまうはずなんです。あれだけ熱心に読んだということは野々口さんの作品世界に惹かれたからだとしか考えられません。だけど彼はあの作品をプロとしては通用しないと言いました。そこに主人の企みを感じるのです。それ以前に主人は野々口さんが何度も電話してこられたのに、 まだ読んでいないと嘘をついてました。多分どう対処すればいいかを考えていたのだと思います。そうして出した結論が作品をけなして野々口さんに作家への道を断念させるということだったに違いありません。私、主人が野々口さんの作品をあんなに熱心に読んでいたくせに面白くないと言っているのを聞いて変だなぁと思っていたんです。熱心に読んでくれたのは 僕が彼の幼馴染みだったからじゃないんですか私は彼女の言葉が信じられなくてこう言いました。しかし彼女はきっぱりと否定したのです。主人はそういうタイプの人間じゃありません。あの人は自分のこと以外には何の興味もないんです。断定的なセリフに私は戸惑わざるを得ませんでした。激しい恋愛の末に結婚した夫のことを 彼女がこんな風に思っているとは想像外でした。でも考えてみれば、このように夫に幻滅していた時だったから、私の方に傾いてくれたのかもしれません。そう思うと、少し複雑な気がします。さらに初美さんは、最近の日高が創作に行き詰まり、焦っていることを話してくれました。何を書けばいいのか全く思い浮かばず、 自信をなくしかけているのだと言います。そしてだからこそ、素人の私が次々に新しい作品を生み出してくるのがやましいのだろうということでした。とにかく野々口さんは、主人に作品のことを相談するのはやめた方がいいと思います。そうして、もっと真剣に力になってくれる方を探すべきです。しかしもし日高が僕をデビューさせたくないなら、もっときっぱり。 作家への道を断念しろと言うんじゃないかな。一応彼は僕の二つくめの小説も読んでくれたわけだし、野々口さんは主人のことを知らないのです。あの人がはっきりしたことを言わないのは、野々口さんが他の人のところへ相談に行くのを防ぐためにすぎません。気を持たせるようなことを言ってつなぎ止めておいて、実は出版社に紹介する気なんかこれっぽっちもないんですから。 初つさんは彼女らしからぬ激しい口調で言いました。私としては、日高がそれほどの悪意を胸に秘めていたとはとても信じられませんでした。しかし初つさんがでたらめを言っているとも思えません。とりあえずしばらく様子を見てみると私は言いました。そんな私の態度に、初つさんは少しじれったそうでした。ただしその後、 私が日高屋を訪れる回数が減ったことは事実です。それは日高のことが信用できなかったからというよりも、彼の前で初見さんと顔を合わせるのが怖かったというのが正直なところです。彼女と会った時、これまでと何ら変わるところがない風を装えるかどうか、私には自信がなかったのです。日高は勘の鋭い男です。私の彼女を見る目つきに変化が生じれば、 必ず気づくに違いありませんでした。だからといって、何日も彼女に会わずに過ごすなどということには、到底耐えられそうにありません。でも外で会うというのは危険でした。密かに話し合った結果、初美さんに私の部屋へ来てもらうということになりました。かが刑事ならご承知だと思いますが、私のマンションは人気が少なく、 部屋を出入りするところを近所の人間に目撃される恐れはほとんどありません。また仮に見られたとしても、彼女の顔を知る人はいないのですから、妙な噂が広がる心配もないのでした。初美さんは日高が外出する時などを見計らって、私の部屋へ来てくれました。泊まっていくことはありませんでしたが、夕食を作ってくれて、それを二人で食べたということは何度もあります。 その時彼女はいつもお気に入りのエプロンをつけていました。そうです。加賀刑事たちが発見した例のエプロンです。彼女があのエプロンをつけて私の部屋のキッチンに立つ姿を眺めていると、本当に心境を持ったような気分になりました。しかし一緒にいる時が幸せであるほど、離れる時は辛いものです。彼女が帰らねばならない時刻になると、 私たちは二人とも無口になり、恨めしげに時計の針を見つめたものでした。ほんの二日、三日でもいいから二人きりになれたならどんなに素晴らしいだろう。よくそんなことを話したものです。不可能だと思いながら、私たちはこの魅力ある無双から離れられませんでした。そしてある時、それが実行できそうなチャンスがやってきました。 日高が仕事で一週間ほどアメリカに行くことになったのです。編集者と二人だけでの渡米で、初美さんは留守番ということでした。こんなチャンスはもう二度とないかもしれないと思いました。確実に二人だけになれる時間をどのように使うか、私は初美さんとウキウキして話し合いました。そうして決まったのが、あの沖縄旅行でした。旅行会社に行って申し込み、 代金まで支払いました。たとえ短期間にせよ夫婦として行動できるというのは、私たちにとって夢のような話でした。でも結局はこの時が幸せの絶頂であったと言うべきでしょうね。すでにご存知の通り、この沖縄旅行は実現しませんでした。日高のアメリカ行きが中止になったからです。もともとは何かの雑誌の企画だったらしいのですが、 直前になってストップがかかったようなのです。詳しい事情はわかりません。日高はかなり落胆していたそうですが、私たちの失望の日ではなかったはずです。夢の日々を取り上げられたことで、初美さんと一緒にいたいという気持ちは以前にも増して強くなりました。つい先ほどまで会っていたとしても、別れればすぐにまた会いたくなるのです。ところが彼女が来てくれる回数は、 ある時からぐっと減りました。その理由を聞いて私は青ざめました。日高が二人の関係に気づいているかもしれないと初美さんは言うのです。さらに彼女は私が最も恐れていたことを口にしました。そろそろ別れた方がいいのではないかというセリフです。二人の関係を知ったら主人はきっと報復するわ。あなたに迷惑をかけたくないの。 僕は構わない。だけど、だけど彼女を苦しめるわけにはいきませんでした。日高の性格を考えると、あっさりと離婚届に判を押すとも思えません。しかし、だからといって彼女と別れることなど、とても考えられませんでした。その後何日ぐらい悩んでいたでしょうか。私は教師としての仕事などそっちのけで、打開策を考えました。 そしてついに決断したのです。もうお分かりですね。いやかが刑事はすでに推理しておられるのだから、こんなことを確認する必要もないのでした。私は日高を殺す決心をしたのです。こんな風にあっさりと書くと、キーな印象を受けられるかもしれませんね。しかし実際さほど迷うこともなく、この結論に落ち着いたのです。白状してしまえば、 私はこういう事態になる前から、日高が死んでくれることを祈っていたのでした。あの初美さんを日高が自分のものにしているというのが許せなかったのです。人間とは身勝手なものですね。私の方が横取りしたのに、そんな風に思うのですから。とにかくそういうわけで、いっそ自分の手で殺そうと考えたことも、それまでにないこともなかったのです。当然のことながら、 私の提案に初見さんは強く反対しました。そんな重罪を犯させるわけにはいかないと涙まで流したのです。ところがその涙は私を一層狂わせました。日高を殺すより他に道はないと強く思い込むようになったのです。君は何も考えなくていい。これは僕が勝手にすることだ。もし失敗したとしても、 そしてもし警察に捕まるようなことになっても、絶対に君には迷惑をかけない。こんな風に彼女に入りいいました。冷静な判断力をなくしていたと言われても、反論のしようがありません。私の決意が固いことを悟ったからか、やはりこれ以外に二人が結ばれる道はないと考えたからかはわかりませんが、最後には初美さんも心を決めてくれました。そして、 自分も協力するとまで言ってくれたのです。私は彼女を危険な目に合わせたくはなかったのですが、彼女は私一人を犯罪者にするわけにはいかないと強い姿勢を見せました。こうして私たちは共謀して日高を殺す計画を練りました。計画とは言っても、それほど複雑なものではありません。私たちが考えたことは、強盗の仕業に見せかけようというものでした。 そして、あの12月13日を迎えたわけです。深夜、私は日高家の庭に侵入しました。その時の服装がどういったものか、すでに加賀刑事はご存知ですね。そう、黒いズボンに黒いブルゾンというものでした。本当は覆面もすべきだったのかもしれません。そうすれば、その後の展開も全く変わっていたに違いないからです。でもあの時は、 顔を隠すことまでは考えなかったのです。日高の仕事部屋の明かりは消えていました。私が恐る恐る窓に手をかけて横に動かすと、鍵はかかっておらず、抵抗なく開きました。私は息を殺して室内に入り込みました。部屋の隅に置かれたソファの上で、日高が横になっているのが見えました。仰向けの状態で目を閉じ、 規則正しい寝息を立てていたのです。彼が翌日締め切りの仕事を抱えており、この夜は一晩中仕事部屋にこもることになるだろうということは、初美さんから聞いて確かめてありました。だからこそこの夜を選んだのです。仕事を抱えているにもかかわらず彼が眠り込んでいたことについては説明が必要です。初美さんが夜食に睡眠薬を混入する手はずになっていたのです。 その睡眠薬は日高が時々使用するもので、仮に解剖で見つかったとしても怪しまれないだろうというのが私たちの読みでした。日高の様子を見て、私はすべてが計画通りに進んでいることを確信しました。仕事をするつもりが突然の睡魔に勝てず、ソファで横になったのでしょう。初美さんはそれを確認した上で、部屋の明かりを消し、窓の鍵を開けておいてくれたのです。 あとは私が実行するだけでした。私は震える手で、ブルゾンのポケッ僕から凶器を取り出しました。そう、あのナイフです。本音を言うと、私は考察を選びたかったのです。ナイフで突き刺すというのは、想像するだけでも恐ろしくなりました。でも強盗の仕業らしく見せるには、ナイフを使った方がいいように思えました。 強盗に入ろうとする人間が、まともな狂器を用意していないとは思えないからです。どこを刺せば一番確実なのか、よくわかりませんでした。それでともかく胸を突き刺そうと思いました。その際、それまではめていた手袋を外したのは、ナイフの絵をしっかり握るためです。指紋は後で消せばいいと思いました。そしてナイフを両手で握り、 頭の上まで振り上げました。その瞬間、信じられないことが起こりました。日高が目を開けたのです。私は身体も心も凍りついたようになりました。ナイフを振り上げたまま動けず、声を発することもできませんでした。呆然としている私とは逆に、日高は素早い動きを見せました。気づいた時には私は、彼によって押さえつけられていたのです。 ナイフも私の手から離れていました。昔から彼の方がはるかに運動能力において優れていたことを、私は思い出さずに入られませんでした。どういうつもりだ、なぜ俺を殺そうとした。日高は聞きました。私に答えられるはずがありません。やがて彼は大声で初見さんを呼びました。間もなく顔を真っ青にした彼女が部屋に入ってきました。 彼女は日高の声を聞いたことで何が起きたかを瞬時に悟ったようです。警察に電話しろ。殺人未遂だ。日高は言いました。しかし、初見さんは動きませんでした。どうした早く電話するんだ。ぐずぐずするな。あなた、その人、野々口さんなのよ。わかっている。だがそれが見逃す理由にはならない。 この男は俺を殺そうとしたんだ。あなた、実を言うと。初美さんは自分も共犯だと告げるつもりだったようです。が、それを日高は遮りました。お前は余計なことを言うな。この言葉で私は事情を察知しました。日高は私たちの計画に気づいていたのです。そして眠ったふりをして、 私が犯行に及ぶのを待ち構えていたのです。おい、野々口。彼は私の頭を押さえつけながら言いました。当反党防止法というのを知っているか。そこに正当防衛に関する記述がある。それによると、犯罪を目的に侵入してきた人間を誤って殺してしまっても、罪には問われないことになっている。今まさにその状態だと思わないか。 ここで俺がお前を殺しても、誰にも文句を言われないんだ。冷酷な口調に、私は身体が震えるのを止められませんでした。まさか彼が私を殺すとは思いませんでしたが、おそらくそれに等しい仕打ちをするだろうと予期できたのです。だけどまあ、それは勘弁してやる。俺も、いい気分はしないだろうからな。さてと、そうなると、 あとは警察に突き出すしかないわけだが、ここで彼は初見さんの方をちらりと見て、にやりと笑ってからまた私に鋭い目を移しました。そんなことをしても、俺には何の得もないからな。俺を殺そうとした理由なんかどうでもいいし、お前が監獄に入れられたからといって、俺の人生に変化が生まれるわけでもない。何を言いたいのか、さっぱりわかりません。 それだけに不気味でした。やがて彼は力を緩め、私を解放しました。そして落ちていたナイフを、そばにあったタオルで手を包んで拾い上げました。喜べ、今日のところは見逃してやる。さっさと窓から逃げるんだな。私は驚いて日高の顔を見ました。彼はニヤニヤしていました。なんだ、狐につままれたような顔をしているじゃないか。 俺の気持ちの変わらないうちに出て行った方がいいぜ。何を考えているんだ。と私は聞きました。無ざまにも声は震えていました。それをお前が今ここで知ったところで仕方がない。さあ、早く出て行くんだ。ただし。と言って彼は手にしたナイフを見せました。これは証拠として預かっておく。 このナイフが果たして証拠として通用するだろうかと私は考えました。確かに私の指紋はついているのですが、するとそんな私の考えを見透かしたかのように日高は言いました。忘れるな。証拠はこれだけじゃない。もう一つ、絶対に言い逃れできない証拠がある。そのうちにお前にも見せてやる。一体何のことだろうと思いましたが、 その場では考えつきませんでした。私は初見さんを見ました。彼女は白い顔ながら目の縁だけを赤くしていました。人間のあれほど悲しそうな顔というのを私はそれまで見たことがありませんでした。いえ、その後だって見たことがありません。日高が何を考えているのか全くわからぬまま私はキロにつきました。 このままどこかへ消えてしまおうかと何度思ったかわかりません。それをしなかったのは、初つさんのことが気がかりだったからです。この事件の後、私は毎日を怯えながら過ごしました。日高が報復に出ないことは考えられません。それがどういう形で現れるかわからないだけに余計怖かったのです。日高屋に行かないことはもちろん、初つさんとも会いませんでした。 ただし電話だけは何度がありました。彼はあの夜のことは全く口にしないの。まるで忘れてしまったみたい。彼女はそんな風に言いましたが、まさか彼が忘れているはずがありません。口にしないということは、私には一層不気味に思えました。彼の報復の正体を知るのは数ヶ月後でした。私は書店でそれを知ったのです。 加賀刑事ならもうお分かりでしょうね。そうです。日高の新作、燃えない縁が出版されていたのです。あれは私が彼に預けた最初の小説、丸い炎を長編に書き直したものでした。悪い夢でも見ているのではないかと私は思いました。とても信じられない、いえ信じたくない事態でした。考えてみれば、 これほどひどい復讐はないかもしれません。少なくとも作家を目指していた私にとっては、心がズタズタに引き裂かれるほどの苦痛となりました。日高だからこそ思いついた、冷酷な驚くべき報復と言えました。作家にとって作品は分身のようなものです。もっとわかりやすく言えば子供です。そして世の親たちが子供を愛するように、 作家は自分が生み出した作品を愛しています。その作品を日高は奪ったのです。彼が自分の名前で発表した以上、燃えない縁は永久に日高国彦の作品として人々に記憶され、文学の記録に残ることでしょう。それを阻止するには、私が抗議の声を上げるしかありません。そして私が決してそんなことはしないことを、 日高は見抜いていたのです。そうです。私はこんな仕打ちを受けても、ただ黙っている他はないのです。私が日高に文句を言ったところで、次のように切り返されるのがオチでしょう。監獄に入りたくなければ黙っていることだな。つまり盗作のことを暴露する以上は、私が日高の家に忍び込み、彼を殺そうとしたことも告白する覚悟が必要だということです。 私は何度か警察に自首し、それと同時に燃えない縁が私の丸い炎を盗作したものだと訴えようかと思いました。実際、地元の警察に電話をするため受話器を取り上げたことさえあるのです。しかし結局私は電話できませんでした。殺人未遂犯人として逮捕されるのが怖かったというのはもちろんあります。でもそれ以上に、 初つさんが共犯者として捕らえられることの方を恐れたのです。日本の警察は優秀ですから、私が自分一人でやったことだといくら主張しても、彼女の手引きなしには犯行が不可能だったことを立証してしまうでしょう。いえそれ以前に、日高が彼女のことを見逃すはずがありません。いずれにしても、彼女が何の罪にも問われないというのは、ほとんど期待できませんでした。 私は絶望した状態で毎日を送っていましたが、依然として初見さんだけは不幸にしたくなかったのです。こんな書き方をすると、加賀刑事などは苦笑されるかもしれませんね。何を格好をつけているんだ、と。確かに自己陶水していた嫌いは多分にあったと思います。しかし自分によってでもいなければ、あの苦しい時期を過ごすことはできなかったのだと考えていただけないでしょうか。 この時ばかりは初見さんも、私に対する慰めの言葉が思い浮かばなかったようです。日高の目を盗んで電話をかけてきてくれることはありましたが、気まずい沈黙以外に電話線に乗せられるやりとりといえば、悲しいほどに陰鬱で内容のない言葉だけでした。あの人があんなひどいことをするとは思わなかった。あなたの作品を撮るなんて、仕方がないよ。 どうすることもできない。私、なんだかあなたに申し訳なくて。君のせいじゃないよ。何もかも僕が愚かだった。自業自得だよ。まあ、こういう感じです。愛する人と話していても、少しも心は晴れず、明日への展望が開けてくるということもありません。ただひたすら気持ちが落ち込んでいくだけでした。皮肉なことに、 燃えない縁は評判になりました。あの本が雑誌や新聞などで取り上げられているのを目にするたび、心の中がかきむしられるような思いがしました。作品が褒められていること自体は嬉しいのです。しかし次の瞬間には現実に戻ります。絶賛されているのは私の作品ではなく、日高の作品なのです。そしてついに彼は、単に話題になったというだけでなく、 権威ある文学賞を手にしました。彼の誇らしげな様子を新聞で見た時の私の悔しさが分かっていただけるでしょうか。私は幾日も眠れませんでした。そんな風に悶々と暮らしていたある日のことです。玄関のチャイムが鳴りました。ドアスコープを覗いた私は心臓が大きく跳ねるのを感じました。そこに立っていたのは日高邦彦だったからです。 彼の姿を直に見るのは、私が彼の家に侵入した時以来です。一瞬私はイルスを使おうかと思いました。作品を奪われたことで、あれほど彼のことを憎んでいながらも、私はやはりまだ彼に対して追い目を感じているのでした。逃げても仕方がないと思い、私はドアを開けました。日高は薄笑いを浮かべて立っていました。寝ていたのか。 と彼は尋ねました。私がパジャマ姿だったからでしょう。この日は日曜日でした。いや、起きてたよ。そうか。安眠を妨げたのでなきゃいいんだが。そう言ってから彼は部屋の奥を覗き込むような仕草をしました。ちょっといいか。少し話があるんだが。それはいいけど、部屋はあまり綺麗じゃないんだ。 構わんよ。グラビア写真を撮ろうと言うんじゃない。売れっ子になったことで写真に撮られる機会が多くなったからでしょう。こんな軽口を叩きました。それに、と彼は私を見ました。お前の方も俺に話があるんじゃないのか。いろいろと言いたいことがね。私は黙っていました。リビングルームのソファで私たちは向き合いました。 日高はじろじろと室内を見回していました。私は、もしや初美さんの痕跡が残っているのではないかと思い、少し落ち着きませんでした。初美さんのエプロンは洗濯して、タンスにしまってあったのですが、一人身の割には片付いているじゃないか。やがて彼は言いました。そうかな。誰か掃除に来てくれる人でもいるのかい。この日高の言葉に、 私は思わず彼の顔を見返しました。彼は相変わらず冷たい笑みを唇ににじませていました。私と初美さんとのことを皮肉っていることは明白でした。話というのは何代。息苦しさに耐えきれず、私は先を促しました。まあ、そうせかすなよ。彼はタバコを吸ったり、当時話題になっていた政治家の汚職事件について話したりしました。 もったいをつけ、私をじらして楽しんでいたのでしょう。いよいよこちらの我慢が限界に達し、声を荒ら,らげようかと思ったとき、彼は世間話のついでという感じで言いました。ところで、燃えない縁のことだが、私は思わず背筋を伸ばしていました。そして、日高の口から次の言葉が発せられるのを待ちました。偶然とはいえ、 お前の作品に似てしまったことは詫びておいた方がいいかもしれないな。なんと言ったかな、あの作品。丸い炎、確かそういうタイトルだった。涼しい顔をしてこんなことを言う日高の顔を、私は目を向いて凝視しました。偶然だって似てしまっただってあれを盗作と呼ばないのなら。 そんな言葉は辞書から削ってしまえばいいそう言いたいのを私は必死でこらえました。すると彼はすぐに続けて言いました。もっとも、単に偶然と片付けられない点があるのも確かだ。というのは、燃えない縁の執筆中にお前の作品を読んでしまったことで、多少の影響を受けたことは否定できないからな。潜在意識に植え付けられた部分があって、 それが作品に出てしまったかもしれない。作曲かなんかだと、そういうことはよくあるそうだ。自分では意識したつもりはないんだが、結果的にすでに存在している曲に似たものを作ってしまったりする。私は何も言わず、彼の話を聞いていました。この男はこれで本当に私が納得するとでも思っているのだろうかと、不思議な思いがしていました。 まあしかし今回の場合は、お前の方からクレームをつけてこなかったのでよかったよ。それは結局我踊り子が知らない中ではなく、これまでに築き上げてきた人間関係というものがあったからだと思う。お前が衝動的な行動に出たりせず、大人の態度に徹してくれたことは、お互いにとっても非常に良かった。言いたいことは要するにこういうことなのかなと私は思いました。 下手に騒がなかったことは正解だ。これからもこの件については口を閉じていろよ。そうしたらこっちも殺人未遂のことは黙っててやる。ところがこの後で日高は妙なことを言い出したのです。で、本題はここからなんだがね。彼は私の顔を覗き込むように上目遣いをしました。そういったいろいろな要素が組み合わさって、燃えない縁という作品は生まれた。 そうしてあの作品は多くの人間に受け入れられ文学賞という勲章まで呼び込んできた。となるとこの成功を一度限りの偶然で終わらせるのは非常に惜しいという気がするんだがね。私は自分の顔から血が引いていくような感覚を味わっていました。日高はまた同じことをしようとしているのです。丸い炎を書き直して燃えない縁を発表したように。 再び私の作品を下敷きにして、新作を生み出そうと企んでいるのです。そういえば私は彼に、もう一本小説を預けてあるのでした。今度はあれを盗作するつもりなのか。と私は言いました。日高は顔をしかめました。そういう言葉をお前が使うとは思わなかったな。盗作とはね。ここでは誰も聞いていないからいいだろう。 どんなに回りくどい言い方をしたって、盗作は盗作だ。しかし彼は全く平気でした。顔色を変えず、次のように言いました。盗作とはどういうことか、よくわかっていないようだな。工事縁があるなら調べてみるといい。そこにはこんな風に書いてある。盗作他人の作品の全部または一部を自分のものとして無断で使うこと。な。 俺の言いたいことがわかるだろう。無断で使えば盗作だ。だがそうでなければ盗作とは言わない。丸い炎は無断で使われた、と心の中で反論しました。また僕の作品を下敷きにして小説を書くが、文句を言うなということか。私の言葉に彼は肩をすくめました。どうやら誤解があるようだな。 俺はお前に取引を持ちかけているんだ。決してお前にとっても悪い条件ではない取引をね。言いたいことはわかっている。盗作について目をつぶれば、あの夜のことを警察には言わないと言うんだろう。そう喧嘩腰になるなよ。あの夜のことは見逃してやると言ったじゃないか。俺が言う取引というのは、もっと前向きな話だ。 こんな話に前向きも後ろ向きもあるものかと思いましたが、とりあえず私は黙って彼の口元を見つめました。なあ、野々口、お前には作家になる才能はあると思うよ。だけどそのことと、作家になれるかどうかってことは別だ。もう一つ言うなら、売れる作家になれるかどうかってことも才能とは関係ない。そこまで行くには、特別な箱ってものが必要なんだ。 これは幻みたいなものでね、誰もがつかもうとするが、絶対に思い通りにはならない。このセリフを言った時の日高の顔には、幾分真剣味が漂っているようでした。もしかしたら彼自身、思うように売れなくて悩んでいた時期があったからかもしれません。燃えない縁が当たったのを、お前は内容が良かったからだと思っているだろうもちろんそれは否定しない。 だけどそれだけじゃダメなんだ。極端な例を挙げてみよう。あの本を出したのが俺で泣くお前だったらどうか。作者のところに野々口周と印刷してあったらどうだったか。お前はどう思うそんなことやってみないとわからない。俺はダメだったと断言できる。あの小説は世間から無視されておしまいさ。 お前は大見に小石を投げたような虚しさを感じるだけだろう。随分ひどい言い方ですが、私には反論できませんでした。出版の世界については、私にも人並みの知識はあります。だから自分の名前で発表したというのか。と私は言いました。そうしたことに正当性はあると。あの作品にとっては、 作者が野々口衆ではなく日高国彦で良かったと言っているんだ。そうでなかったら、あれほど広く読まれることはなかった。まるで恩に着せているように聞こえるね。無論そんなつもりはない。だけど真実を言っているつもりだ。一つの作品が注目されるには、うんざりするほど数多くの条件をクリアしなければならない。そんなことは言われなくてもわかっている。 それがわかっているなら、これから俺が言うことも理解してもらえると思うがね。つまりこういうことだ。今後お前は日高国彦という作家になる。なんだってそんなに驚いた顔をするなよ。大したことじゃない。もちろん俺もまた日高国彦だ。この場合、日高国彦というのは人の名前ではなく本を売るための商標とでも考えればいい。 ようやく彼の言いたいことが分かってきました。要するに、ゴーストライターになれというわけか。その言葉には卑屈な響きが含まれているから好きじゃないんだが。日高は頷いて続けました。まあ、分かりやすく言うとそういうことだ。私はしげしげと彼の顔を見つめました。よくそんなことが言えるものだな。さほど突飛なことを言っているつもりはないぜ。 さっきも言ったが、お前にとっても決して悪い話ではないはずだ。これ以上悪い話はないよ。まあ聞けよ。俺のために作品を教出してくれたら、それが単行本になった時、印税の四分の一を支払いようじゃないか。それでも悪い話かい四分の一実際に書いた人間が半分ももらえないのか。それはまた、 なんとも素晴らしい条件だ。じゃあ聞くが、仮にお前の名前で本を出したら、どれだけ売れると思う日高国彦の名前で出した時の、四分の一よりも多く売れると思うのか。こう聞かれると、私としては言い返す言葉がありません。もし本当に私の名前で出したら、四分の一どころか五分の一い六分の一にだって及ばないでしょう。とにかく。 私は言いました。金で魂を売る気はないよ。断るというのか。当たり前だ。ほう。日高は意外だという顔をしました。まさか断られるとは思わなかったな。ねっとりとした口調に私は歓喜を覚えました。果たして彼は顔つきを変えてきました。陰険な光が目の奥に宿っていました。 俺はいい関係を保とうと思ったんだけどね、お前の方にその気がないのなら仕方がないな。こっちとしても甘い顔ばかりはしていられない。そう言うと日高は傍らのバッグの中から四角い包みを出してきてテーブルの上に置きました。これを置いていこう。俺が帰ったら一人でじっくりと見てくれ。頃合いを見計らってまたこちらから連絡する。 その時には気が変わっていることを祈るよ。なんだ、これ。見ればわかる。そして日高は立ち上がりました。彼が出て行ってから、私は包みを開きました。中に入っていたのは VHS のビデオテープでした。この時点では、まだ何のことかわかりません。不吉な予感を胸に抱いたまま、私はテープをビデオデッキにセットしました。 加賀刑事ならもうお分かりですね。モニター画面に映し出されたのは、日高かの庭を撮影したものでした。画面の斜め下に表示されている日付を見て、私は心が凍りつくようなショックを受けました。それは紛れもなく、私が日高を殺そうとした日でした。やがて画面に一人の男が登場してきました。黒っぽい服に身を包み、 目立たないように工夫してはいますが、顔ははっきりと映っていました。お粗末なものです。なぜあの時覆面をつけることを思いつかなかったのでしょう。侵入者が野々口衆という人間であることは、誰の目にも明らかでした。その愚かな男はカメラで撮影されていることも気づかず、庭に面した窓を開け、日高の仕事部屋に侵入していきました。 ビデオに映っていたのはそれだけです。しかし十分な証拠と言えるでしょう。仮に殺人未遂を否定したところで、では何のために日高かに忍び込んだのかと聞かれれば、私には何とも答えようがないのです。ビデオを見た後しばらく、私は放心状態でした。あの殺人未遂の夜に日高が言った言葉が、頭の中で何度も再生されました。忘れるな。 証拠はこれ、私が狂気として用意していったナイフのことです、だけじゃない。もう一つ、絶対に言い逃れできない証拠がある。というセリフです。日高はこのテープのことを言っていたのです。どうしていいかわからず途方に暮れていると、電話が鳴り出しました。日高からでした。まるで私の行動を監視していたかのような、絶妙のタイミングでした。 見たかいと彼は尋ねてきました。声に、なんとなく面白がっているような響きがありました。見た、と私は短く答えました。そうか。どう思ったどうって。私は一番気になっていることを尋ねてみました。やっぱり知っていたんだな。何をだい。あの夜僕が、君の部屋に忍び込むことを、だよ。 だからテレビカメラを仕掛けておいたんだろう私の言葉に電話の向こうにいる彼は吹き出したようでした。どうすればお前が俺を殺しに来ることを予測できるんだ。そんなこと夢にも思わなかったさ。だけど、それとも、と彼は言葉をかぶせてきました。お前は誰かに話したのか。あの日あの時間に俺を殺しに行くってことをさ。 それならば壁に耳ありってこともあるから、その話が偶然俺の耳に入ることもあり得るだろうけどさ。私は気づきました。日高は私に、初見さんが共犯であることを語らせようとしていたのです。家正確に言うならば、初見さんとのことを決して私が口に出せないのを知っていて、いたぶっているのです。私が何も答えないでいると、彼はこんなことを言いました。 カメラをセットしておいた理由はだな、あの当時庭をいたずらされることが多くてね、犯人を突き止めてやろうと思ったからなんだ。だからまさかあんな映像を捉えることになるとは、夢にも思わなかった。今ではカメラはもう外してある。こんな話が信用できるはずもありませんでしたが、文句をつけてみても始まりません。それでと私は言いました。 このビデオを見せて、僕にどうしろと言うんだ。それをわざわざ俺の方から言わなきゃならないほど、お前はバカじゃないだろう。それからいい忘れてたが、そのテープは当然ダビングしたもので、オリジナルは俺の手元にある。こんな風にして脅して、無理やり僕にゴーストライターを引き受けさせたって、まともな作品なんか出てこないぜ。こう言ってから私はしまったと思いました。 とにかく彼の脅迫に屈服する姿勢を見せてしまったからです。しかし抵抗する術がないのも事実でした。いや、お前はきっとやってくれるよ。そう信じている。日高は勝利を確信した口調で言いました。彼としては、ついに壁を突破した気分だったのでしょう。また連絡する。そう言って彼は電話を切りました。 それから何日まか、私は幽霊のように毎日を送りました。これから自分がどうなっていくのか、全くわかりませんでした。学校には出ていましたが、当然のことながら授業をするのも上の空で、おそらく生徒から苦情でも出たのでしょう。校長に呼ばれて叱責されたりもしました。そして私は偶然本屋で見つけたのです。 ある小説雑誌に日高が小説を一挙掲載しているのを文学賞受賞後の第一作でした。私は手の震えを止められぬまま、その小説に目を走らせました。その途端めまいがし、本屋で倒れそうになったのです。予想通りでした。その小説は私が日高に読んでくれと言って渡した。二番目の作品が下敷きになっていました。 何もかもが自分ではどうしようもない方向へと転がり始めているようでした。あの殺人未遂の夜を思い出しては、自分がいかに愚かだったかを噛みしめる毎日でした。私はいっそのこと、どこかへ姿をくらまそうかと考えました。しかしそれをするだけの決断力が私にはなかったのです。日高に見つからないためには、遠くへ行ったとしても住民票を移すわけにはいかず、 そうなると当然これまでのように教職に就くことは不可能になるでしょう。ではどうやって生活していくか。眼見でない私としては肉体労働をする自信がなかったのです。全く自分の生活力のなさをあの時ほど痛切に感じたこともありませんでした。さらに、初美さんをそのままにしていくのも気がかりでした。 一体彼女は日高のそばでどんな思いをしながら毎日を送っていたのでしょうか。想像するたびに心が痛みました。この日高の受賞後第一作目も間もなく単行本化され、順調に売れているようでした。ベストセラーのランクに入っているのを見るたび、複雑な気持ちになりました。悔しさの中にごくわずかですが、誇らしい気分もあるのです。 そしてこうした現象を客観的に捉え、確かに自分の名前で出していたら、これほど売れることはないだろうと、冷静に分析している部分もなくはなかったのです。それから幾日経ったでしょうか。ある日曜日、またしても日高がやってきました。彼は悪びれた様子もなく、私の部屋に入り、前と同じようにソファに腰を下ろしました。約束のものだ。 そう言って彼は封筒をテーブルに置きました。手に取って中を見ると札束が入っていました。200万円ある、と彼は言いました。どういうことだどういうことも、こういうこともないだろう。本が売れたから、お前の取り分を持ってきたんだ。約束通り、四分の一だ。私は驚いて封筒の中を眺め、それから首を振りました。 魂は売らないと言ったはずだ。大げさに考えるな。俺とお前とで合作をしていると思えばいい。合作者というのも今ではそんなに珍しくないぜ。報酬を受け取るのはお前の当然の権利だ。君のしていることは。と私は日高を見て言いました。強姦犯人が女性に売春代を渡すようなものだ。違うな。 どう違う強姦されるのがわかっていながら、じっとしている女はいない。だけどお前は動かなかった。この日高の言葉に、情けなくも私は返事に窮しました。とにかく、この金は受け取れない。かろうじてそう言って、封筒を押し戻したのです。日高は封筒に目を落としただけで、手を伸ばそうとはしませんでした。 それをそこに置いたままで言いました。実はこれからのことも話し合いたいと思ってやってきたんだ。これからのこと具体的には次の作品のことだ。月刊誌で連載をすることになっている。そこにどういう作品を書くか相談しておきたい。もはや私がゴーストライターになることは決定しているかのような口ぶりです。 そして私が少し抵抗する素振りを見せたら、すかさず例のビデオテープのことを持ち出してくるつもりなのでしょう。私はかぶりを振りました。君だって作家なんだからわかるだろう。僕の今の精神状態で、小説のストーリーなんて考えつくはずがないじゃないか。君が僕に強要していることは、物理的にも精神的にも土台無理なことなんだ。 しかし彼は一歩も下がりませんでした。私が思っても見なかったことを言い出したのです。確かに今すぐ何か話を作れと言われても困るだろう。だけど、すでに出来上がっている話を取り出してくるぐらいのことは、そう難しくないんじゃないか。出来上がっている話なんかないよ。ごまかすなよ。同人雑誌を作ってた頃に、いくつか書いたって言ってたじゃないか。 ああ、あれは。私は意表を突かれた思いでした。あんなもの、もうないよ。嘘だ。本当だよ。とっくに処分した。そんなはずはない。物書きってのは、自分の書いた文章を必ずどこかに残しておくものなんだ。それでもないと言い張るなら、家探しさせてもらうしかないな。 と言っても、そうあちこち調べる必要はないだろう。本棚か引き出し。その程度でこと足りるはずだ。そして彼は立ち上がり、隣の部屋へ向かいかけたのでした。私は慌てました。彼の言う通り、修作を書いた大学ノートが本棚に収めてあったからです。ちょっと待ってくれ。素直に出す気になったか。あんなもの、 何の役にも立たないよ。学生時代に書いたんだぜ。文章はお粗末だし、話の作りだって荒い。とても大人の小説とは言えない代物なんだ。それは俺が判断するよ。それに完成品を求めてるわけじゃない。原石でいいんだ。それを俺が磨いて商品に仕上げる。燃えない縁だって、俺の手が加えられたからこそ、 文学史に残る作品になったんだ。日高は自信満々で言いました。人のアイデアを盗んでおいて、これだけ誇らしげにできる神経というものが、私にはちょっと理解できませんでした。私は日高にソファで待っているように言い、隣の部屋に入りました。本棚の一番上の段に、古い大学ノートが8冊差し込んでありました。 私はその中から一冊だけを抜き取りました。するとその時です。突然日高が部屋に入ってきたのです。待っててくれと言ったじゃないか。そう言いましたが彼は何も言わずに私の手からノートを奪い取ると、パラパラと中に目を通しました。次に本棚に目を転じるや否や、残りのノートも全部抜き取ったのです。小細工しようとしたな。 彼はニヤニヤして言いました。お前が抜き取ったノートには、丸い炎の原型が書いてあるだけじゃないか。これだけ渡してお茶を濁すつもりだったんだろう。私は唇を噛み、うつむきました。まあいい。とにかくこのノートは全部俺が預かっておく。ひだか。私は顔を上げて彼に言いました。こんなことをして恥ずかしくないのか。 他人が学生時代に書いたものを拝借しなきゃならないほど才能が枯渇してしまったのか。これはこの時の私にできる最大の攻撃でした。とにかく少しでも彼にダメージを与えたかったのです。そしてこの言葉は効果があったようです。彼は目をちばしらせて私を睨むと襟元を掴んできました。作家がどういうものかもわからねえくせにでかい口を叩くな。 わからないさ。でもこれだけは言える。こんなことまでしなきゃならないなら、作家なんて悲しいものだな。その作家に憧れたのは、どこのドイツだ。もう憧れたりしない。私が言うと、彼は手を離しました。そして、それが正解だろうな。と吐き捨てて、部屋を出て行こうとしました。ちょっと待てよ。忘れ物だ。 私は200万円の入った封筒を取り上げ、彼の方へ差し出しました。日高は封筒と私の顔を見比べた後、肩をすくめて受け取りました。それからに3ヶ月経った頃、ある雑誌で日高の連載が始まりました。私はそれを読んで、例のノートの中の一作が下敷きになっていることを発見したのでした。でもこの時には諦めと言いますか ある程度覚悟はできていたので、さほどショックでもありませんでした。もはや作家になることは断念していましたので、どういう形にせよ、自分の考えたストーリーが世の中の人に読んでもらえるのなら、これもまたいいかもしれないなどと思ったほどです。相変わらず、初美さんからは時々連絡がありました。彼女は自分の夫に対する軽蔑の言葉を吐き、私に詫び続けました。 そしてこんなことも言うのでした。もし野々口さんがあの人を殺そうとしたことで警察に自首した方がいいと思われるのなら、私のことは考えていただかなくて結構です。私は野々口さんと一緒なら、いつでも処罰される覚悟はできていますから。初美さんは、私がおとなしく日高の言いなりになっているのは、彼女を巻き添えにしたくないからだと察してくれていたのです。 この言葉を聞き、私は涙が出るほど嬉しく思いました。会えなくなっても、我々の心はつながっているのだと実感できました。あなたはそこまで考えなくていい。僕が何とかしてみせる。きっとどこかに道はあるはずだと思うから。でも私、あなたに申し訳なくて。彼女は電話の向こうで泣いていました。 私は慰めの言葉をかけ続けましたが、実のところ私には、これからどうしていいか全くわからなかったのです。きっと道はあるはずだなどと口では言っているものの、その言葉の虚しさを痛感していました。この頃のことを思い出すたび、私は後悔の念に苦しめられます。あの時なぜ彼女の言う通りにしなかったのだろうと思うのです。二人で自首していれば、 それからの人生は全然違うものになったはずだと確信します。少なくとも私はこの世で最も大切なものをなくさずに済んだのです。私が何のことを言っているかはおわかりですね。そうです。初美さんの死のことを言っています。あの悪夢のような日のことは一生忘れないでしょう。事故のことは新聞で知りました。 彼女が売れっ子作家の妻であったため、その記事は通常の交通事故を扱う時よりも大きなものとなっていました。警察でどのような調査が行われたのかは知りませんが、あれが単純な事故であることを疑う記述は新聞にはなかったと思います。後に事故という解釈に変更があったという話も、私は聞いたことがありません。しかし私は事件を知った時から確信していました。 あれは事故などではありません。彼女は自ら命を絶ったのです。その動機については、わざわざ書くまでもないでしょう。考えてみれば彼女を死なせたのは私自身かもしれません。私が冷静さを失い、日高を殺そうなどと考えなければ、こんなことにはならなかったのです。虚無的と言いましょうか、この頃の私はただ生きているというだけの人間でした。 彼女の後を追って自殺する気力すらなかったのです。身体の具合も悪くなり、学校をしばしば休みました。日高は初美さんの死後も変わらずに仕事を続けていました。私の作品を下敷きにした小説の他に、彼自身のオリジナル作品も発表していたようです。どちらの方が評価が高かったのかは、よく知りません。 その彼からある郵便物が送られてきたのは彼女が死んでから半年ほど経った頃でした。大きな封筒の中にワープロで印刷された A4 の紙が30枚ほど入っていました。最初それは小説かと思いました。しかし読んでいくうちにとんでもないものだと判明しました。それは初美さんの日記と日高の独白を組み合わせたものだったのです。 日記の部分では、初見さんが N という男、私のことです、と特別な関係に陥っていく過程や、ついに凶暴して夫を殺そうと格索することなどが克明に描写されていました。一方の日高の独白では、妻の心が離れていることに気づかなかった夫の悲しさが淡々と語られています。そして例の殺人未遂事件が起きます。 ここまでは事実と言えなくもありませんが、この先は明らかに日高による創作でした。初美さんは自分の過ちを悔い、夫に許しを交うたことになっているのです。日高は長い時間をかけて彼女と話し合い、もう一度やり直す決心をします。ところが、さあこれからという時になって、初美さんが交通事故にあったというのです。この奇妙な読み物は、 彼女の葬式のシーンで締めくくられていました。読み手によっては感動的と評価するかもしれない代物でした。あぜんとしました。これは何だと思いました。するとこの夜になって、日高から電話がかかってきたのです。読んでくれたかと彼は言い,いました。どういうつもりだ。あんなものを書いて。来週、 編集者に渡すつもりだ。来月出る雑誌に掲載されるだろう。正気か。そんなことをしたら、大変なことになるじゃないか。かもしれないな。日高は落ち着いていました。それで余計に不気味でした。こんなものを載せたら、僕だって本当のことを言うぞ。何を言うんだい決まってるだろう。 君が僕の作品を盗作したことだ。ほう。彼はうろたえませんでした。そんなことを誰が信用する証拠もないのに。証拠。はっとしました。例のノートを日高に奪われた以上、彼の盗作を証明することは不可能なのでした。そして私は気づいたのです。初美さんの死は、唯一の証人の死でもあったのだと。 まあしかし、と日高は言いました。この手記は今すぐに発表しなければならないというものでもない。話によっては見合わせてもいい。彼の言いたいことがうすうすわかってきました。すると予想通り彼は言ったのです。原稿用紙で50枚。そういう小説があれば、代わりにそっちを編集者に渡してもいい。 結局彼の目的はこれだったのです。私が何としてでもゴーストライターにならざるを得ない状況を作りたかったのです。そして私には対抗手段がありませんでした。初美さんのためにもこんな手記を出されるわけにはいかなかったのです。いつまでに書けばいいんだ。と私は聞きました。来週の末までだ。これが最後なんだろうな。 しかしこの問いに彼は答えませんでした。じゃ、完成したら連絡してくれ。そう言って電話を切ったのです。厳密に言えばこの日が私が彼のゴーストライターになった日だということになります。この日以後私は17の短編小説と3つの長編小説を彼のために書きました。警察に押収されたフロッピーディスクに入っていたのがそれらの作品です。 加が刑事としては不思議かもしれませんね。何とか抵抗する方法はなかったのかと疑問に思っておられることでしょう。正直に言うならば、私は日高との心理合戦に疲れは出てしまったのです。彼の言いなりになって小説を書いてさえいれば、とにかく私と初美さんの過ちを暴かれずに済むのだから、その方が楽だと思うようになったのです。それに奇妙なことですが、 に三年すると、私と日高の関係はなかなか息の合った合作者のものになっていました。児童文学を扱う出版社に私を紹介してくれたのは、彼自身が子供向けの小説には関心がなかったからでしょう。しかし私に対して少しは罪悪感を持つようになっていたのかもしれません。ある時こんなことを言ったのです。次の長編が終わったら解放してやるよ。 コンビ解消だ。私は耳を疑いました。本当かい。本当だよ。ただし、お前は子供向けの小説だけを書くんだ。俺のテリトリーには入ってくるな。わかったな。大げさでなく夢のようだと思いました。ようやく自由になれるのです。この日高の変化の裏に、リエさんとの結婚があることは、 それから少しして知りました。彼らはバンクーバーに移住することを考えており、それを契機に日高も今までの腐れ縁を生産しようと思ったらしいのです。新婚の二人はバンクーバーに旅立つ日を心待ちにしていたでしょうが、おそらく私の気持ちは彼ら以上だったと思います。そしてあの日を迎えたのです。あの日私は氷の扉の原稿が入ったフロッピーを持って、 日高の家へ行きました。彼に直接フロッピーを渡すのは、これが最後になるはずでした。彼がカナダに行った後は、ファックスで原稿を送る手はずになっていました。私はパソコン通信のできる機械を持っていないからです。そしてこの、氷の扉の連載が終われば、私たちの関係は消滅することになっていました。私からフロッピーを受け取った日高は、 上機嫌でバンクーバーの新居のことなどを話しました。私はそれらを一通り聞いた後で、自分の方の要件について切り出しました。ところで例のものなんだけど、今会してくれるという約束だったよな。例のもの何だったかな忘れているはずはないくせに、一応こんな風にはぐらかさないと気が済まないというのが、日高の性格です。ノートだよ。 例のノート。ノート一度首をかしげるふりをしてから、あ、とうなずきました。あのノートだな。忘れるところだった。彼は事務机の引き出しを開け、中から古い大学ノート8冊を取り出してきました。紛れもなく、かつて彼に奪われた私のノートでした。何年ぶりかで戻ってきたノートを、私はしっかりと胸に抱きました。 これさえあれば日高の盗作を立証できるわけで、彼と対等になれると思ったからです。嬉しそうだな。と彼は言い,いました。それはまあね。だけど考えたんだが、そのノートに何か意味があるのかね。意味。そりゃああるじゃないた。君が発表したいくつかの小説の原型は、僕が書いたものだということの証拠になる。そうかな。 しかし逆の解釈も成り立つんだぜ。つまりそのノートの中身は、俺の作品を見てから書かれたものだっていう風にも考えられるわけだ。なんだって。私は背中に歓喜を覚えました。そんな風に言い逃れするつもりなのか。言い逃れ一体誰に言い逃れするんだよ。だけどもしお前がそれを第三者に見せるようなことになれば。 俺としてはそう言わざるを得ないだろうな。で、第三者がどちらの言い分を信じるかだ。いや別にこんなことで議論する気はないんだ。だけどもしそのノートを取り戻したことで、お前が俺に対して少しでも有利になったと考えているなら、それは錯覚だと言っておきたくてね。ひだか。私は彼を睨みつけました。僕はもうゴーストライターはしない。 君のために小説を書くのは、氷の扉が最後、だろう。わかってるよ、そんなことは。じゃあどうしてそんな言い方をするんだ特に理由はないね。我々の関係に変化はないということを言いたいだけさ。霊障を浮かべた日高を見て、私は確信したのです。この男は私を解放する気はないのだと。 いつかまた必要な時が来れば利用するつもりなのだと。テープとナイフはどこにあると私は聞きました。テープとナイフ何のことだとぼけるなよ。例のナイフとビデオテープのことだ。あれは大切に保管してある。俺だけが知っている場所にね。日高が行った時、ノックの音がしました。 そして、リエさんが入ってきて、藤尾都の来訪を知らせたのでした。本来なら会いたくない相手のはずでしたが、日高は会おうと言いました。私を追い返したかったからに違いありません。私は内心の怒りを隠し、リエさんに挨拶して、日高家の玄関を出ました。手記には彼女が門の外まで送ってくれたように書きましたが、かが刑事が指摘された通り、 本当は玄関まででした。玄関を出ると、私は庭を回って日高の仕事部屋の方へ行きました。そして窓の下に潜み、日高と藤尾都のやりとりを聞きました。予想通り日高はのらりくらりと対応していました。彼女が問題にしている、金両地という小説は、すべて私が書いたものなのですから、日高としては何らはっきりしたことを口にできないのです。 やがて藤尾都は苛立だった様子で帰って行きました。そして間もなくリ恵さんも家を出ました。さらに間もなく日高も部屋を出たのです。どうやら手洗いに行ったようでした。潜在一遇のチャンスだと私は思いました。そして覚悟を決めました。今を逃したらもう二度と日高のシュから逃れることはできない、と。窓の鍵が開いていたのは幸運でした。 私は忍び込み、日高が部屋に戻ってくるのをドアの横で待ちました。手には真鍮製の文鎮が握られていました。あとのことはあまり説明する必要もないと思います。私は彼が部屋に入ってくるやいなや、後ろから思い切り頭を殴りつけました。彼は一瞬にして倒れました。しかし死んだかどうかはわかりませんでした。それで念のためにと思い、 電話コードで首を絞めたのです。その後のことは加が刑事の推理通りです。私は彼のパソコンを使ってアリバイ工作することを考えつきました。告白しますと子供向けの推理小説を書くときにと思い、以前から用意してあったトリックです。お笑いください。文字通りに子供騙しのトリックだったのですよ。 それでも私は自分の犯行が露呈しないことを祈り続けました。そしてまたそれと同程度に、数年前の殺人未遂の一件が暴露しないことを願いました。私がリエさんに、日高が撮影したビデオテープがカナダから戻ってきたらすぐに知らせてほしいと言ったのも、その思いからです。しかし、加賀刑事は次々に私の秘密を暴いていきました。その鋭い推理力には、 はっきり言って憎悪さえ感じました。もちろんかが刑事を恨んでも仕方がないのですがね。最初に書きましたが、夜行中の本の内部をくり抜き、その中に証拠のテープを隠してあったとは驚きです。夜行中という作品は、数少ない日高自身の手による小説なのですが、その中に書かれている主人公が妻と愛人に殺されかけるシーンは、 言うまでもなく例の夜の事件をイメージしてのものでした。私が窓から侵入する映像と、その内容の符号に気づいたからこそ、加賀刑事は真相に到達したわけですから、日高の執念というものを感じずにはいられません。告白すべきことは以上です。私としては初見さんとのことをどうしても秘密にしておきたく、そのため動機を話すわけにもいきませんでした。 大変ご迷惑をおかけしましたが、少しでも気持ちを理解していただければ幸いです。今はどんな罰でも受けるつもりです。過去の章その1。加賀京一郎の記録。5月14日、野々口がこの3月まで勤務していた私立第三中学校へ出向いた。放火になったところで、 帰宅する生徒たちが大勢門から出てくるところだった。グラウンドでは陸上部員と思える男子が、トンボを使って地面を鳴らしていた。事務室の窓口で身分を名乗った後、なるべく野々口と親しかった教師に会いたいと申し入れた。女性事務員は上司と相談したり、職員室の方へ連絡に走ったりした。思ったより手間取るのでイライラしたが、 学校というのは、こういうところだったと思い出した。20分近く待たされた後で、ようやく応接室に案内された。江藤という小柄な校長と、藤原という男性の国語教師が会ってくれた。校長が同席したのは、藤原教諭が余計なことを喋らぬかどうか見張るためだろう。私はまず二人に、日高国彦が殺された事件について知っているかどうか尋ねた。 二人ともよく知っていると答えた。野々口が日高のゴーストライターだったことや、それに関する一連の確執が殺人の動機であることも承知していた。むしろ彼らは私から、さらなる情報を得ようとしているようだった。野々口がゴーストライターをしていたことについて、何か思い当たることはないかと質問したところ、藤原教諭はやや遠慮がちに次のように語った。 彼が小説を書いていたのは知っていました。彼の作品が載った児童雑誌を読んだこともあります。でもまさかゴーストライターをしていたとは夢にも思いませんでした。しかもあの人気作家の、ですからね。野々口が小説を書いているところはご覧になったことがないのですかそれはありません。彼だって学校では教師の仕事があったわけですから。 自宅に帰ってからだとか休日に執筆していたんでしょうね。そういうことが可能なほど、野々口の教師としての仕事は負荷が軽かったということですかいや、あの人の仕事が特に楽だったということはないはずです。ただ帰宅するのは早かったですね。去年の秋あたりから特にそうでした。それから学校行事に関する雑用なんかはいつも巧みに逃れていました。 病名までは詳しく知られてませんでしたが、あの人が健康を害しているということはりと有名だったので、みんなも多めに見ているところがあったんです。でも実際にはそんな風にして時間を作って、日高国彦の小説を書いていたんですね。全く驚くべき話です。去年の秋頃から帰宅が早くなったということですが、そのことは具体的に何かの記録には残っていないのですか どうですかねタイムカードなんかはありませんから。でも確かに去年の秋からですよ。国語の教師だけで集まる会というのが2週間に1度ぐらいの割合であるんですがね。それにも参加しなくなったんですから。それまではそういうことはなかったのですね。あまり仕事熱心な人ではなかったけれど、それまでは参加していました。 この後私は野々口周の人柄についても質問してみた。無口で何を考えているのかわからない人でした。いつもぼんやりと窓の外ばかり眺めてましたよ。でも今から思うと、あの人も苦しんでいたんですね。根は悪い人ではないと思います。あんな仕打ちを受けていたわけですから、追加となって取り返しのつかないことをしてしまったというのもわかるような気がします。 日高国彦の小説は私も好きで何冊か読んでいるんですが、本当は野々口さんが書いたのだと思うと、また違った考えがあります。私は例を言って中学校を後にした。中学校からの帰り道、大きな文房具店があった。私は中に入り、レジのところにいた女性に野々口修の写真を見せ、この客がここ1年ぐらいの間に来なかったかと尋ねた。 見たような気もするがはっきりしたことは思い出せないと、女性店員は答えた。5月15日、日高りエに会いに行った。彼女は1週間ほど前から横浜のマンションに移り住んでいた。こちらから連絡を取った時、彼女はひどく憂鬱そうな声を出した。事件のことに触れられたくないからこそ引っ越したのだろうから、これは当然と言えた。 それでも私と会うことを承諾したのは、私がマスコミ関係者ではなく刑事だからだろう。マンションの近くにあるショッピングセンター内の喫茶店で、私たちは待ち合わせをしていた。マスコミの目が気になるから部屋には来て欲しくない、と彼女が言ったからだ。バーゲンセールをしているブティックの隣にある喫茶店は、外から客の顔が見えることがなく、しかもほどほどに雑然としているため、 他人に聞かれたくない話をするにはうってつけだった。その店の一番王のテーブルで私たちは向き合った。私はまず何か変わったことはないかと尋ねた。それに対して日高リエはびくしょうした。相変わらずあまり愉快でない毎日を送っています。早く周囲が静かになってくれればと思うんですけど、刑事事件に関わりますと、 どうしてもしばらくはごたごたするものです。私は言ったが、慰めにはならなかったようだ。彼女は被りを振り、苛立だった口調でまくしたてた。今度のことが刑事事件で、被害者が私たちの方だってことを、世間の人たちはどれだけ認識しておられるんでしょうか。まるで芸能人のスキャンダルみたいに扱われて、しかもこちらが悪者みたいに言われているんですよ。 これについては否定できなかった。確かにテレビのワイドショーでも週刊誌でも、日高邦彦が殺されたことよりも、彼が友人の作品を盗んでいたことの方を大きく取り上げている。しかもその裏に、前妻の不倫が関わっていたとなれば、普段分断とは縁のない芸能レポーターたちまでもが喜んで飛びつくのも当然と言えた。マスコミのことなど無視した方がいい。 もちろん無視できるものはします。そうしませんと、神経が持ちませんから。でもあいにく、煩わされているのはマスコミだけじゃないんです。何かありましたかええ、いろいろと。嫌がらせ電話や手紙が殺到しています。しかもどうやって調べたのか、私の実家にです。主人の家にもう私が住んでいないことは、 マスコミを通じて知れ渡っているからでしょうね。ありそうなことだった。そのことを警察には届けましたか一応届けました。でもこういうことって警察に届けたから解決するってものでもないでしょう。それは彼女の言う通りだったが、そう口に出して言うわけにはいかなかった。電話や手紙の内容はどういったものが多いですか それもやっぱりいろいろです。これまでの印税を返せというものもありますし、応援してきたのに裏切られたという内容の手紙と一緒に、主人の著作を段ボールに詰めて送ってきた人もいます。あとそれから、文学賞を返せと言ってきている手紙も多いです。なるほど。そういった嫌がらせをしている人間のすべてが、実際に日高邦彦のファンであったり、 本物の文学愛好家である可能性は低いだろうと私は推察した。いやむしろそれらのうちのほとんどは、これまで日高国彦という名前さえ知らなかったのではないか。その種の人間というのは、とにかく人に不快感を与えることで喜びを得ようとしているに過ぎず、どこかにそのチャンスがないものかといつも目を光らせているのだ。従って相手は誰であってもいいわけだ。 そのように私が言うと、日高理恵も同感だというように頷いた。皮肉なことに、主人の本がとてもよく売れてるんですって。それも多分覗き趣味なんでしょうね。いろいろな人間がいますから。日高国彦の本が売れていることは私も知っていた。しかし現在出回っているのは在庫の分だけで、版元としては増刷する気はないらしい。 私はゴーストライター説を否定していた編集者のことを思い出した。彼らもしばらくは生還しているつもりなのだろうか。ああところで、野々口さんの親戚の方からも連絡をいただきました。彼女は何でもないことのように言ったが、この情報は私を驚かせた。野々口の親戚からどういう内容ですか これまでの著作による利益の返還請求をしたいということらしいです。野々口さんの作品が下敷きにされた本については、少なくとも原作料は受け取る権利があるはずだというものでした。おじという人が代表になっておられます。おじが出てきたのは、野々口に兄弟がおらず、両親も他界しているからだろう。それにしても、利益の返還請求とは驚いた。 いろいろなことを考えつく人間がいるものだ。それでどのように返答されたのですか弁護士の先生と相談してからお答えしますと申し上げました。それがいいでしょうね。正直なところ、一体どういうことなんだろうと思います。被害者はこっちなのに、犯人の親戚の人からお金を要求されるなんて聞いたことがありません。こういうケースは得意ですし。 自分はその方面の法律に詳しくないのではっきりしたことは言えませんが、おそらく支払う必要はないと思いますよ。ええー、私もそう思っています。でもね、問題はお金じゃないんです。主人が殺されたことは、まるで自業自得のように世間の人から言われるのが悔しいんです。野々口さんのおじとかいう人も、少しも申し訳なさそうじゃなくて、 日高り恵は唇を噛み、勝ちきそうな一面を覗かせた。悲しみよりも怒りの方が勝っているようなので私は安心した。こんな場所で泣かれたら厄介だった。加賀さんには前にもお話ししたと思いますけど、私はやっぱり、主人が他人の作品を盗んでいたなんて信じられません。だって、新しい作品のことを話すときには、子供みたいに目を輝かせていた人なんですよ。 自分の思うままに物語を作れるのが本当に楽しいという感じだったんですから。日高理恵の力説に対して私は頷いた。彼女の気持ちはとてもよく理解できたからだ。しかしここで同意のセリフを口にするわけにはいかなかった。そんな私の内心を読み取ったのか、彼女もこれ以上は自説を主張しようとはせず、私の方の要件を尋ねてきた。 私は上着の内ポケットに入れてあった書類を取り出し、テーブルの上に置いた。まずこれに目を通していただきたいのですが。何ですかこれ。野々口周の手記です。私の言葉に日高り恵は露骨に不快感を見せた。読みたくありません。主人があの人に対していかにひどいことをしたか、長々と書いてあるだけなんでしょう。 そのおおよその内容については、新聞で知っています。それは野々口が逮捕されてから書いた告白文のことをおっしゃっているのですね。ここにある手記はそれとは別のものです。野々口が今回の犯行直後に、警察の目をくらますため、わざと事実と違う記録をつけていたことはご存知ですよね。これはそれをコピーしてきたものです。この説明で彼女は理解したようだが、 不機嫌そうな表情に変化はなかった。そうなんですかでも、事実と違うことを書いたものを読んだって、何の足しにもならないんじゃありませんまあそうおっしゃらず、とりあえず読んでいただけませんか大した分量ではないので、すぐに読めると思いますが。今ここで、ですかお願いします。おかしなことを言うと彼女は思ったに違いない。 しかし彼女はそれ以上は何も聞かず、書類に手を伸ばした。15分ほどで彼女は書類から目を上げた。読みましたけど、これが何かその手記のうち、虚偽の記述であることを野々口自身が認めているのは、まず日高国彦氏との会話の部分です。本当はそんな和やかなものではなく、かなり険悪なやりとりがあったと彼は供述しています。そうらしいですね。 また、これは以前奥さんに伺ったことですが、野々口がお宅を出る時の模様が事実に反していますよね。実際にはあなたは彼を玄関までしか見送らなかったのに、ここには門の外まで出たように書いてあります。そうですね。他にはどうですか奥さんが記憶しておられることと、この手記の内容とで明らかに食い違っている点はありませんか他に、ですか 日高理恵は戸惑いの表情を浮かべ、手記のコピーに目を落とした。それから自信のない様子で首を振った。特にはありませんけど。ではあの日野々口が話したことだとか、行動したことで、ここには書いてないことを何か覚えておられませんかどんな些細なことでも結構なんです。例えば途中で奴がトイレに入ったというようなことでもいいんです。 よく覚えてませんけど、あの日野々口さんはトイレには行かなかったと思います。では電話はどうですかどこかへ電話をかけていたような様子はありませんでしたかさあ、主人の部屋からかけたのなら、私にはわかりませんから。日高理恵は、実際あの日のことをあまりよく覚えてはいないようだった。あの日が彼女にとって特別な日になるということは、 野々口がやってきた時点では分からなかったのだから当然かもしれない。諦めかけていると彼女が不意に顔を上げた。あ、そういえば一つだけ。何でしょう。全然関係ないかもしれませんけれど。構いません。あの日野々口さんは帰り際にお土産だと言ってシャンペンをくれたんです。そのことがこの手記には書かれてませんね。 シャンペンをあの日に間違いないですか間違いありません。瓶を差し出されました。今夜ホテルででも飲んでくださいと言われたので遠慮なくいただきました。そのシャンペンはどうしましたかそれがあの夜私が泊まってたホテルの冷蔵庫に置いてきてしまったんです。事件の後でホテルから電話がかかってきましたけど。 適当に処分してくださいといった覚えがあります。飲んではおられないわけですね。はい。主人が仕事を終えてホテルに来たら、二人でゆっくり飲もうと思って冷やしておいたんです。これまでにもそういうことはあったんですかシャンペンに限らず、野々口が手土産に酒を持ってきたということは、ずっと以前はあったかもしれませんけれど、私の知る限りでは、 あの時が初めてです。大体いい野々口さん自身がお酒を飲まない人ですから。なるほど。野々口自身は告白文の中で最初に日高屋を訪れた時にスコッチを持って行ったと書いているが、その時のことは当然日高り恵は知らないわけだ。私は他に手記に書かれていないことで印象に残っていることはないかと尋ねた。 日高理恵はかなり真剣に考えていたようだが、他には重い、帰り際というと、具体的にはどういう風にして渡したのですか藤尾都子さんがいらっしゃって、入れ替わりに野々口さんが主人の仕事部屋から出てきた時です。日高との話に夢中になって渡すのをすっかり忘れていたけれど、実はシャンペーンを買ってきたんだと言って、紙袋に入った出せないと言った。そして、 なぜ今頃こんなことを聞くのかと逆に質問してきた。一つの事件を集結させるには、いろいろと煩雑な手続きが必要なんです。確認作業というのも、その一つでしてね。私の説明に、被害者の妻は疑いを抱いた様子ではなかった。日高理恵と別れた直後、私は事件東谷日高夫妻が泊まることになっていたホテルに電話し、シャンペンのことを問い合わせた。 少し手間取ったが、その時のことを覚えているという係の者と話をすることができた。ドン、ペリニオンのロゼだったと思います。それが冷蔵庫に入ったままになっていたのです。高価なお酒ですし、未開戦でしたので、念のためにご連絡したわけです。するとそちらの方で処分してくださいとのことでしたので、そのようにさせていただきました。 男性のホテルマンは丁寧な口調で言った。私はそのシャンペンはどうなったかを聞いた。ホテルマンは少し口ごもっていたが、やがて自分が家に持ち帰ったのだと告白した。私は続けて飲んだかどうかを聞いた。2週間ほど前に飲んでしまったと彼は答えた。ボトルもすでに捨てたという。何か問題があったんでしょうか ホテルマンは心配そうに言った。い,いえ、特に問題というわけではありません。ところでそのシャンペンは美味しかったですかええ、それはもう。ホテルマンの嬉しそうな声を聞いてから私は電話を切った。帰宅後、ビデオを見る。例の野々口秀が日高邸に忍び込んだ時のテープである。鑑識に頼んで特別にダビングしてもらったものだ。 繰り返し見るが、収穫なし。退屈な画面がまぶたに焼き付けられただけだ。5月16日、午後1時を少し過ぎた頃、横田不動産株式会社の池袋営業所を訪ねた。正面がガラス張りの、カウンターの奥にスチール机が2つあるだけの小さな事務所である。私が入って行った時、藤尾都は一人で何か事務仕事をしていた。 他の社員は出かけているらしい。だから彼女を外に連れ出すわけにはいかず、カウンターテーブルを挟んで話をすることになった。外からだと、うさんくさい男が安アパートを探しているように見えたかもしれない。私は世間話は早めに切り上げて、すぐに確信に触れることにした。野々口の告白文の内容はご存知ですか緊張した顔で藤尾都は頷いた。 大体の内容は新聞で読みました。どのように思いましたかどのようにって、とにかくびっくりしました。あの、金領地も、あの人が書いたと言うんですから。野々口の告白によれば、日高国彦氏は、あの作品の本当の作者ではなかったために、あなたとの交渉においても、はっきりとした態度を取れなかったということですが、その点についてはいかがですか 思い当たることはありますか正直に言いますと、私にはよくわかりません。日高さんとの話し合いでは、いつものらりくらりとはぐらかされてきた、という思いがあるのは確かですけど、日高氏と話をしていて、金領地の作者にしてはおかしいと思うような発言があったりはしなかったわけですね。そういうことはなかったように思います。でも、自信はありません。 だって、日高さんが本当の作者じゃないなんてこと、想像もしませんでしたから。この言い分は、最もなものと言えるだろう。金良地の真の作者が野々口集だと考えた場合、合点の行くこと、あるいは逆に納得いかないことなどはあるでしょうか。それもやっぱり、自信を持ってお答えできることはありません。野々口という人も、 日高さんと同様に兄の同級生だったということですから、あの小説を書くことは可能だったわけです。実際に書いたのは野々口衆という人間だと言われれば、ああそうなのかと思うしかないんです。もともと日高さんについても、詳しいことを知っているわけじゃありませんから。そうかもしれませんね。どうやら富士を都からはこれ以上の情報は得られそうにないらしいと思いかけた頃、 ただ。と言って彼女は話を続けた。もしあの小説を書いたのが日高さんでないということなら、もう一度小説を読み直してみる必要はあるかもしれません。と言いますのは、小説に登場してくるある人物のことを、私は日高さんご自身をモデルにしたものだと思い込んでいたからです。作者が日高さんでないなら、その人物のモデルもあの方ではなかったということになります。 どういうことですか詳しく話していただけませんか刑事さんは禁了地をお読みになりましたか本は読んでいませんが、筋は大体わかります。別の刑事が読んであらす筋を書いたものに目を通しましたから。あの小説の中に主人公の中学時代が出てきます。主人公は暴力で仲間を服従させ、気に入らないものは徹底的に痛めつけます。 今でいういじめです。そして彼の最大の犠牲者は、クラスメートの浜岡という男の子でした。私は、その浜岡という生徒こそ、日高さんのことだと思っていたのです。小説にいじめの場面が出てくることは、あらすじを読んで知っていた。しかし、細かい固有名詞までは、そこには書かれていなかった。なぜその生徒が日高氏だと思ったのですか あの小説全体が、その浜岡という人物の階層という形で書かれているからです。しかも内容的には小説というよりもドキュメントといった方がふさわしいくらいですから、この少年が日高さんなのだなと信じていました。なるほど。そういうことならわかります。それに、藤尾都は一瞬ためらいの表情を見せてから続けた。 日高さん自身がその浜岡少年のような目にあったからこそ、あんな小説を書くことを思いついたのだろうと考えていました。私は思わず彼女の顔を見返した。どういう意味ですか小説の中で、いじめの中心人物である主人公のことを浜岡少年はひどく憎みます。その憎しみが前編に漂っているように感じられるのです。 作中では語られていませんが、浜岡という人物がかつて自分を苦しめた男の死について調べ始めるのも、その底に憎悪があったからだということは明らかです。浜岡少年イコール作者。つまり日高さんはあの小説を書くことによって、兄に復讐したのだと私は解釈していました。私は藤尾都の顔を凝視してしまった。 復讐のために小説を書いたという発想はこれまで私の頭にはなかったものだからである。いや、もともと我々捜査人は、金良地という作品に注目すらしていなかったのだが、しかし野々口の告白によって、そうとは言えなくなったわけですね。そうなんです。でも今も言いましたように、とにかく作者がモデルなのだと考えれば、それが日高さんであろうと野々口という人であろうと、 同じことなんですけどね。ただ私はずっと作品中の人物と日高さんと重ね合わせていたものですから、急に実は別人なんだと言われると、どうしても違和感があります。ほら、よく小説がテレビドラマになった時なんか、登場人物のイメージが役者のキャラクターと合わなくて不満に思うことがあるでしょう。ああいう感じです。日高国彦氏なら、金良地。 に登場する浜岡という人物とキャラクターが一致するわけですかあなたの主観で答えてくださって結構ですが、一致するように思うんですけど、先入観のせいかもしれません。だって私、さっきも言いましたように、本当は日高さんのことなんかほとんど知らないんですから。藤尾都は慎重に断定的な言い方を避けた。最後に私は、 彼女たちが近両地の県で争う相手は日高邦彦から野々口衆に変わったわけだが、今後はどうするつもりかと尋ねた。とりあえず、その野々口という人の裁判の結果を待ちます。すべてはその後です。彼女は冷静な口調で答えた。日高邦彦が殺された事件について、私が今も未練たらしく調べ回っていることを、 上司はあまり心よくは思っていない。犯人がすでに自白し、手書きの告白文まで残しているというのだから、今さら何を嗅ぎ回る必要があるのかと思うのは当然である。何がしっくりこないんだ。何もかも、すっきりと筋が通っているじゃないか。上司は苛立った調子でこのように言う。私も、 これまでの捜査で明らかになったことを否定できるほどの根拠は持っていない。第一、今回重要視されている証拠の多くは、私がこの手で獲得してきたものばかりなのだ。私にしても、もうこれ以上調べることはないと思っていた。野々口が工作した偽アリバイを崩し、日高との確執を明らかにすることにも成功した。正直なところ、 自分の仕事ぶりにうぬぼれさえ感じ始めていたのだ。私の心に疑念が生じたのは、病室で野々口の長所を取っている時であった。何気なく彼の指先に目を向けた時、ある考えが突然芽生えたのだ。だが私はそれを無視することにした。その想像はあまりに機械で、非現実的なものだったからだ。 しかし無視し続けていられたのも長い時間ではなかった。その奇妙な想像が脳裏から離れなかった。実を言うと私は最初に彼を逮捕した時から間違った道に入り込んでしまったような不安を抱いていた。それが今はさらに明確になっている。こんな風に思うのは私が警察官としても人間としても未熟なことによる錯覚かもしれない。 それは十分にあり得ることではある。しかし私は自分の感覚を納得させられないまま、今回の事件に終止符を打ちたくはないのだ。私はもう一度念入りに、野口衆が書いた告白文に目を通してみることにした。するとこれまでは見えてこなかった疑問が、いくつか生じてきたのだった。釈然としない点を具体的に挙げると、次のようになる。 日高国彦は殺人未遂事件の証拠を主に、野々口修にゴーストライターをさせていたというが、仮に野々口が全てを捨てる覚悟で警察に行けば、日高もダメージを受ける恐れがあった。下手をすれば作家生命を断たれることになったかもしれない。そのことを日高は恐れなかったのか。結果的には野々口は日高初美を巻き添えにしたくないという理由で自首しなかったわけだが、 日高国彦には事前にそのことを確信する根拠はなかったはずである。二、日高初美が死んだ後も、野口が無抵抗だったのはなぜか。手記の中で彼は心理合戦に疲れはてたと書いているが、だからこそ全てを捨てる覚悟で自首するのが普通の心理ではないのか。三、そもそも例のビデオテープとナイフが、殺人未遂の証拠となり得るか。テープに映っているのは、 野々口が日高家に侵入するシーンだけであり、ナイフには血痕もついていない。しかも犯人と被害者以外で現場に立ち会ったのは、共犯の日高初美だけである。初美の証言によっては、野々口が無罪になる可能性も低くないのではないか。4. 野々口は日高国彦との関係が、なかなか息の合った合作者のもの。になっていったと書いているが、 それまでの行きを考えた場合、そんなことがあり得るだろうか。以上の4点について野々口に正してみた。すると彼は全ての問いに対して同じ答えを述べたのだった。それは次のようなものである。おかしいと思われるかもしれませんが、実際その通りなのだから仕方がありません。今になって、なぜそんなことをしたのかとか、あの時にこうしなかったのかとか聞かれても、 自分でもわからないとしか言いようがないのです。とにかくあの頃の私の精神状態は普通ではありませんでしたから。野々口にこう言われてしまっては、こちらとしてはどうしようもない。物理的なことなら反証も可能だが、これら4つの疑問はいずれも心理面でのものなのだ。だが私が違和感を抱く最大のポイントは、実はこの4点以外にある。 それは一言で言うならばキャラクターということになる。私は野々口衆という人物のことを上司や他の捜査員よりもはるかによく知っている。その知識に基づいて作られる彼という人間の個性と例の告白文で語られている内容とがどうしてもうまく一致しないのだ。私はますます突然芽生えた機械な仮説にこだわらざるを得なくなる。 その仮説が正しいとすれば、これらすべての疑問が評解するからである。日高り恵に会いに行ったのには、もちろん私なりのはっきりとした目的があった。仮に私の推理が、というより現時点では、ほとんど空想と言うべきものだが、正しければ、野々口衆が今回の事件の模様を記した手記には、もう一つ別の意味があるはずなのだ。 しかし彼女から決定的な話を聞き出すことはできなかった。唯一の収穫が例のシャンペンの一件だが、あれが果たして私の推理を裏付けてくれるのかどうか、今のところは不明である。シャンペンを持っていったことを野々口が主記に記さなかったのは、単なる書き落としたろうか。それとも何か理由があってのことなのだろうか。普段酒を手土産に持っていくことのない野々口が、 あの日に限ってそういうことをしたというのは何か意味のあることのように思える。もし意味があるのだとしたらそれはどういうものか。残念ながら今の時点で思いつくことは何一つない。しかしこのシャンペンの一件は頭の隅に留めておく必要がありそうだ。私は野々口衆と日高邦彦の関係についてもう一度見直した方がいいのではないかと考えている。 もし我々が誤った道に入り込んでしまったのだとしたら、まず元の地点まで戻ることから始めなければならない。その意味で藤尾都と会ったのは正解だった。彼ら二人の間柄を鮮明にするには、中学時代まで遡る必要がある。モデル小説と言われる、金良地は、そのための絶好のテキストと言える。彼女に会った後すぐに、私は本屋へ行って、 金料地を買った。そして帰りの電車の中から読み始めた。内容はすでにあらすじで読んで知っている通りなので、いつもより楽に読み進められた。ただし文学的な価値などは、例によって全くわからない。藤尾都が言ったように、この小説は浜岡という人物の視点で描かれている。平凡な会社員である浜岡が、 ある朝一人の版画家の視察事件を新聞で知ることから物語は始まっている。浜岡は、その西名和也という版画家が、中学時代に自分を苦しめた超本人であることを思い出すのだ。ここからが、中学の時に受けたいじめに関する回想になる。中学三年になったばかりの浜岡少年は、生命に関わるほどの暴力を何度か受ける。 衣服を脱がされ全身に透明ラップを巻かれた状態で体育館の隅に放置されたり、窓の下を歩いている時に突然上から塩酸をかけられたりするわけだ。もちろん、ただ単純に殴るケるの攻撃を受けることもある。言葉による暴力、嫌がらせの類も容赦なく連日続けられる。その描写は細かく、リアリティがあって迫力満点だ。藤尾都が、 小説ではなくドキュメントだと言ったのもわかる気がする。浜岡少年がいじめの標的になった理由は明確になっていない。浜岡少年によれば、ある日突然悪霊の封印を剥がしてしまったかのように、いじめは始まったのだ。これは昨今のいじめ事件にも共通して言えることである。彼は負けまいとするが、やはり次第に恐怖と絶望が胸の中を支配するようになる。 彼が恐ろしいと思ったのは暴力そのものではなく自分を嫌う者たちが発する負のエネルギーだった。彼は今まで世の中にこれほどの悪意が存在するとは想像もしていなかったのだ。これは金良鎮の中の一節である。被害者の正直な気持ちが表現されていると言えるだろう。私も教師時代にいじめを扱った経験があるがいじめられる側としては あまりの理不尽さに、ただ途方に暮れるしかないのだ。このいじめは、首謀者である西名和也の突然の転校によって終結する。だが転校先を知る者はいない。他校の女子生徒に乱暴を働いたことがもとで、施設に送られたのだという噂が流れるが、審議については浜岡少年たちにはわからなかった。浜岡の回想はここで一旦終わる。 ところがちょっとした右与曲折があって彼は西名和也のことを調べようと思い立つのだ。この右与曲折が文学としては意味がある部分なのかもしれないが、今回の事件とは無関係と考えられる。以後この小説は浜岡の階層と聞き取り調査が交錯する形で進んでいく。まず明らかにされるのは西名和也がいなくなった真の理由である。 彼に乱暴された生徒というのは、ミッション系の学校に通う女子中学生だった。彼は不良仲間にその女子を取り押さえさせ、みんなの見ている前で暴行した上、その模様をやはり仲間に8ミリカメラで撮影させたのだ。未現像のそのフィルムを、西名和也は知り合いの暴力団に売るつもりだった。新聞沙汰にならなかったのは、 女の子の親が各方面にコネクションを持っていたからに他ならない。このような調子で小説の前半部は、主に西名和也の残忍さを表現することに費やされている。後半になると、ある事件をきっかけに版画に興味を持ち、その道で生きようとする彼の姿が描かれる。そして物語の結末は、初めての古典を開こうとする直前。 生きずりの売春婦にナイフで刺し殺されるシーンだ。この殺人事件が実話に基づいていることは周知である。ここに登場する浜岡という人物を、藤尾都が作者自身のことと考えたのは無理のない話だろう。無論通常の小説ならば、語り手イコール作者という短絡は無茶かもしれない。しかし大部分が事実に基づいて書かれたと推定されるこの作品の場合は、 そう考えた方が妥当だろう。そしてその作者が遠い過去の復讐を果たすためにこの小説を書いたという彼女の推理もあながち見当はずれではないと思われる。彼女が言ったように西名和也という人物の描き方が好意的とは到底言い難いものだからである。芸術家としてではなく芸術家に憧れただけの俗人として描かれているのはいいとしても。 俗人の醜さと弱さを強調する描写に終始しているのは、浜岡つまり作者の復讐心からと解釈できないこともない。藤尾都が名誉を傷つけられていると主張しているのも、おそらくこのあたりのことだろう。しかし浜岡少年を作者つまり野々口衆の分身とすると、どうしても納得できないことが一つだけある。それは、 日高邦彦に相当する人物が登場していないということだ。無論それは作者を日高邦彦の方だと考えても同様である。その場合、野々口にあたる人物が見当たらないということになる。モデル小説とはいえ、実際と違う部分は当然あるわけだし、人物を省略することもあるだろう。だが問題はそういうことではない。もしこの小説にあるように、 中学時代、野々口修がいじめにあっていたのだとしたら、その時日高邦彦は何をしていたのかということが問題なのである。彼は黙って指をくわえていただけなのか。このことにこだわるには理由がある。それは、野々口が再三にわたって日高邦彦のことを親友であったかのように表現しているからである。いじめに対して、親の愛情や教師の指導力などというものは、 残念ながらあまり有効ではない。友情こそがいじめに対する最大の武器である。にもかかわらず、親友。は、浜岡少年がいじめられているのを傍観していたとしか思えない。私は断言する。そんな人間は親友ではない。同様の矛盾が野々口衆の告白文の中にもある。親友は相手の妻を奪ったりしない。 妻と共謀して彼を殺そうと考えたりもしない。そして親友は相手を脅迫し、ゴーストライターとなることを強要したりしない。ではなぜ野々口は、日高国彦のことを親友のごとく表現したのだろう。それもすべて今私の頭の中にある機械な想像によって説明することができる。あの、 ペンタコのできた野口衆の中指を見たときにひらめいた推理によって過去の章その2彼らを知る者たちの話林田純一の場合はゴシック隊あの事件のことでいらしたんですかそうですかでも私なんかに何を聞きたいんですか何を質問されても 大した話はできないと思いますよ。何しろ古い話ですものね。中学時代といえば二十数年前じゃないですか物覚えはさほど悪い方じゃありませんけどね、もうあまり記憶に残ってないな。白状しますとね、つい最近まで日高国彦なんていう作家がいることさえ知らなかったんですよ。お恥ずかしい話ですが、ここ何年も読書なんてものはしてませんのでね。 本当はそれじゃいけないんですがね。とこやなんていう家業は、客と話をするのも仕事のうちだから、どんな話題にでもついていけなきゃいけませんから。だけどどうもね、忙しくて。でまあ、日高国彦なんていう作家がいて、しかも同級生だったってことを知ったのは、今度の事件がきっかけです。ええ、日高や野々口の経歴が新聞なんかで取り上げられましたからね。 それで思い出したというわけです。新聞ぐらいは一応読んでます。びっくりしましたよ、そりゃあ。しかも殺人事件絡みなんだから。はい、野々口のことは覚えていたんです。日高の方は、なんとなく記憶がある程度ですね。はっきり言って印象の薄いやつだったんでしょう。二人が親友だったかどうかなんて知らないなあ。野々口のことは、 のろって呼んでました。ほら、口という漢字はカタカナのろに似てるでしょそれでのろです。ちょっと鈍いやつだったから、のろまという意味もあったかもしれないな。そういえばあの男、本ばっかり読んでましたね。隣の席になったことがあるんで、覚えているんですよ。何読んでたかは知りません。興味ありませんからね。 漫画じゃなかったことだけは確かです。作文だとか感想文がうまくてね、担任の先生には気に入られてたんじゃないかな。嫌なに、担任が国語教師だったんですよ。学校なんて、そんなものでしょう。いじめですかありましたね。最近になってマスコミが騒いでるけど、あんなもの昔からありましたよ。 昔のいじめは陰湿じゃなかったなんて言ってる人もいますが、いじめなんて陰湿なものに決まってるじゃないですかねえ。ああ、そういえば野々口はいつもいじめられてました。たった今思い出しましたよ。そうだった、そうだった。あいつもやられてたんだよな。弁当にいたずらされたり、金を取られたりしてました。掃除道具入れに閉じ込められる、 なんてこともあったんじゃなかったかななんていうか、いじめに会いやすいタイプでしたから。身体にラップを巻かれたラップって、あの台所で使うラップですかああ、そういえば、そんな話も聞いたことがあります。とにかく無茶苦茶なことばかりしていました。窓から塩酸ふーん、その程度のことはあったかもしれません。 とにかくあまり出来のいい中学じゃなかったから、いじめや校内暴力なんか日常茶飯事って感じだったんです。ええー、と、それ聞かれると辛いんですけど、正直に言いますと、私もいじめに加わったことがあります。いや、ほんのちょっとだけですよ。クラスの悪タれ連中が、私たち普通の生徒にも参加させようとするんです。逆らうと今度はこっちに火の粉が飛んできますからね。 仕方なく加わるわけです。そりゃあいやな気分でしたよ。やりたくもない弱い物いじめをするわけですから。一度カバンに犬の糞を隠したことがあるんですけどね。そばにいた女子のクラス委員も見て見ぬふりをしていましたよ。なんて言ったかな、あのクラス委員。そうだ、マスオカだ。確かそういう名前だった。 あの不良連中はいじめそのものも楽しかったんだろうけれど、そんな風に普通の生徒に手を汚させるっていうか、真面目なものを自分たちのレベルまで引きずり下ろすってのが面白かったんじゃなかったのかな。これは今になって思うことですけれどね。藤二ですか忘れちゃいませんよ、もちろん。大きな声じゃ言えませんが、あいつさえなけりゃと何度思ったかわかりません。 いやあ、私だけじゃないでしょう。みんなそう思っていたはずですよ。先生だって、そう思ってたに違いないんだ。非道っていうかね、とにかく人を苦しめることなんか何とも思わないやつでした。身体はそこら辺の大人よりでかいし、力も強かったから、誰も注意なんてできません。他の不良たちが、不自由にくっついていれば安心だってことで、あいつにこびるもんだから。 藤尾のやつは余計に調子づいちゃってね。手に負えないっていうのは、ああいうことを言うんだろうな。ええ、そうです。いじめの元締めもあの男です。あいつが仕切ってたんだ。不良どもがおとなしい生徒から巻き上げた金は、一旦全部あいつのところに集められたと言いますからね。ヤクザと変わりゃしませんよ。藤尾が学校を出て行った時には喜びましたよ。 これで平和が戻ると思いましたから。実際、それ以後は随分と校内の雰囲気が良くなりました。そりゃあまだ不良グループの残党はいましたけど、藤尾のいた頃とは比較になりません。学校を止めた理由はよく知らないんです。噂じゃ、よその学校の生徒に怪我させて施設に送られたってことでしたけど、多分本当はそんなやさしい事件じゃなかったんだろうと思っています。 藤二のことばかりお聞きになるけど、例の事件と何か関係があるんですかあれは結局日高の方が、野々口の小説を盗作してたから殺されたっていうことなんでしょう。え、いじめグループですかいや、今はどうしてるか知らないな。案外普通の社会人になっているんじゃないかと思いますけどね。その頃の名簿ですかありますけど、 古い住所が載ってるだけですよ。それでもいいんですかじゃ、ちょっと待っててください。今取ってきますから。新田晴美の場合。はゴシック隊。あたしのこと、誰から聞いたんですか林田さんそんな人、クラスにいたかしら。でもいたんでしょうね。ごめんなさい。あの頃のことなんて思い出すことがなくって。 旧姓はマスオカです。ええ、そうです。一応クラス委員ってことになっていました。男女各一人ずつ選ばれるんです。別に何をするってわけでもないんです。先生との連絡係かなあとそれから話し合いの議長をしたり。ああ、そう、ホームルーム。その言葉を口にするのは何年ぶりかしら。 うちには子供がいないものですから。日高君くんと野々口君くんのことは申し訳ないんですけどほとんど覚えてないんです。男女共学でしたけど私はいつも女の友達といましたから。だから男子の方でどういうことがあったのかもよく知らないんです。いじめもあったかもしれませんけど私は気づきませんでした。もし気づいてたらさあ、 それは今となっては何とも言えませんけど、多分先生に報告しただろうと思います。あの、そろそろ主人が帰ってくる頃ですから、この辺にしていただけませんお役に立てるようなことは何も知りませんから。それから、私があの中学の出身だということは、他の人には話さないでいただきたいんですけど。ええ、いろいろと差し支えがあるものですから。 主人にだって話していないんです。お願いしますわね。つぶらやまさとしの場合。はごしックた日高と野の口のことで。そりゃあわざわざ遠いところを。どうぞ上がってください。いいんですかいやしかし玄関先というのもそうですか二人のことは覚えてますよ、もちろん。 退職してから約10年になりますが、担任だったクラスの生徒のことは、全員覚えてます。何しろ1年間面倒を見たわけですからな。それにあの二人は、私があの中学に赴任した直後の生徒だったから、特によく覚えているんですよ。そうそう、野々口は国語の成績が抜群に良かった。毎回100点、とまではいかないが、 それに近い成績を収めておったです。日高の方は、さほどでもなかったんじゃないですかね。特に印象に残ってはおりませんから。野々口がいじめにあっていたかっていや、そんなはずはないですよ。確かに悪い生徒はいましたけどね、彼が被害に遭っていたという話は聞いたことがないです。そうですか、林田がそんなことを言ってましたか それは意外ですな、ちっとも知らなかった。いや、とぼけておるわけではないですよ。今さらとぼけたって仕方がない。意外だというのはね、むしろ野々口は悪いグループと付き合っているようなので、心配していた時期があったからなんですよ。親御さんからそういう相談を受けましてね。それで、それとなく本人に注意したこともありました。 でも、そういう時に力になるのは、やっぱり友達なんですな。野々口が道を踏み外すのを食い止めたのは、親でも教師でもなく、友達でした。もちろん、日高のことですよ。日高は目立たないが、なかなか気の強いところがある男でしたな。曲がったことが嫌いでね、少しでも筋が通らないと思うと、教師にも食ってかかるようなところがありました。 あれ私か正月のことだったと思いますが、二人でうちに遊びに来たんです。日高の方が野々口を連れてきたという感じでしたね。彼らは何も言わなかったが、色々と心配かけて申し訳なかったという意思表示だと私は解釈しました。あの時に私は、この二人は一生の親友になるだろうと確信したのですが、別々の高校に進んだのは予想外でしたな。 全体としての成績は似たようなもので、同じ高校に入ってもおかしくはなかったんです。で、結局今度の事件みたいなことになったわけでしょう驚きましたな。一体どこで歯車が狂ってしまったんでしょうな。日高も野々口も、あんなことをする人間ではなかったのですよ。広沢智世の場合、はゴシック隊 野々口さんのところの息子さんですかそりゃあよく知ってますよ。ご近所でしたからね。ごくたまにパンを買いに来たこともあります。ええ、うちはあの近くに店を出していたんです。店を畳んだのは10年ほど前です。ええと、やっぱりあの事件のことでああ、そうなんですかねえ、びっくりしましたものね。あの子たちがあんなことに。 わからないものですよね。どんな子供だったかってそうですね。なんていうか、陰気なところがありましたね。子供らしくないっていうか、鬱陶しいというか。あれは多分あの子が小学生の低学年の頃だったと思うんですけどね。学校が休みでもないのに、シュちゃんはずっと家にいるという時期があったんですよ。2階の窓からぼんやり外を眺めたりしてね。 それで下から声をかけてみるわけです。こんにちは、しちゃん。風邪でも引いたのところがあの子は何も答えないんです。慌てて顔を引っ込めてカーテンを閉じるんです。感じ悪いったらありませんでしたね。たまに道で会った時でも必ず脇道に入って絶対に顔を合わせないようにするんです。後で分かったことですけど、 その頃、あの子は登校拒否ってのをしていたらしいんです。理由は詳しくは知りませんけど、あれは親が悪いんだってみんな噂してましたよ。あそこの親は普通の勤め人だったはずなんですけど、夫婦揃って贅沢好きでね、おまけに子供に対してはやたら過保護だったんです。そういえば、あそこのお母さんが、こんな風に言ってたことがありましたよ。うちの子は、 本当はもっときちんとした私立の小学校へ行かせるつもりだったんです。でも、コネがないものだから、うまくいかなくて仕方なく、今の学校に入れたんです。ああいう風紀に問題のあるところは嫌なんですけど、風紀に問題があって悪かったわね、と言い返したいところでしたよ。うちは娘も息子も、あの学校を出ているんだから。確か野々口さんのところは、 旦那さんの仕事の事情でどこかから引っ越してきたんだったと思いますよ。前に住んでいたところはよっぽど上品な蝶だったんでしょうね。まあ親がそんな風だから子供の方もなんとなくそんな学校には行きたくないということになったんじゃないですか子供というのはそういうものですからね。でも全く学校に行かないっていうのはやっぱりまずいわけですから。 親も心配はしていたみたいですよ。ただ、無理やり引っ張っていくということはしていなかったですね。あの子が学校へ行くようになったのは、国彦ちゃんのおかげだと思いますよ。はい、日高さんのところの。そうです。今度殺された日高国彦さんです。小さい頃からよく知っているんで、国彦さんなんて言うとなんだか妙な感じだけれども。あの国彦ちゃんが、 毎朝、しゅうちゃんを迎えに行くようになったんですよ。どういう行きさつかは知りません。学年が同じだったから、学校の先生がク彦ちゃんにしゅちゃんを連れてくるよう頼んだのかもしれませんね。毎朝見かけましたよ。まずク彦ちゃんがうちの前を右から左に歩いていくんです。その時に必ず挨拶してくれましてね。大きな声で。 あの子は本当にいい子でしたよ。で、しばらくすると反対の方向から歩いてくるんです。その時はしちゃんと一緒でした。面白いことに、国彦ちゃんはそこでまた挨拶してくるんです。しちゃんは黙ってうつむいたままです。いつもそうでした。そのうちにしちゃんも、きちんと学校に行くようになったみたいですね。おかげで中学にも高校にも行って、 大学にだって上がれたわけだから、国彦ちゃんは恩人みたいなものなんですよ。それなのに今度みたいなことがあって、本当にわかりませんわね。二人が遊んでいるところですかええ、よく見ましたよ。もう一人、布団屋の子が一緒でした。遊びでもやっぱり、国彦ちゃんの方が誘ってたみたいですね。仲は良かったですよ。当たり前じゃないですか 国彦ちゃんが親切だったのは、主ちゃんに対してだけじゃないですよ。誰にでも、特に自分より小さい子には優しかったんだから。だからね、今度のことは、しつこいようですけど、とても信じられませんよ。松島幸雄の場合、はゴシック対日高と野々口か。いや、失礼。僕もあの事件を知って腰を抜かした口でね。 彼ら二人の名前を聞くと、ついぼんやり昔のことを思い出してしまうんです。でもよく僕のことがわかりましたね。ええ、確かに小学生の頃は彼ら二人とよく遊んでましたよ。うちの実家は寝具を扱っている店だったんですが、裏の倉庫で新品の座布団に乗ったりしてよく叱られました。ただ正直に言うと、さほど二人のことが好きだったわけではないんです。 近所には他に遊べるような子供がいなかったから、惰性で付き合っていたというのが正直なところです。だから小学校でも高学年になって、一人で遠くまで行けるようになると、別の友達と遊ぶようになりました。あの二人の関係ですかさあどうかな親友というのとは違うと思いますね。僕は。幼馴染というのとも違う。何と言えばいいのかな ああ、そうですかパン屋のおばさんからはそう見えたんですか大人の目ってのは当てにならないものですね。あの二人の関係はね、決して対等なものではなかったんですよ。そう、いつも日高の方が優位に立ってました。ええ、そうだと思います。学校に馴染めなかった野々口を助けてやったという意識があったんだと思います。 口に出して言ったりはしなかったですけど、態度に現れていました。いつも彼が野の口をリードしていたんですよ。三人でよくカエルを取りに行ったんですけど、その時でも日高は野の口のすることにいちいち指図していました。その場所は危ないから、もっと足場のいいところで捕まえろだとか、靴は脱いでおけとかね。命令しているというより、世話を焼いていると言った方が適切かもしれません。 だから、親分子分の関係というより、兄弟という感じでしたね。年は同じなんですけど。そんな日高のことを、野々口も鬱陶しく思っていたようでしたよ。時々僕に彼の悪口を言いましたからね。面と向かっては何も言えなかったようですが。小学校高学年になってから僕は二人と遊ばなくなったと言いましたが、あの二人も。 その頃からは付き合いがなくなったと思いますよ。理由の一つは野々口が塾に通い出したことです。つまり遊んでる時間がなくなったんですね。で、もう一つ理由があって、野々口のお母さんが日高のことを嫌ってたんじゃないかと思うんです。というのは、ある時たまたま耳にしたことですけど、野々口のお母さんが野々口に言ってたことがあるんですよ。 もうあの家のことは遊んでないでしょうね。厳しい口調でね、顔つきもなんだか怖かったですよ。あの家というのが、日高の家のことを言っているということは、話の流れからわかりました。おかしなことを言うなぁと、子供心に思いましたよ。なぜ日高と遊んじゃいけないんだろうとね。野々口のお母さんがそんなことを言った理由は、今も不明です。A 全く見当もつきません。野々口が登校拒否していた理由ですかはっきりしたことは言えませんが、まあ端的に言うと、学校が肌に合わなかったということでしょう。友達もほとんどいなかったみたいですしね。ああ、そういえば、そのうちに転校するんだという意味のことを漏らしてたことがあります。もっといい学校へ行くんだというようなことをね。 でも結局転校しなかったわけだから、その話も立ち消えになったんでしょうね。僕に話せることはその程度です。何十年も前のことだから、ほとんど忘れてしまいました。今度のことについてですか驚きましたね。連中の子供の頃しか知らないからうかつなことは言えませんが、やっぱり意外です。いや、日高のことです。 彼は野々口に対して優位に立ってはいたけれど、手が扱いすることはなかったんです。正義感も強かった。だから野々口をゴーストライターにしていたというのはどうも。もっとも大人になると性格も少しは変わるでしょうがね。もちろん悪い方に。高橋淳二の場合。はゴシック体。驚いたね、あの事件のことで。 まさか俺のところへ刑事さんが来るとは思わなかった。いや、あの二人が同級生で、俺と同じクラスだってことは新聞を読んで思い出してはいたんですよ。だけどね、別に親しかったわけじゃねえし、俺とは全然関係のない事件だと思ってましたよ。だってほら、文学っていうのああいうの、これまでは縁がなかったからね。まあ多分。 これからもないと思いますよ。で、何を聞きたいんですかああ、あの頃のことですかいや、すみません。あんまり楽しい思い出でもないんでね。つい顔をしかめたくもなるわけですよ。俺のことは誰からああ、林だからね。あいつ、昔から口の軽いやつだった。ええ、そうです。最近じゃ社会問題みたいに騒がれてるんで、 あんまり大きな声じゃ言えないけど、いじめはしょっちゅうやってました。へえ<ー>。まあ、子供でしたからね。でも、ああいうことも必要じゃないかなと思うけどね。言いいわけするわけじゃないけど。だって、社会に出りゃ、いろいろと嫌なことや辛いことがありますわな。その予行演習みたいなもんだと考えりゃいいんですよ。ああいうことをくぐり抜けて、 子供にも子供なりの知恵が作ってもんじゃないんですかい。俺はそう思うけどな。近頃ちょっと騒ぎすぎなんだよ。たかがいじめぐらいで。当時のことを知りたいんなら、俺に聞くより、もっといい方法がありますよ。もちろん話すのは構わないんだけど、いろいろと忘れてることもあるし、順序立ててきちんと話すっていうの苦手なんですよ。途中で、 自分でも何を喋ってるのかわからなくなっちまう。いい方法ってのはね、本なんですよ。日高の名前で出てる本です。ええー、と、あれ、何と言ったかな難しい題名なんて覚えにくいんだよな。えあ、そうそう、金料賃だ。それですよ、それ。なんだ、刑事さんも知ってたのか。だったら、 わざわざ俺のところへ何か来なくてもよかったのに。ええ、本なんか全く読まないんだけどね。あの事件があったもんだから。じゃあどんなもんかちょっと覗いてみるかって気持ちで読んだんです。ははは。図書館に行ったのなんか初めてですよ。なんだか緊張しちまってね。あの本を読むことにしたのは話の筋を見たらあの藤尾がモデルになってて。 しかも、俺たちの中学時代のことが書いてあるみたいだったからですよ。え、これはもしかしたら俺のことも書いてあるかもしれないぞ、なんて思ってね。刑事さんも読んだんですかああ、そうですか。ええー、とね、これはここだけの話ですがね、あそこに書いてあるのは事実ですぜ。いや、本当に。小説っぽくしてあるけど、ありゃ事実そのまんまだ。 もちろん名前なんかは違いますけどね。でも他はあの通り。だからあれを読めば、どんなことがあったかなんて、全部わかっちまうはずです。俺たちが忘れたことまで全部書いてある。ラップを身体にぐるぐる巻いて、体育館に放っておくという手口が書いてあったでしょう。あれなんか、冷やせもんです。何しろ俺が先頭になってやったことだからね。 自慢できることじゃないですわな。むちゃくちゃやるのが楽しい時代ってあるじゃないですか。まああれですよ。そういうのも全部、藤尾が指示してたんです。あいつはあまり自分じゃ手を下さなかったけど、仲間に命令してたんだ。古分のつもりはなかったですよ。ただ、あいつと組んでりゃ、いろいろと面白かったってことです。藤尾がよその中学の女子を襲った件ですか あの事件については、俺はよく知らないんですよ。いや、本当です。藤尾があの女に目をつけてたのは知ってましたけどね。髪の長い、小柄な、ま、美少女ってやつだ。藤尾は身体はでかかったけど、実はロリコンでね、そういうタイプに弱かったんですよ。その辺のことも、あの小説には書いてありましたよね。なかなか鋭いところをついてると、 読みながら思いました。もっとも、あの小説を書いたのがアイツだってことなら、よく知ってても不思議じゃないかもしれませんがね。そういやあーの小説には、藤二が一人で消える話も書いてあった。ほら、まだ授業が終わってないのに、六時間目の途中で、いつもフラッと一人で教室を抜け出す話ですよ。あれ正確に言うと、六時間目の途中じゃなくて、終わってすぐなんだ。 だからホームルームの時に藤尾が教室にいたってことはほとんどなかったな。どこへ行ってたかってのはあの小説に書いてある通りです。その美少女がいつも通る道ってのがあってそこへ行ってたってわけです。で、そこへは絶対に仲間を連れて行かなかった。いつも一人です。だから藤尾が行って何をしてたのかは知りません。 多分あの小説にあるように、じっと女の子を影から見ながら、襲う計画を立てていたんだと思いますよ。そう考えると、なかなか不気味なものがありますな。女の子を襲った時には、一人だけ仲間を連れて行ったみたいです。誰かは知りません。いや、本当ですって。今さらかばったって仕方がない。もちろん俺じゃないですよ。 悪いことはいっぱいあったけど、強姦の手伝いなんかはしません。信じてください。おっしゃる通り、あの、金領地っていう小説の中には、襲った時にもっとたくさん仲間がいたみたいに書いてありましたね。一人が女の子を押さえつけて、一人が8ミリカメラを回してたんでしたっけ。それで他のものが見張ってると。だけど実際には、手伝ったのは一人という話です。 ええ、女の子の抑えかかりだけ。8ミリカメラというのも実際とは違ってて、ポラロイドカメラだったそうです。藤尾自身が撮ったと聞いてますよ。その時の写真がどうなったのかは知らないな。小説じゃ、藤尾はヤクザに売るつもりだったって書いてあったけど、どうかな。その写真を見たことはありません。見たかったってのが本音だけど、 こっちまでは回ってこなかった。ああ、そうだ。もしかしたらあいつが何か知ってるかもしれないな。中塚っていうやつです。藤尾の腰銀着でね、その代わり、いろいろとおこぼれにも預かってたみたいだから。その時の写真にしても、藤尾が預けるとしたらあいつだな。もっとも、今でも持っているとは思えませんがね。連絡先はちょっとわからねえな。 中塚昭夫。昭和の章に夫ですよ。その辺の話、野々口からは何か聞いてないんですか奴だって結構知ってると思うんだけどな。知ってるから、ああいう本だって書いたわけでしょうが。へえ、あいつは何も喋らないんですかまあ喋りにくい内容ではありますわな。なんで喋りにくいかってそりゃ、 あんまり格好のいい話じゃないでしょうが。誇れることじゃないよね。いじめられてたからかってあいつがいじめられてた期間なんて、そんなに長くないですよ。藤二は初めっから、野々口なんか相手にしていなかった。藤二が目をつけてたのは日高ですよ。生意気だっていうのが理由でね。実際日高は、どんなにひどい目に合わされても、 藤尾の言いなりにはならなかったですからね。藤尾は藤尾で舐められてたまるかってわけで、どんどん過激なことを考える。それでまああの小説みたいなことも起きたということです。そうですよ。俺たちがラップを巻いた相手っていうのも日高です。ええー、窓から塩酸をかけたのもあいつに向けてです。野々口ですか野々口なんか、 その頃にはもうこっちについてましたよ。そうです。俺たちの側に入ってたんです。あいつこそ藤尾の子分です。俺たちも使い走りに使ってた。あの二人が親友だったってそんなはずはない。いや、卒業後にどうなったのかは知りませんよ。今度の事件の記事を読んでみると、以前は仲が良かったみたいに書いてあるから。 高校以後に変わったのかもしれないけど、俺の知っている限りだとそんなことは絶対になかった。だって野々口は藤尾に日高のことをいろいろとチクってたんですよ。野々口がいなけりゃ、藤尾も日高のことをあれほど徹底的に痛めつけようとはしなかったんじゃないかな。だからあの近良地に出てくる浜岡っていう中学生、あれは日高のことです。それは間違いない。 あの小説を書いたのは本当は野々口っていう話だけど、日高の名前で本にしなきゃならないから、日高の方を主人公にして書いたんでしょうな。野々口は誰のモデルかってさあ、誰になるかなはっきりとは言えないな。だけどいずれにしても、いじめグループの一人です。でも考えたら妙だよね。いじめの加害者が書いた小説を、 被害者の名前で発表したって言うんでしょう。一体どういうことですかね三谷光一の場合はゴシック隊。なるべく手短にお願いしますよ。これから会議がありますんでね。大体いいよくわかりませんな。私から何を聞きたいと言うんですかいやまあ警察というのは徹底的に犯人の過去を調べるという話は聞いたことがありますが、 私が野々口と付き合っていたのは高校時代ですよ。え、小学校の頃から調べておられるんですかそれはそれは、いや何と言っていいかわかりません。そんなことが必要なんですかへえ、野々口は特に変わったところのない、ごく普通の高校生でしたよ。私とは本や映画の好みが近くて、それでよくそういう話をしました。ええー、 彼が作家になりたがっていたことも知っています。その頃から将来はそういう仕事をするんだと宣言していましたから、ノートにショートショート風の小説を書いては読ませてくれました。内容は覚えてませんな。SF 的なものが多かったと思いますが、面白かったですよ。少なくとも当時の私は楽しめました。 野々口がうちの高校を選んだ理由ですかそれは当然学力レベルが適当だと思ったからじゃないんですかいや、ちょっと待ってください。そういえば野々口がこんなことを言ってたことがありました。実は近くにうちと同じレベルの高校がもう一つあったんだが、そこにだけは行きたくなかったという意味のことです。 何度か同じセリフを聞かされたんで、いまだに覚えています。ええー、何度も口にしたからには、心底そう思っていたんでしょうね。その高校を嫌った理由ですかはっきりしたことは覚えていないんですが、多分環境が悪いとか、生徒の質が悪いとか、そういうことだったと思います。彼はよくそういうことを口にしましたからね。自分の母校についてさえも、 ええー、母校というのは中学校や小学校のことです。それらの学校の悪口をですね、よく言ってましたよ。いや、中学時代の友達の話とか、そういうのはあまり聞いたことがありません。聞いたとしても、大したことではなかったはずです。印象には残っていませんから。日高邦彦という名前も、彼の口から聞いたことはありません。 彼にそういう幼馴染みがいたことは、今度の事件で知ったんです。彼がよく喋っていたのは、学校や町そのものの悪口なんです。その町に住んでいる人間がいかに低級で、そんなところにある学校がいかに劣悪かということを、ことあるごとにこぼしてました。あまりにくどいので、ちょっとうんざりした覚えもあります。普段は普通なのに、その話になると無気になるんです。 変な奴だなぁと思いましたよ。誰だって生まれ育った蝶が一番いいと思うんですがね。僕の家はもともとはあんなところにはなかったんだ。親父の仕事の都合で仕方なく住んでいるというわけさ。だからもう少ししたらまた引っ越すことになるはずだよ。いわばカリスマイという奴だ。それで近所ともあまり親しくしないし、 近くの子供とも遊ばなかったさ。別にこっちは彼がどこに住んでいようが構わないんですが、しきりにそういうことを言ってました。まるで言い訳するみたいにね。結局私と付き合っている間は、引っ越しはなかったようですが。引っ越しで思い出しましたが、彼はこんなことも言ってました。小学生の時、一度転校できるチャンスがあったんだ。 僕がどうしても今の学校に馴染めないってことで、両親がいろいろと手を回してくれたわけさ。ところが結局その話も没になってしまった。詳しいことはわからないけれど、曲がりなりにも僕がきちんと学校に行っているというのがまずかったらしい。ひどい話だよ。僕は毎日憂鬱な気分で通っていたんだぜ。 近所におせっかいな厄介手さ、そいつが毎日誘いに来るものだから、仕方なく投稿してたんだ。全く迷惑だったよ。私なんかは、近所にそんな親切な友達がいたらいいと思いますが、まあ、野の口には野の口なりの言い分があったんでしょうな。高校卒業後は、野の口とは会ってません。いや、一回ぐらいは会ったかな。どちらにしても、その程度のものです。 付き合いはありません。日高国彦の小説ですか実を言うと読んだことはなかったんです。小説は読むんですがね、推理小説なんかをね。トラベルミステリーと言うんですかああいうのが好きでして。あまり肩の凝りそうなのは敬遠しています。でも今度の事件があったでしょう。それでちょっと読んでみようという気になって、一冊だけ読みました。 本当の作者があの野々口と言うんですから、なんだか続々しましたよ。夜行中という作品です。芸術家の夫が妻の浮気に悩むという話です。難しいことはわかりませんが、なるほどと思う点がいくつかありました。つまり、あ、これはやっぱり野々口の作品だなと思わせる点です。彼の個性のようなものが随所に出ていると感じられたんです。 個性というのは、子供の頃から変わらないものなんですね。えあ、そうなんですか夜行中は日高邦彦自身の作品なんですかわは、あ、そうですかいや、これは恥をかいちゃったな。うーむ、まあ、素人にはわからないということでしょうな。こんなところでいいですか会議がありますので。 藤村康氏の場合はゴシック体。はい、私が衆のおじです。衆の母親が私の姉だったんです。利益の返還請求って何もそんな金、金と言っておるわけではないですよ。こちらとしてはですね、とにかく筋を通しておこうと、話をすっきりさせておこうと、そのように言っておるわけです。衆が日高さんを転めてしまったというのは、 それは許されることではないですよ。相応の償いをせにゃあならんと思うし、そのつもりだから衆も自供しておるわけでしょう。しかしですね、そのためには、まず話の筋を通しておかねばならんと思うわけです。衆にしても、わけもなくあんなことをしてしまったんじゃない。聞けば、日高さんとの間にいろいろとあったらしいじゃないですかゴーストライターと言うんですか 日高さんの代わりに小説を書かされとったと言うんでしょう。で、それでとうとう勘人袋の尾が切れてしまったと。つまりあっちにも火はあるわけだ。衆だけが悪いんじゃない。それなのに衆だけが罰せられて、灰、はい、おしまいというのは変じゃないですかあちらさんの火についてはどうなるのかということです。私はよくは知らないが、日高邦国彦といえば、 それはもう随分と売れておったそうじゃないですか高額納税者のベスト10とかに入ったこともあるそうじゃないですかそれは誰が稼いだお金だったんですか衆が小説を書いて、それを売って儲けた金でしょうが。その金をそのままにしておいて、衆だけを罰するというのは、それはちょっとおかしいんじゃないですか私はおかしいと思うな。私なら、 そんな金は返しますよ。それが当然じゃないですか。ええもちろん、あちらさんにも言い分はあると思いますよ。だからこれから弁護士の先生も交えてですね、きちんと筋の通った話にしていこうと、このように思っておるわけです。私はとにかく、衆の力になってやりたいだけです。金が欲しいわけじゃないですよ。だって、いくら返してもらったって、 私のものになるわけではないですからね。それは収の金だ。当たり前です。それにしても、このことで刑事さんがうちにいらっしゃるというのはどういうことですか私らが言っておるのは、いわば民事のことで、刑事さんとは関係がないと思いますが。ああ、本当の用事はこのことじゃなかったんですか姉のことですかええ、そうです。 あの町へは、週が生まれて少ししてから引っ越したんです。家を買いましてね。旦那の親戚があそこに持っていた土地を安く譲ってもらって、そこに家を建てたというわけです。姉があの町をですかうん、まあおっしゃる通り、あまり気に入ってはいなかったです。いつだったか、あんなところだと知っていたら、絶対に家なんか建てなかったとこぼしてたことがありましたよ。 姉は住むようになってから周辺のことをいろいろと調べたそうですな。それでそういう感想を持ったようです。あの蝶の何が気に食わなかったのかそれは知りません。その話をすると姉が不機嫌になるので避けておったのです。刑事さん、なぜそんなことをお聞きになるんですかそんなことが今度の事件とどう関係していると言うんですか いくら色々と調べる必要があると言っても、姉のことまであれこれ尋ねるのはやりすぎじゃないですかまあ、何を聞かれても、後ろ暗いことなんか何もありませんから構いませんがね。中塚明夫の場合。はゴシック隊。野々口誰だいそりゃ。知らない名前だな。俺の中学時代の同級生だって ふうん、そんなのもいたかな忘れちまったよ。新聞なんか、ここんところ読んでないな。作家が殺された事件知らねえよ。ふうん、作家も犯人も俺の同級生なのか。で、それがどうしたんだ俺とは関係ねえよ。話すことなんか何もねえ。こっちは失業中で、これから職探しに行かなきゃならねえんだ。 邪魔しないでもらいたいね。日高日高って、あの日高か。殺された作家って、あいつなのか。ああ、あいつのことは覚えてる。へえ、あいつがね。人間、いつどんな風に死ぬかわかんねえもんだな。そんなこと聞いてどうするんだよ。あいつのガキの頃のことなんか、何の足しになるんだ捜査って、 犯人は捕まってるんだろう。あんたそう言ったじゃないか。へ、近頃じゃ刑事も妙なことを調べるんだな。やめてくれよ、古い話だ。ああ、そうだよ。日高は何度か痛めつけてやった。つまらねえ理由だよ。表を切ったとか、そういうのばっかりだ。適当に因縁つけるんだ。だけど日高はしぶといやつだった。 相当一度も金を出さなかったからな。他のやわな連中は、ちょっと脅せば千円でも二千円でも出したのにさ。だからまあ、こっちも意地になって日高一人を狙ったわけだ。あいつは根性のあるやつだったよ。今だから言えることだけどな。しつこいな。だから野々口なんて奴は知らねえよ。ああ。ちょっと待ってくれ。野々口 のが二つに口か。そうか、のろのことか。のろがめのことか、のの口っていうのは。ああ、そいつなら覚えてる。藤二の財布だ。財布っていや、財布だ。金の入ってる袋だよ。そうさせっせと金を藤二に貢いでたんだ。金を出して、おまけに家来扱いされてんだぜ、全くふぬけみたいな野郎だった。 藤二が学校を追い出された後は、俺たちの仲間もバラバラさ。ノロも、いつの間にか俺たちの集まりに顔を出さなくなったな。よその中学の女をやっちまったことかあのことは俺はよく知らねえよ。ほんとだ。確かに藤二と一番親しかったのは俺だが、その俺にも詳しいことを言ってくれなかったんだ。大体、 あの後俺はろくに藤尾とは会ってないんだ。あいつは自宅禁止させられて宝な。違う、俺じゃねえ。藤尾が女を襲うとき、一緒にいたのは別の誰かだ。知らねえよ、本当だって。よあんた、あんな古い事件が今度の殺しと何か関係あるのかいいや、ちょっと気になることがあってさ。殺されたのは日高だって言ったな。 いつだったかはっきりとは覚えてないんだが、日高が俺のところへ来たことがあるんだ。藤尾や、女を襲った事件について何か知ってることがあったら教えてほしいとか言ってさ。いつだったかな、三、四年前じゃなかったかな。ああ、そういや、藤尾をモデルにした小説を書くようなことを言ってたかな。あまり本気にしなかったんで、今まで思い出すこともなかったが。すると、 あの時はもう日高は作家だったのか。ふーん、それならもっと礼金を踏んだくるんだったな。あ、一応俺が知ってることは話してやったよ。日高のやつも別に俺に対して恨みを持っているようでもなかったからな。女を襲った事件のことはほとんど何も知らんと言ったよ。それでも日高はしつこくて何かちょっとでも覚えてることはないのかって粘ってきやがった。 あいつも俺が藤尾と一緒になって女を襲ったと思ってたらしいな。写真何のことだ俺が持ってるって誰がそんなこと言ったんだまあな、持ってたよ。藤尾が捕まる前に一枚だけ俺にくれたんだ。写りが悪いやつをさ。持ってるぐらい構わねえだろそれでどうこうしようとしたわけじゃない。 なんでずっと持ってたかって言われても困るな。たまたま捨てなかっただけだ。あんただって家の中を探しゃ、ガキの頃の写真が1枚や2枚は見つかるだろう。今は持ってねえよ。ちょうど日高が来たすぐ後に捨てちまったんだ。その写真を日高に買いああ、見せてやったよ。まあこっちも昔のことがあるし、わざわざ来たんだから、 ちょっと土産を持たせてやろうって気になってな。貸してくれって言うから、俺はやるって言ったんだ。だけど二日、三日してから、封筒に入れて送り返してきた。写真とかは保存しない主義だからとか書いてあったな。その封筒は、そのままゴミ箱に捨てた。で、それっきりだ。それ以後日高とは会ってねえよ。写真はその一枚だけだ。 他の写真がどうなっちまったのかは知らねえよ。じゃあな、もういいだろ。辻村平吉の場合。はゴシック隊すみません、私、孫のさなえです。おじいちゃんの言うこと、普通の人じゃ多分聞き取れないと思いますから、私が通訳します。い,いえ、いいんです。その方が話が早く済むし、結果的にこちらも助かるんです。 えーと、いくつだっけ多分、91だと思います。心臓が丈夫なんです。でもやっぱり足腰から来ちゃったみたいですね。いえ、頭の方は割としっかりしてるんですよ。耳が遠いのが難点ですけどね。花火師をしていたのは15年ほど前までです。年齢的な理由よりも、需要と供給の問題ですよ。 川べりの花火大会がなくなっちゃってから、仕事がほとんどなくなりましたからね。まあでも、ちょうどいい潮時だったと、家族は思ってるんですよ。うちの父は、仕事を継ぎませんでしたしね。何ですかこの本へえ、燃えない縁。あ、あの日高国彦の小説なんですかい,いえ、知りませんでした。うちのものは誰も読んだことはないと。 思いますよ。おじいちゃんにですかじゃあ、一応聞いてみましょうか。多分無駄だと思いますけど。やっぱり知らないみたいですね。おじいちゃん、ここ何十年も本なんか読んでないそうです。この本がどうかしたんですかあ、そうなんですかこれ、花火師の話なんですか珍しいものを書く人もいるもんだと、おじいちゃんは言ってます。 だって普通の人じゃ、あまり縁のない仕事ですものね。へえ、日高国彦って、あのあたりに住んでたんですかええ、そうです。おじいちゃんの仕事場は、あそこの神社のそばにあったんですよ。え、そうなんですか子供の頃、おじいちゃんの仕事を見て、それで大人になってから小説に使ったんですかおじいちゃんのことが印象に残ってて、 へえ。そういえば、ごくたまに近所の子供が遊びに来ることがあったそうです。危ないから近づかせないようにしていたらしいんですけど、あまり熱心に通ってくるんで、周りのものに触らないことを条件に仕事場に入れてあげたそうです。そういう子供が何人ぐらいいたのかという質問ですかちょっと待ってください。何人もいたわけじゃないそうです。 覚えてるのは一人だけだそうです。名前はどうかしらとりあえず聞いてみます。名前は知らんと言ってます。ええー、忘れたんじゃなくて、最初から知らないそうです。このおじいちゃん、昔のことは結構よく覚えてるから、多分言っている通りだと思いますよ。さあ、それはどうかしらいくら昔のことは覚えてると言っても、 それは無理じゃないでしょうかね。一応言ってみますけど。びっくりしました。覚えてるそうです。写真を見ればわかると言ってます。その写真、今お持ちなんですかじゃあ、試しに見せてみましょうか。あら、何ですかそれ。へえ、中学の卒業アルバムなんですかはい、このクラスの中に、その子供がいるはずなんですね。 あ、でも、その子供がおじいちゃんの仕事場に行ってたのは、もっと小さい頃なんでしょう。そうなんですよね、やっぱり。あらら、困ったわ。そういうことをおじいちゃんに説明するのって、すごく難しいんですよね。こんな大きい子供じゃなかった、なんて言い出すんじゃないかしら。ええ、まあ、なんとか説明してみます。 過去の章その3。加賀京一郎の回想野々口衆と日高邦彦の過去、特に中学時代に関して、多少なりとも何かを知っていると思われる人物には、まず一通り会うことができたと思う。もちろん他にもいるだろうが、とりあえず必要なデータは得られたのではないか。それらのデータはまだバラバラのジグソーパズルのようであるが、 完成図の姿がおぼろげながら見えてきているのだ。そしてそれこそが今回の事件の真の姿であると確信している。中学時代のいじめ事件や張り荒れが二人の関係を象徴したものであったと言えるだろう。そう考えて初めて、合点の行くことがたくさんある。彼らの忌まわしい過去を抜きにして、今度の殺人を語ることはできない。 いじめについては私にも多少の経験がある。と言っても私自身がいじめにあったわけでも、逆に誰かをいじめたわけでもない。少なくともそういう意識はない。経験というのは、教育者としての立場からだ。もう10年も前の話である。私は中学3年生のクラスの担任をしていた。 自分のクラスでいじめが行われているらしいと察知したのは一学期の後半だった。きっかけは学期末試験だった。かが先生のクラスではカンニングが行われているのではないかと知らせてくれた教師がいた。英語の教師だった。彼によると、5人の生徒がある問題について全く同じ回答を書いており、それが正解ならともかく同じ間違いをしているというのだ。 しかもその五人の席は後ろの方に集まっているんだ。カンニングと考えて、まず間違いないと思うね。僕の方から注意してもいいが、まず君に知らせておこうと思ってね。この英語教師は常に冷静に物事を考えるタイプだった。この時も不正をされたことで起こっているという風でもなかった。私は少し考えてから、 自分に任せてもらえないかと言った。もしカンニングが行われたのなら、それは英語だけで済んでいるとも思えないからだ。それは構わんよ。だがとにかく早めに手を打った方がいい。一度見逃すと連中は増長するからな。英語教師の忠告は最もなものであった。私は早速他の科目の教師に。 問題の5人の回答に不審な点がないかどうかを調べてもらうことにした。もちろん私の担当である社会土地理については自分で調べてみた。その結果、国語、理科、社会では明瞭な形跡は見つからなかった。掃除点がなくもないのだが、だからといってカンニングがあったとは断定しにくいのだ。この点について理科の教師は言った。 連中も馬鹿ではないからね、見え見えのことはしないだろう。子供は子供なりに工夫するものだからな。だがその工夫が数学においてはおろそかになったようだ。数学教師はカンニングがあっただろうと断言した。一年や二年の数学が分かっていないものが、三年になって突然理解するということはありえない。だから、どの生徒ならこの問題を解けて、 どの生徒ならお手上げかは試験をする前からだいたいわかる。例えばこの山岡という生徒に最後の証明問題は無理だ。回答のこの部分に彼は ADEF と書いているだろう。実はこれは三角 DEF が正しい。図形問題に関する知識がないから他人の答案の三角の記号をアルファベットくの A と見間違えたのだろう。 数学者らしい説得力のある意見だった。どうやら楽観できる事態ではなさそうだった。私はどう対処すべきか考えた。カンニングについては、その現場を抑えない限りは、よほどのことがない限りは処罰しないというのがこの学校の方針だった。しかし教師側が全く気づいていないわけではないということを、生徒たちに教えておく必要があった。 いわば警告するわけだ。そこで私はある日の放課後、彼らを集めた。その場で私はまず、彼らにカンニングの疑いがかかっていることを告げた。疑いの根拠としては、英語の試験で同じ間違いをしていることなどを挙げた。どうなんだ、やったのか。私の問いに誰も答えようとしなかった。それで私は、 山岡という生徒を名指しして尋ね直した。彼は首を振り、やってません、と答えた。私は他の者のにも一人ずつ聞いていった。全員が否定した。証拠がないので、これ以上追求することはできなかった。だが彼らが嘘をついていることは明白だった。彼らのうちの四人は終始不適された態度だったが、 一人だけ目の周りを真っ赤にしている者がいた。前野という生徒だった。それまでの成績からして、この生徒の答案をもとにカンニングが行われたことは間違いなかった。もちろん見せた方も見た方も同じように罰するというのが、我が校のルールだった。その夜、前野の母親から電話がかかってきた。息子の様子がおかしいが、学校で何かあったのかと聞く。 私がカンニングのことを言うと、彼女は電話の向こうで小さく悲鳴を上げた。悪夢を見ているような気持ちだったに違いない。仮にカンニングが行われたとしても、前野くんは答案を見せてやった側だと思います。でも不正は不正ですからね。まあもっとも、今回は証拠がないわけですから、警告だけで止めておきました。かなりショックを受けているようですか 私が聞くと、彼女は涙声で意外なことを言った。それが、服を泥だらけにして帰ってきたんです。部屋にこもったきり出てこないんですけど、ちらっと顔を見たら、なんだか腫れてて、血も出てるみたいで。顔が。翌日、前のは風を理由に学校を休んだ。そして次の日の出てきた時には、眼帯をつけていた。あざや頬の腫れ具合から、 殴られたらしいとすぐに分かった。この時点で私には事情が飲み込めた。前のは連中の仲間ではなく、他の4人の言いなりにさせられたのだ。殴られたのも、カンニングがバレたことの払いせからに違いない。ただこうしたいじめがいつも行われているのかどうか、そこまでは判断できなかった。そして夏休みになった。結果的にこれが悪いタイミングだった。 せっかくいじめの気配を察知しながら、この間私は何もしなかったのだ。弁解するならば、忙しすぎた。夏休みとは言っても、進路指導のことを考えると休んでいる暇はなかった。集めねばならない情報や、処理すべき仕事が、いつも山のようにあった。しかしやはりこれは言い訳だ。この夏休みの間に、 前野は十万円以上の金を山岡たちに奪われていた。いやそれ以上に彼らをつなぐ黒い絆がより陰湿で複雑なものに変貌していった。そしてそのことを私はずっと後になってから知るのだ。二学期になり前野の,の急激な成績低下と一部の良心的な生徒の情報により悪質ないじめが半ば日常化しているという現実を私は知った。 私は彼の頭にタバコの火による火傷が6箇所もあることなど、想像もしていなかったのだ。どう対応すべきかを考えた。教師の中には、三年生のいじめは見て見ぬふりをして卒業を待つのが一番だと言っている者も,もいたが、私にはそんなことはできなかった。私は三年生を受け持つのは初めてだった。私のクラスに入ったことを、生徒の不運にしたくなかった。 私はまず前のから話を聞くことにした。どのような行きでいじめが始まり、今までにどんなことがあったかを聞き出そうとした。しかし彼は何も言わなかった。何か喋ることにより、さらにいじめがエスカレートすることを恐れていたのだ。彼の怯えが尋常でないことは、米かみから流れる汗や震える指先が語っていた。 私は彼に自信をつけさせることから始めようと思った。そこで思いついたのは剣道だった。私は剣道部の顧問をしていた。剣道を始めることで気の弱そうな少年がみるみるたくましくなるのを私は何度も見ていた。と言ってもこの時期から剣道部に入れるわけにはいかなかったから早朝、個人的に指導することにした。 前のはあまり気乗りしていない様子だったが、一応毎朝道場に現れた。彼は頭の良い少年だったから、若い教師がなぜ急に自分に剣道を教えようとするのかを理解し、それを無視するのは悪いと思ったのだろう。そんな彼が関心を示したものがある。それは包丁投げだ。これは集中力を養うために、私が時々やっていた訓練である。 立てた畳に向かって出馬包丁を投げるのだ。目をつぶって投げたり、時には後ろ向きに投げたりもする。私は万一の事故を考えて、誰も来ないうちにこの訓練をしていたのだが、たまたま前のが目撃し、興味を持ったのだ。彼は教えてほしいと言ったが、無論そんなことはできなかった。ただ、訓練を見学することは許可した。彼は離れたところから、 この包丁投げを真剣に見つめていた。自分ならできる、そう信じることだ。コツを聞かれたとき、私はそう答えた。いじめの中心人物である山岡が盲腸で入院したのは、それから間もなくのことだった。私はこれを大きなチャンスだと捉えた。このままいじめが沈静化するのを待つような消極策ではいけないと思った。このチャンスを利用し、 前野の山岡に対する卑屈な気持ちを消し去ろうと考えた。私は前野に自分のノートをコピーに取り、毎日病院に届けるよう命じた。彼は泣き出しそうになりながら拒否したが、私は認めなかった。彼を負け犬のままで卒業させたくはなかったのだ。病院でどのようなやりとりがあったのか、私は知らない。無言で前野はコピーを置き、 すぐに病室を出たのかもしれない。また山岡も毛布で顔を隠したままだったかもしれない。それでも私はいいと考えていた。山岡が退院して間もなく、私はこの試みが成功だったと確信した。生徒の何人かにそれとなく尋ねたところ、前野がいじめられているという話は聞かなかったからだ。生徒が本当のことを言っているとは限らなかったが、 私は以前に比べて明るくなった前野の様子から、事態が好転したと判断した。それが大きな錯覚だったと知らされるのは、最後の土壇場、すなわち卒業式が終わってからだった。私はいい気になっていた。生徒全員の進路は決まっていたし、積み残した問題はないと信じていた。これからも教師としてやっていけそうだとをぬぼれ始めていた。 そんな私のところに、一本の電話がかかってきた。警察からだった。少年課の警官が語った内容は、私の頭に冷や水を浴びせかけた。前野が傷害罪で逮捕されたというのだ。場所はゲームセンター内だ。被害者は山岡だった。話を聞いたとき、逆ではないかと思った。被害者が前野で、加害者が山岡なのでは、と。 だが話を聞くうちに事情が飲み込めてきた。逮捕された時、前野の服は破れ、全身に傷を負っていた。そして顔面は歪んでいたという。彼をそれほどの目に合わせたのは、言うまでもなく山岡たちだった。前野が一人でいるのを見つけ、仲間数人で袋叩きにしたのだ。連中は、在学中は加賀という口うるさい教師の手前、 いじめを我慢していただけだった。立ち去るとき、彼らは前野の顔に小便をかけていった。前野がどれぐらい倒れていたのかは定かでない。だが全身の痛みをこらえて立ち上がると、彼は中学の剣道場へ行った。そして私のロッカーから出馬包丁を盗み出したのだ。山岡たちの居場所を知っていたのは、それまでに何度か金を持っていった経験からだった。 前野はテレビゲームの間ではしゃいでいる山岡を見つけると、ほとんどどためらうことなく後ろから襲いかかった。彼が持った出バ包丁は、山岡の左脇腹に刺さった。警察へは、店の人間が通報した。そして警官が到着するまで、前野は突っ立ったままだったということだ。私はすぐに警察へ行った。しかし前野に会うことはできなかった。 本人が拒絶したからだ。また山岡はすぐに病院に連れて行かれたそうだが、命に別状はないということだった。後日担当の警官は私に言った。前野君は相手を殺して自分も死ぬ気だったそうです。また山岡という少年に尋ねたところ、前野君に暴力を振るった理由は気に食わなかったからだと言っています。 なぜ気に食わなかったのかと聞いてみましたが、理由はないようです。とにかく気に食わないから気に食わないんだ、そう言ってます。この言葉を私は暗い気持ちで聞いた。前野とも山岡とも、その後一度も会うことはなかった。特に前野の母親によると私は、この世で最も会いたくない人間。なのだそうである。その年の4月、 私はもう教団には立たなかった。つまり逃げ出したわけだ。それまでの人生で最大の敗北であったと今も思っている。真実の章。加賀京一郎による解明。身体の具合はどうですか先ほどちょっと担当の先生から話を聞いてみたのですが。 手術する決心をなさったそうですね。それを聞いて私も安心しましたよ。弱気なことをおっしゃいますね。いや、かなり成功する可能性は高いという話でした。気休めじゃありません。本当のことです。一度お伺いしたかったのですがね。あなたが自分の病状について自覚なさったのはいつ頃のことですかこの冬 今年になってからそんなことはないでしょう。少なくとも去年の暮れには病気が再発していることを感じたはずだ。同時に今度はダメかもしれないというように思ったんじゃありませんかだからこそ病院にも行かなかったんじゃないんですか私がそんな風に考える理由はただ一つです。少なくともその頃には、 あなたが今度のことを計画なさっていたと思われるからです。今度のことというのは、もちろん日高邦彦さん殺しです。少し驚きましたかでも私としては、突飛なことを言っているつもりはないのです。ええ、根拠はあります。証拠だってあります。それについて、これからお話ししようと思っているわけです。話が少し長くなると思いますが、 先生には許可をいただいております。まずこれをご覧になってください。A、写真です。見覚えがあるでしょう例の、あなたが日高かに忍び込むシーンをビデオ撮影したものです。日高国彦さんがカメラを切腹して隠し撮りしたものだそうですね。あなたの話によれば、その映像のワンシーンをこういう風にプリントアウトしてもらったのです。 ご希望とあれば、ここにモニターを持ってきて、映像のすべてをお見せしてもいいのですが、多分その必要はないでしょう。この一枚で十分です。それにあなただって、あの映像は見飽きたでしょうから。だってあの映像は、あなたがお作りになったわけでしょうあなたが演じ、あなたが撮影した。監督兼主演というわけだ。 見飽きて当然だと思うじゃないですかそうです。偽造だと言っているわけです。ここに写っている内容は、すべて作り事だと。ええ、だからそれを証明しようとしているのです。この写真を使ってね。と言っても、それほど大したことではないのです。私がこの写真を見て言いたいことはただ一つです。このビデオ画像は、 隅に表示されている7年前の日付の日に撮影されたものではないということです。なぜそんなことが断言できるのか説明しましょう。実は簡単なことなのです。ここには日高家の庭が映っています。そして庭には草花が植わっています。もちろんこの写真には大した植物は映っていません。日高家自慢の桜の木は画面に入っていないし、 芝生は枯れています。一見したところでは、冬場ということはわかるものの、それがいつの冬なのかは判別しにくいようです。おまけに真夜中ということもあり、暗くて細かい部分までは見にくいときている。おそらく、だからこそあなたも、このビデオで我々を欺けると思ったのでしょうね。しかし野々口さん、あなたは重大なミスをしていたのですよ。 ブラフではありません。本当にミスをしているのです。教えてあげましょう。それは影です。芝生に桜の木の影が落ちているでしょう。これが致命的になりました。ええ、あなたのおっしゃりたいことはわかります。7年間で木が成長したにしても、光線の具合などもあり、単純に影を比較しただけでは、それが今の木なのか、 昔の木なのかはわかりません。その通りです。でも私が言いたいのはそんなことではないのです。木の影が一つしかないということが問題だと言っているのです。まだお分かりにならないようですから、私が回答を申し上げましょう。もしこの映像が本当に7年前の庭を撮影したものなら、ここに木の影は2本ないといけないのです。なぜだかわかりますか 簡単なことです。ええ、そうです。7年前、日高屋の庭には、八重桜の本が2本あったのです。仲良く並んで、ね。反論はありますかあのビデオは、多分最近撮影されたものでしょう。あなたによってね。問題は、あなたに撮影するチャンスがあったかどうかということです。 その点については、日高利恵さんに確認しました。さほど難しくないのではないか、というのが、あの方の回答でした。去年の暮れなら、日高国彦さんはまだ独身であり、出版社の人間と飲みに出た時などを狙えば、ゆっくりと撮影に励めるだろうというわけです。ただし、その場合には、家の合鍵が必要になります。 庭から日高さんの仕事場に忍び込むシーンを撮るには、仕事場の窓の鍵を開けなければなりませんからね。理恵さんによると、その点についても問題はないだろうということでした。というのは日高国彦さんは外へ飲みに行くときには、自分では鍵は持たず、玄関前の三建の裏に隠すようにしていたからだそうです。二度ばかり外で鍵を紛失して以来、そんな風にすることにしたらしいです。 そのことをあなたが知っていたのなら、合鍵など不要ということになります。そしてあなたは知っていたはずだと、リエさんは証言しておられます。でもね、野々口さん。私がビデオテープが偽造だと思ったのは、八重桜の影に気づいたからではないのです。実はその逆で、偽造に違いないと思ったからこそ、何度もテープを再生し、 昔の日高科の庭が写っている数少ない写真を見つけてきたりして、あの矛盾点を発見したのですよ。では、なぜ偽造に違いないと思ったか。それは、他の証拠物件に対して疑いが出てきたからです。他の証拠物件とは何を意味するか、野々口さん、あなたにももうおわかりですよね。そうです。あの膨大な量の原稿です。 私が発見し、これこそ日高国彦さん殺しの動機につながるものだと確信した、あの作品の山です。今度の事件であなたを逮捕し、あなたの告白文を読んだ後も、私には負に落ちないことがたくさんありました。もちろん疑問の一つ一つに関して、何らかの説明は可能です。しかし説明可能なのと、納得できるというのは別です。野々口さん、 あなたの告白文にはどこか歪みのようなものが感じられるのですよ。その歪みのせいで告白されている内容をどうしても真実として受け止めることができないのです。そしてある時私は見つけました。大きな手がかりをね。今度の事件以後、私は何度もあなたと会っているはずなのに、それまで気づかなかったのが不思議なぐらいでした。それほど身近なところに、 ヒントは提示されていたのです。野々口さん、右手を出してみてください。どうしたんですか右手です。なんなら、右手の中指だけでもいい。その中指にあるのはペンタコですね。かなり立派なものです。おかしいじゃないですかあなたはワープロ派でしょう。原稿もそうだし、教師時代も、 ずっとワープロを使っていたと聞いています。それなのに、どうしてそんなに大きなペンタコができるのですかなるほど、ペンタコではないというわけですかじゃあ、それは何ですかわからない覚えがないというわけですかどう見てもペンタコにしか見えませんが、そんなものができることに心当たりがないというわけですかそれならそれでも構いません。 大事なことは、私にはペンタコに見えたということです。そう見えたからこそ、考えました。ワープロ派のあなたが、なぜペンタコを作ったのか、それほど大量に何かを手書きすることなどあるのだろうか、とね。そうして思い当たったのが、あの古いノートや原稿用紙に書かれていた作品群です。私はある推理を立てました。その時に私は背中がぞくりとしましたよ。 もしこの推理が当たっていたなら、事件の構図が180度ひっくり返ってしまうわけですからね。そうです。私は次のように推理したのです。あの膨大な量の作品は、昔書かれたものではなく、最近になってあなたが大急ぎで書いたものではないか、と。私が歓喜を覚えたのも無理がないでしょう。もしそうだとすると、 日高さんがあの作品群からアイデアを投用していたというのも嘘だということになります。なんとかことの真偽を確かめる方法はないか私はいろいろと調べました。そして決定的な証拠をつかんだのです。野々口さんは辻村平吉さんという人をご存知ですかご存知ありませんかそうですかやっぱりね。 あなたの告白文によると、あなたは日高邦彦さんと子供の頃よく近所の花火師の仕事を見に行っており、その時の思い出をもとに、丸い炎という小説を書いたということですね。そしてその丸い炎を下敷きにして、日高さんは燃えない縁を書いたのだと主張しておられるわけだ。辻村平吉さんというのはね、その時の花火師なんですよ。ええ。 それはわかっています。名前を忘れていたなんてことは問題じゃありません。おそらく日高邦彦さんに聞いたって忘れたとおっしゃったんじゃないでしょうか。でもね、辻村さんの方は覚えていたんですよ。名前じゃありません。顔を覚えておられたのです。昔、よく仕事場に遊びに来ていた子供の顔をね。辻村さんの話では、 子供は一人だけだったそうです。はい、そうです。生きておられるんですよ。90歳以上におなりで、車椅子生活をしておられますが、頭の方はしっかりしたものでした。あなた方の中学時代のアルバムを見せたのですがね、遊びに来ていた子供の顔を、一目見るなり指さされましたよ。日高邦彦さんの顔をね、あなたのことは知らないとおっしゃいましたよ。 辻村さんの証言で、私は確信しました。日高さんがあなたの小説を盗作していたというのは嘘で、あの古い大学ノートや原稿用紙に書かれていた作品は、すべてあなたが日高さんの本を書き写したものに過ぎないのだと。さてそうなると、あなたが日高さんに殺人未遂の件で脅迫されていたという話はどうなのか。お分かりですね。このように考えた末、 あのビデオテープを疑うに至ったのです。あなたの殺人未遂を明確に示しているのはあのビデオテープだけですからね。その時に使用したというナイフには何の証拠能力もありません。単にあなたの指紋がついているだけなのですから。そうして今説明しましたようにビデオが偽造であることを発見しました。これは逆に言えば それまでに立てた仮説がすべて正しかったことを意味します。つまり殺人未遂事件などは起きておらず、日高さんはあなたを脅迫もしなかったし、したがってやはり盗作もなかったのだということになります。では殺人未遂のきっかけであったとあなたが告白している日高初美さんとあなたとの関係はどうだったのか。あなたが言っているような不倫の関係が本当に存在していたのか。 ここで復習してみましょう。あなたと日高初美さんとの関係を暗示したものはどういうものだったのか。まずあなたの部屋から発見されたエプロンとネックレスと旅行申込書です。それから後日やはりあなたの部屋から見つかった藤川サービスエリアで撮影したと思われる初美さんの写真。それから同じ場所で撮ったと思われる風景写真。以上です。 他には何もありません。二人の関係を証言している人もいません。これらのうち旅行申込書は、何とでも好きなように書けるのだから、あなたと初美さんの関係を証明しているとは言えない。ネックレスは、あなたが初美さんにプレゼントするつもりだったとあなたが言っているだけだ。ではエプロンはどうか。あれはどうやら初美さんの持ち物に間違いなかったようです。 あのエプロンをつけて写っている写真があることは、いつかあなたにもお話しした通りです。しかしあなたが日高初美さんのエプロンを日高屋から持ち出すことは不可能ではなかった。日高国彦さんがリエさんとの結婚を前に、前妻の初美さんの荷物を整理したとき、あなたは手伝いに行っているからです。こっそりとエプロンの一つぐらい盗み出すのは、おそらく広仕様だったでしょう。 その手伝いの日、あなたは他にもあるものを盗み出した可能性があります。それは写真です。盗み出すべき写真の条件は、多分こういうものだったでしょう。まず、初見さんが一人で写っていること、同じ場所で国彦さんの写っている写真がないこと、そしてもう一つ、できれば同じ場所から撮った風景写真があること。それらの条件を満たしたものが、 例の藤川サービスエリアでの写真だったのです。あなたは初美さんが写っている写真と風景写真をポケットに忍び込ませました。ええ、もちろんあなたが盗んだという証拠はありません。でも盗むことは可能だったのです。そしてそれが可能である以上、あなたが告白している初美さんとの不倫関係を鵜呑みにするわけにはいかないのです。むしろ、 殺人未遂事件や日高国彦さんによる脅迫も盗作もなかったということであれば、その前提条件とも言える、あなた方の不倫もなかったと考えるのが妥当ではないでしょうか。そう。このように考えると、当然、初美さんの自故死についても一つの回答を出せます。あれは間違いなく自故死であり、自殺などではなかった、と。動機がないのですから、 自殺を疑う理由もないのです。この辺で一度整理してみます。あなたが去年の秋頃から一体何をしてきたのかということです。それを時間軸に沿って振り返ってみましょう。まずあなたは未使用の古い大学ノートを用意しました。学校の中を探せば、そんなものはすぐに見つかったことでしょう。そしてそこへ、 日高邦彦さんがすでに発表した作品を次々に書き写していったのです。ただし完全に写すのではなく、表現や人物の名前を変えたり、筋を少しアレンジしたりして、あたかも発表された作品の原型であるかのような印象を与えるよう工夫しました。一冊を書き写すだけでも、一ヶ月はかかったのじゃありませんか大変な仕事であったろうと想像します。 また最近の作品については、ワープロの方に入力していきました。大学ノートと一緒に見つかった原稿用紙に書かれていた小説は、実際にあなたが昔お書きになったものなのでしょうね。あれらの作品と内容が合致するものは、日高さんの小説には見当たりませんから。また、氷の扉については、今後の展開をあなた自身が考える必要があったはずです。 アイデアメモを刑事に発見してもらわなければならないし、日高さんを殺害した時にアリバイ工作用に使用する原稿は、あなたが自分で書かなければならなかったからです。次にビデオ映像の作成です。これは先ほども言いましたように、おそらく去年の暮れあたりに撮影したのでしょう。そして今年になって、日高初美さんのエプロンや写真を入手しました。それ以外に、 旅行申込書やネックレスなどの小道具を揃えるという作業もあったはずです。申込書は古いものをお持ちだったのですかそういうものも学校には残っているのかもしれませんね。また、あなたは、タンスの中に入っているペーズリー柄のネクタイは初見さんからもらったもので、食器棚のマイセンのティーカップは二人で買ったものだとおっしゃいましたが、それらも最近になって揃えたのでしょうね。 それからもう一つ大事なことがあります。日高夫妻はカナダへ送る荷物をまとめるのに約一週間を費やしたそうですが、その間一度だけあなたは日高屋を訪れているそうですね。その目的は、二つの品を荷物の中に忍ばせることにあったのではないですか二つの品とは、ナイフと例のビデオテープです。本の内部をくりぬいて、 テープを入れるようにした細工にはしてやられました。いかにも日高国彦さんが隠し持っていたという感じですからね。以上のような準備を整えた上で、あなたは4月16日を迎えたのです。そうです。今度の事件があった日です。いえいえ、あれは衝動的な犯行などでは断じてありません。長い時間をかけて下ごしらえがなされた、 壊るべき計画的犯行だったのです通常、犯罪計画というのは、犯人が逮捕されることを回避するために練るものです。いかにして犯行が発覚しないようにするか、発覚したにしても、自分に嫌疑がかからないようにするにはどうすればいいか、そういったことを犯人は頭を絞って考えるのです。ところが今回のあなたの犯罪計画は、 そういったものとは全く目的の異なるものでした。あなたは逮捕されることを少しも避けようとはしなかった。いや、それどころか、すべての計画は逮捕されることを前提に組み立てられたのです。端的に言えば、こういうことです。野々口さん、あなたは長い時間と手間をかけて、動機を作ったのです。日高国彦さんを殺害するにふさわしい動機をね。 実に驚くべき発想だと思います。殺人を犯す前に、まず動機を用意するなんてことは、おそらく前代未聞ではないでしょうか。私は今でこそ確信を持って喋っていますが、この結論に至るまでには随分と悩んだのです。まさかそんなことはあるはずがない、という具合に。例のビデオにしても、もし初めから警察が疑ってかかれば、 偽造されたものであることはもっと早い段階で分かったかもしれません。ところが捜査人は疑わなかった。当然です。あのビデオはあなたの犯行動機を証明する重要な証拠であり、それを犯人であるあなたが作ったなどと誰が考えるでしょう。大学ノートや原稿用紙に書かれた作品群もそうだし、日高初美さんとの関係をほのめかす小道具にしてもそうです。 あれらがもしあなたの犯行を否定する証拠であったなら、捜査人は目の色を変えてその心眼を確認したに違いありません。しかし実際はそうではなかった。すべてあなたの犯行動機を裏付ける証拠品だった。残念ながら現在の警察は、被疑者にとって有利な証拠には厳しいが、不利な証拠には甘いという傾向があります。 あなたは見事にその弱点をついてきたのです。特にあなたが巧妙だったのは、その偽りの動機を自分から進んで語ったのではなく、捜査側に突き止めさせるという形に持っていったことです。もしあの動機を初めからベラベラと喋っていたら、いかに鈍感な刑事たちでも、あるいは違和感を持ったかもしれません。あなたは捜査人が誤った道に入るよう、巧みに誘導しました。 いや、罠を仕掛けておいたのです。日高さんの小説の原型と思われるものを書いた、膨大な量のノートや原稿用紙がまず第一の罠です。そして第二の罠がエプロンであり、ネックレスであり、旅行申込書であり、日高初美さんの写真でした。今から考えると、我々がなかなか彼女の写真を発見しないので、あなたは焦っておられたのかもしれませんね。 ある時あなたは私に言いました。あまり部屋の中を引っかき回さないでくれ、人から預かっている大事な本もあるから、と。あの言葉がヒントになって我々は、工事園の中から日高初美さんの写真を発見したわけですから、まんまと誘導されたということになりますね。あなたもほっとされたことでしょう。第三の罠に関しても、あなたの誘導がありました。 事件後あなたは日高利恵さんに、国彦さんが持っていたビデオテープはどこにあるか、ということを尋ねていますね。利恵さんがカナダに送ったというと、荷物が戻ってきたらすぐに知らせてほしいと言ったそうじゃないですかその話から、私は日高国彦が所持するビデオテープの中に何かが隠されていると考えました。そうして、例の殺人未遂の夜を映したテープを発見したわけです。 しかもテープは日高さんの著書、夜行中の中に隠してありました。夜行中を読めば、その内容とビデオに映っているシーンとが符号していることに誰でも気づきます。ここにもあなたの見えない誘導がありました。そういえば事件の夜、私とあなたが約10年ぶりに再会した時、私が日高国彦さんの小説について尋ねると、あなたは真っ先に夜行中を勧めましたね。 あれもまた先を見据えた作戦だったわけだ。脱帽です。ここで時計の針を少し戻して、あの日のことを振り返ってみましょう。あの人は言うまでもなく、あなたが日高国彦さんを殺した日のことです。これまでに述べてきた推理からもわかるように、当然あの殺人は計画的なものでした。しかしあなたとしては、そのことは誰にも気づかれてはならなかった。 あくまでも衝動的な犯行として事件が処理される必要があったのです。そうしないと、偽りの動機が生きてこなくなります。あなたは殺害方法について知恵を絞りました。刃物や毒物を使うことは許されません。それでは初めから殺意があったことを自ら公言するようなものです。では首を絞めるか。だが両者の体力を比べた場合、 腕づくで考察というのは難しいでしょう。というわけであなたが選んだのは撲殺でした。背後から鈍器で殴る。相手が倒れたところで首を絞め、とどめを刺すというわけです。しかしその場合にも狂気は必要です。しかもそれは日高屋に元からあったものが望ましい。そこであなたは日高さんが愛用している文鎮のことを思い出しました。 あれで殴れば確実だろう。首はどうやって締めるか。そうだ、電話のコードがいいおそらくそういった自問自答があったことだろうと想像します。ここであなたの心の中に不安が生じました。犯行当日は、日高屋の引っ越しがあらかた終わった後である。となると、予定している狂気が残っていない可能性もある。電話のコードは多分問題ない。 ギリギリまで仕事をして、原稿をファックスで送るつもりの日高さんが、電話のコードを片付けているはずはない。問題は文鎮の方でした。執筆に欠かせないというものでもない。すでに段ボール箱の中に片付けられていることは十分に考えられました。文鎮がなかった時にどうするか。あなたはその時のことを考えて、一応自前の凶器を用意していきました。 それがドン、ペリニヨンです。万一の場合には、あの瓶を狂気にするつもりだったのです。あなたは日高屋に行った時、すぐにはそのシャンペンを渡しませんでした。相手に渡してしまうと、狂気として使えなくなる恐れがあったからです。あなたはまず日高邦彦さんと共に仕事場へ行きました。そして文鎮がまだあることを確認したのです。 多分ほっとしたであろうことを私は想像します。藤尾美子さんがやってきて、入れ違いに部屋を出た後、あなたはシャンペンをリエさんに渡しました。もし文鎮がなかったら、そこでは渡さず、後に狂気に転用したのでしょうね。その場合、引っ越し祝いに持ってきたシャンペンをとっさに狂気に使うことを思いついたということになり、やはり衝動的な犯行だという印象を第三者に与えられます。 しかしあなたとしては、なるべくなら日高さんの持ち物である文鎮で殺した方がより確実だと考えたのでしょうね。あなたがシャンペンのことを手記に書かなかったのは、そのあたりのことを警察に感づかれるのを恐れたからでしょう。初めてこの話を聞いたとき、私はもしかしたらそのシャンペンに毒でも入っていたのではないかと疑いました。 それで最終的にあれを飲んだホテルマンに味はどうだったかということまで尋ねたのですよ。美味しかった、と彼は言っておりました。それで毒入り説を捨てたわけですが、考えてみればあなたが毒を使うはずなんか、絶対になかったのですよね。ところで例のパソコンと電話を使ったアリバイトリックは見事なものでした。私の上司などは、未だに仕組みがよく理解できていないようなんですよ。 一月になっているのですがね、もし我々があのトリックを見破っていなかったら、あなたはどうするつもりだったのですかあなたは疑われることもなく、従って逮捕されることもなかったわけですが。答えたくないようですね。まあこんなことは聞いても仕方がないことではあるのですがね。現実には我々はアリバイトリックを見破ったのだし、あなたは逮捕されたのですから。 疲れましたか少々話が長くなりましたからね。でももう少し付き合ってください。私だって、あなたのために随分と疲れさせられたのですから。それにしても、なぜあなたはこんなことをしたんでしょう。逮捕されることを前提に、偽りの動機を構築するなどというのは、常識では考えられないことです。あえて推察するならば、こういうことになります。 あなたはある動機のもとに日高国彦さんを殺そうと考えた。その結果として逮捕されることは覚悟の上だった。そこには癌の再発を自覚したこともせきわっていたのだろうと思います。つまり仮に捕まったところで、監獄にいる時間はそれほど長くないだろうというわけです。しかしあなたは、もし逮捕された場合でも、真の動機は隠し続けなければならないと考えた。 あなたにとっては殺人犯として逮捕されるよりも、その真の動機を公表されることの方がはるかに怖かったのです。その真の動機について、あなたの口からお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。もうここまで来た以上、あなたが黙り続ける意味はないように思うのですが。そうですかどうやら話してはいただけないようだ。では仕方がありません。 私なりの推理を述べさせていただきます。野々口さん、これが何だかわかりますかええ、そうです。CD です。と言っても音楽を聴ける CD じゃありません。いわゆる CDROM というやつです。パソコンのデータが入っています。今ではパソコン用のソフトは大抵こういう形で売られているそうですね。 ゲームや辞書などもあるらしいです。でもこれは市販の CD-ROM ではないんです。日高さんが業者に依頼して作らせたものなんです。中にどういうデータが入っているのか気になるでしょう。実はここにはおそらくあなたが探し続けていたに違いないものが入っています。気がつきましたかそうです。ここには写真のデータが入っているんです。 フォト CD という代物なんですよ、これは。日高さんは小説の資料として使う写真をアルバムに収めておくようなことはしなかったのです。分断の中でもパソコン導入が早かった日高さんは何年も前から資料用の写真はすべてこうして CD にして保管するようにしておられたようです。そして最近ではデジタルカメラを使っておられました。 なぜ私がこの CD に目をつけたかを話ししましょうか。それはね、あなたと日高さんの過去を詳しく調査した結果、ある一枚の写真のことが気になり始めたからなんです。そこに映っていた内容が、もし私が想像する通りであったなら、今まであまり重視していなかったことががぜ意味を持つようになり、様々なことが一本の線につながるのです。私はその写真を探しました。 いえ実は、その写真そのものは、ある人物によって処分されていたのです。しかし、その前に日高さんはその写真を一度預かっています。私は、日高さんが何らかの形で写真の複製を作っていたに違いないと考えました。そうして、このフォト CD を発見したというわけです。もったいをつけるのはやめましょう。その写真とは、あの時のものです。 藤尾正也が女子中学生を暴行するシーンを撮影したものです。この CD の中には、その模様を生々しく再現した画像データが入っているのですよ。本当はそれをプリントアウトし、今日ここへ持ってくるつもりでした。でも直前になって思い直しました。それは意味のないことだし、あなたの苦痛を蘇らせるだけだと思ったからです。あなたには、 その写真の中に私が何を見たかはお分かりですよね私も見る前から予想はしておりました。そうです。女子中学生を抑えつけて藤尾正也の暴行を手助けしていたのはあなただったのです。あなたの中学時代について少し調べさせていただきました。いろいろな人がいろいろなことを言っています。その中にいじめについての話もありました。 野々口はいじめにあっていたという人がいました。いやそうじゃない、あいつがいじめられていたのは短い期間で、あとは逆にいじめグループに入っていたんだという人もいました。でも実は、これは両方とも同じことを言っているわけです。あなたは最初から最後までいじめにあっていたのです。そのいじめの形が変わったに過ぎなかったのです。野々口先生。 と、ここではあえて言いましょうか。先生も教師時代に経験し、痛感しておられますよね。私もそうです。いじめには決して終わりがない。当事者が同じ学校にいる限り続くのです。教師が、いじめはなくなった。というとき、それはなくなったと思いたい。と言っているに過ぎないのです。あの暴行事件が、 あなたにとって言えることのない心の傷となっていることは想像に固くありません。好き好んであんなことをしたわけではないでしょう。藤尾正也に逆らえば、また憂鬱ないじめの日々が復活することは確実でした。それを恐れて、いやいやながらあのような汚い行為に手を染めたのだろうと思います。その時にあなたを襲った罪悪感、自己嫌悪を思うと、 全くの部外者である私でさえ心が痛みます。考えてみれば、あなたが当時受けた最悪のいじめが、あの暴行の共犯を強いられたことだったのですね。これほどの呪うべき過去の記録は、命に変えても隠し通さねばならないそれが今回の殺人動機であったのだろうと私は考えます。しかし、です。なぜ今になって、急にこの秘密のことが気になったのでしょう。 日高さんが写真を入手したのは、近量値を書く前であり、それ以後も写真の存在を他人に話していた形跡はありません。ならば、今後も秘密が守られるとは考えなかったのでしょうか。今更、日高さんがその写真を種にあなたを脅迫していた、などという嘘はつかないでくださいよ。そういう場当たり的な嘘はすぐに見破られますし、第一。 今度のような完璧な犯罪を構築したあなたに似つかわしくない。私は藤尾美子さんの存在が関わっていると睨んでいます。彼女の登場が全てを狂わせたのです。彼女は金両鎮の件で日高国彦さんと裁判で争うつもりでした。日高さんも場合によってはそれも仕方がないという姿勢でした。そういう状況になって、 あなたは急に不安になってきたのです。もしやあのおぞましい写真が証拠物件として法廷にさらされる時が来るのではないか、と。これは私の想像ですが、あなたは日高さんがあの小説を書いた時から不吉な予感を抱き、危機感を持っておられたのではないですか藤尾さんが現れたことで、あなたの怯えが最高潮に達し、 ついに殺人を決意するに至ったと私は推理しています。しかし、これだけではまだ説明できないことがある。いや実は、最も大切なことがこれまでの推理には抜け落ちているのです。それは、あなたと日高国彦さんの関係は、実際にはどういうものだったのか、ということです。いまわしい過去を公表されたくないから、その秘密を握る人物を殺す。 これは理解できないことではありません。でもその相手は普段から親しく付き合ってきた人間なのです。あなたは日高さんが仮に藤尾美子さんとの争いが泥沼化しようとも、あの秘密だけは隠し続けてくれるとは考えなかったのでしょうか。あなたの告白文では二人の関係は憎しみに満ちたもののように描かれています。でもすべてが創作であったと判明した今、 その前提は捨てねばなりません。我々がこれまでにつかんだ事実だけから、日高さんのあなたに対してしてきたことを整理すると、次のようになります。日高さんは、中学以来会っておらず、またその中学時代に明らかに自分を嫌っていたと思えるあなたと、交友関係を復活させた。それだけでなく、あなたが児童文学の世界で生きていけるよう出版社を紹介した。 そして、藤尾美子さんとの再三の話し合いの中で、金領地という作品に密接に関わっているあなたの名前を、とうとう最後まで出さなかった。これらの事実を俯瞰した時に浮かんでくる日高という人物のイメージは、あの人の少年時代の話とも非常にうまくマッチします。例えばある人は、誰にでも分け隔てなく優しい少年だった。と言っていました。私は、 少なくとも日高さんの方はあなたのことを本当に親友として見ていたのではないかと思います。そう考えた方が筋が通るからです。ただ、この結論に到達するまでには少し時間がかかりました。というのは、私の中に潜入観としてある日高さんの人物像とあまりにもかけ離れているからです。 実はこれは日高さんの少年時代について聞き込みをしている間、ずっと心に引っかかっていたことでもありました。なぜこういうズレが生じているのかを私は考えました。あなたが書いた偽りの告白文を読んだからか違います。私はずいぶん早い段階から日高さんに対してある固定したイメージを抱いていたのです。そのイメージはどこから来たものか そしてあることに思い当たったのです。それはあなたが最初にお書きになった事件当日の記録です。私はあの記録のうち事件に直接関係する部分にばかり気を取られていました。しかし実は一見何でもなさそうなところに深い意味のある仕掛けが隠されていたのです。その顔から察しますと私が何を言いたいのかお分かりになったようですね。A そうです。私は猫のことを言っているのです。あなたが殺したあの猫のことをね。農薬は見つかっています。あなたの部屋のベランダに土を入れたプランターが2つ置いてありましたが、その中から検出されました。毒単語を作って余った分の処置に困ってあそこの土に混ぜたんでしょう見つかった農薬は、 猫の死骸から検出されたものと同一でした。ええ、死骸はまだ残っていたんですよ。飼い主が箱に入れて庭に埋めていたのです。日高さんが近所の猫に悩まされていたことは本人からお聞きになっていたんですかそれとも例の我慢の限界というエッセイをお読みになったんですかまあ親しくしておられたわけだから、やはり直接聞いておられたんでしょうね。 あなたは独単語を作ると、日高夫妻が留守の時を狙って、日高屋の庭に仕込んだわけです。そうして猫を殺した。なぜそんなことをしたのか。理由は一つ。先ほどから私が言っている、日高さんのイメージ作りのためです。今回私は少しだけ文芸の世界に触れてみたわけですが、作品を批評する言葉として、こういう表現を覚えましたよ。 それはね、人間を描く。という言葉です。その人物がどういう人間なのかを読者に伝えるということですが、それは説明文で背けないそうですね。ちょっとした仕草やセリフなどから、読者が自分でイメージを構築していけるように書くというのが、人間を描く。ということなんでしょうあなたは偽りの手記を書くにあたり、 まず、日高国彦という人物の残酷性を、早い段階で読者つまり私たちに植え付ける必要があると考えた。そのために用意したエピソードが、あの猫殺しだったわけです。事件の日に、あなたが猫の飼い主である新見夫人と日高家の庭で出会ったのはハプニングだったんでしょう。しかしあなたにとっては都合が良かった。その話を手記の冒頭に持ってきたことによって、 日高さんの猫殺しが信憑性を持ちましたからね。みっともない話ですがね、私はまんまとあなたのトリックに引っかかってしまいました。あなたを逮捕し、あなたの最初に書いた手記は信用に値するものではなかったと思いながらも、猫殺しのエピソードまでが嘘とは考えず、日高さんに対する自分なりの印象を修正しようとはしなかったのですから。お見事でした。としか言いようがありません。 今度の事件であなたは数々のトリックを仕掛けましたが、あれこそが最高のものであったと私は思います。そしてこの猫殺しのトリックに気づいたとき、私の頭にひらめくものがありました。もしかすると、このトリックの目的がそのまま、今度の犯行の狙いなのではないか。つまり、あなたの究極の目的は、日高さんの人間性を貶めることにあったというわけです。 そう考えると、今度の事件の姿が見事に見えてくるのです。私は先ほどあなたの犯行動機について述べました。中学時代の忌まわしい秘密を隠したい気持ちから、日高さんを殺したのだろうと言いました。それについてはあなたも否定しておられませんし、私も間違いではないと考えています。しかし私はこんな風に思うのです。それは、 あなたに殺人を決意させるきっかけになっただけではないか、と。あなたが日高さん殺しを思いついてから、犯罪計画を練り上げるまでの心の動きを想像してみます。前述した理由から、あなたとしては日高さんを殺すにふさわしい動機を作り上げる必要があった。しかし、どんな動機でもいいというわけではない。それが公表されたとき、世間の同情はすべて自分に集まり、 逆に被害者である日高さんの人間性は地に落ちるという性質のものを考えなければならなかった。そうして考案したのが日高初美さんとの不倫からゴーストライターを強いられるに至るまでのストーリーです。うまくいけば日高さんが発表した作品の真の作者という名誉さえ手に入れることができます。それだけの目的があったからこそ、 指にペンタコをこしらえてまで大量の手書き原稿を作成したり、寒空の下で偽のビデオ映像を作るような手間をかける気にもなれたのでしょう。何ヶ月もかけて、周到な準備ができたわけでしょう。単に中学時代の過去を隠すためだけなら、もっとわかりやすい動機を用意したって構わなかったはずですから。あなたが執念を傾けて組み上げたプログラムは、 日高さんが築き上げてきたもの全てを破壊するためのものだったのです。そして殺人自体もまた、そのプログラムの一部に過ぎなかったのです。逮捕されることも恐れず、残り少ない人生のすべてをかけてまで、ある人物の人間性を貶めようとする。それは一体どういうことだろうかと私は考えました。正直なところ、私には論理的な答えは出せません。 でも野々口さん、それはもしかしたらあなたも同様なのではないですかあなたにもうまく説明できないのではないですか私は約10年前に自分が体験した事件を思い出します。覚えておられますか私の教え子が卒業式の直後に自分をいじめていた生徒を拉致した事件です。あの時いじめの首謀者だった生徒が言ったセリフは、 とにかく気に食わないから、気に食わない。というものでした。野々口さん、あなたの心境も、あの時の彼と変わらないのではないですかあなたの心の中には、あなた自身にも理解不能な、日高さんに対する底知れぬほど深い悪意が潜んでいて、それが今度の事件を起こさせたのではないですかその悪意の根源は一体どこにあるのでしょうね 私はあなた方二人のことをかなり詳細に調べました。その結果分かったことは、日高さんがあなたに恨まれる理由は何一つないということでした。彼は素晴らしい少年であり、あなたの恩人であったはずなのです。あなたが藤尾正也と組んで彼をいじめていた時期さえあったというのに、彼はあなたを救いました。しかしそうした恩が、 逆に憎しみを生むということを私は知っています。あなたが彼に対して劣等感を抱いていなかったはずがないのです。さらにあなたは大人になってから、日高さんに対して嫉妬というものも感じなければならない羽目に陥りました。あなたはこの世で最も先を越されたくない相手に、作家として成功されてしまったのです。 あの人が新人賞を取ったことを知った時のあなたの心境を想像すると、私は全身の毛がゾワゾワと逆立つのですよ。それでもあなたは日高さんを訪ねていったわけですね。あなたは新底作家になりたかったんだ。そして日高さんとつながりを持つことは、その夢への近道になると信じたのでしょう。そこで、心の中の悪意を一時封印することにしたわけです。 ところがあなたの道は険しかった。運のせいか、才能が原因かは私にはわかりません。とにかくあなたは成功しないまま、身体を悪くしてしまった。死を覚悟したとき、あなたの心の中の封印が解かれたことを私は確信します。あなたは日高さんへの悪意を抱いたまま、この世を去ることは我慢できなかったのです。そしてその悪意を後押ししたのが、 過去の秘密を日高さんに握られているという事実でした。以上が私の考える今回の事件の真相です。何か反論はありますか黙っておられるということは肯定しておられると解釈していいんでしょうか随分と時間が経ちました。私も口の中がカラカラですよ。ああ、そうだ。もう一つ付け加えておきましょう。 あなたやあなたのお母さんの過去の言動には、日高さんや周辺地域の人々に対して何か偏見を持っていたと思われる節が感じられます。しかし断言しておきますが、何らかの醜い偏見が生じる根拠も、偏見が存在したという歴史も、あの地域にはありません。少年時代にあなたが日高さんを嫌った理由の一つに、もしかしたらお母さんの、 その種の軽蔑すべき思い込みが関わっているのかもしれないと思いましたので念のために申し上げました。では手術が成功することを心より祈っております。あなたには何としてでも生きていてもらいたいのです。法廷が待っていますから。